続いては n ラジセレクトです黒崎瞳キャスターとお伝えしますはい今夜は全国的に値上げが相次いでいる出産費用についてです厚生労働省が医療機関などを対象に調査した結果今年春までの1年間に出産費用を値上げした医療施設は765で全体の4割を占めていますまた今後の値上げを予定していると回答した施設も457に上っていました 出産の費用は保険が適用されないので自己負担が原則ですよね、えー、そこで経済的な負担を減らすために公的医療保険から出産育児一時金が交付されているんですがこれが国の少子化対策の一環で4月から増額されて50万円に引き上げられましたせっかく出産育児一時金が増額されたのにその一方で出産費用も値上げされるということになっているわけですね。そうなんです こういった現状に国の狙いと現状がかみ合っていないという声が上がっています取材した松山放送局荒川真帆記者に聞きます荒川さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします出産費用そんなに上がってるんですか はいそうなんですあの実は私自身来年に出産を控えているんですけれども通っている産院から説明を受けていた時に出産にかかる費用をこの春から値上げしましたと告げられたんですね。 総額は50万以上に上る見通しでとても驚きました、まあ、えっと聞き返してしまったんですがそこでで取材を始めたたという次第でした以前だと出産の費用はい私も一人目を出産した時にはこの時は出産育児一時金として42万円が支給されたんですけれどもこの時もこの金額だけで賄うことはできなかった経験があるんです。ええ 今あのこれ以降も出産費用年々上昇していまして厚生労働省の調査では今全国平均48万円を超えているんですね地域によって費用にばらつきはありまして例えば東京都心部に住む友人などからは10万円20万円を自己負担したという話もよく耳にしていました、まあ、でもあの今年春から一時金が増額されたということでこの負担が少しは減るだろうと期待していたというところだったんですああそれが 病院からの説明では値上げしたということだったわけですねそうですね、値上げの幅は5万円ほどだということだったんですが、まあ、でもこれだと一時金増額の意味がないんじゃないかなと、表紙抜けしてしまいましたねえね、同じ思いする方、多いでしょうねそうですよね、うん、あの取材してみますと、今年4月に長女を出産した25歳の女性に話を聞くことができました。はい この方あの愛媛県内の医療機関で出産したんですが予定日まで残り1ヶ月余りとなったときに病院から突然この費用の値上げを告げられたというんですん値上げ額はおよそ5万円でした女性は病院の待合室にいるときに職員の方から小さな紙を渡されてそこに値上げと書いてあったということだったんですが 分かりましたと受け入れることしかできませんでしたというふうに出産直前に言われても急に病院変えることも難しいでですすからねねそうですよねもうよも出産まで1ヶ月余りのタイミングというのはちょっと難しいですよねこの女性の場合は退院するときの最終的な請求金額は55万円になっていって出産育児一時金だけでは賄えず最終的に5万円を自己負担したということでした。 一方で病院の方からは最後まで値上げについての詳しい説明はなかったということなんですねこの女性は私たち夫婦も20代で貯金がまだ多いわけでもないですし出産の費用の負担が少しでも減れば他の育児に使うお金に回せると思っていた。 出産育児一時金は名前に育児と入っているけれども全部出産の費用で消えてしまうので実態は違うんだなと感じましたというふうに全国の医療機関でこういった値上げを行われているということですけれども具体的にはどれくらい上がっているんでしょうか。はい、はい 詳細な金額までは調査はされていないんですが、うん、ホームページで公表されている医療機関などの情報を見てみると3万円から5万円の増額を示すところが多く見受けられました、うん、SNS などでは出産育児一時金の増額に伴った臨場値上げだという声も多く投稿されていたんですね。 こうした出産費用の値上げが相次いでいる背景取材を進めてみますと愛媛県の松山市にある産婦実科クリニックの院長が話に応じてくれました、はい、あの率直に値上げは便乗だという声もありますけれど、えー、どうなんでしょうかと疑問をぶつけてみたところ院長は批判が出ているのは承知していますが正直なところ経営的に悲鳴を上げている状態ですというふうに話していました、えー その最大の要因なんですが院長はお産の急激な減少にあるということを話しているんですうん少子化の進行が産婦人科の経営難につながっているというこのクリニックの場合ですと15年ほど前までは年間800人を超えるお産があったそうなんですねそれが今、去年は600人台まで減少しているということなんです。 ででは一方でその病院の人で体制を縮小できるかというとそれはできないといいますなぜかというとお産は24時間いつ来るか分かりませんしさらに新生児の急変などに備える必要もあります看護師、それから助産師は従来どおりの人数を配置しておかないといけないということなんですね。 まあ、さらに今は出産年齢が高齢化していますよねあの産前産後の様々なリスクに備えるためには検査や手間が増えているのが実情だというふうにも話していましたうん無事にお産が済んだらもう安心というわけでもないでしょうしねそうですよねこの院長先生はさらにこの数年新たに求められるようになったものもあるというふうに話していました、はい、それが産後ケアの充実なんです、うん 産後の育児疲れや子育ての悩みなどに対応するというものであの実は私自身も1人目を出産したときにこの産後ケアを頼ったことがありますコロナ禍での出産だったので親族間の行き来もできませんでしたし、うん、初めての子育児に戸惑ったり孤独感を感じたりした中ではとても助けられた経験があります お産施設に求められる役割はやはり時代とともに以前よりも大きくなっているのかもしれません、うん、そうなってくると産婦人科の経費の削減難しいいととううこでですよ、ね、そうですよよねそね経費はこの10年で倍近くに増えて最近では赤字に転じる年もあったと話していました。 こういう中で出産育児一時金が増額されたこの春今年4月から5万円余りの値上げに踏み切ったというふうに話していました委員長はこんなふうに話していました経費削減といってもギリギリでこれ以上やると安全面が担保できなくなる妊婦さんには申し訳ないですがそれでも余裕があるわけではないというふうに話していたんです このクリニックの場合は値上げの後の最終的な自己負担は従来より2万円ほど少なくなるように配慮はしたというふうには話ししていました、えー。産婦人科の経営が苦しいことよくわかりますけれども、はい、これ、少子化が進む中で出産したい人にとってはますます厳しい状況にはなりませんかね。そうですよね出産費用の値上げが続いてしまうとこれ妊婦にとっては本末転倒で困ってしまいますよね。は こうした事態をどう見るか出産費用について研究を行ってきた日本大学医学部の田倉智之教授に話を聞きました田倉教授はこれまでの出産費用の支援制度のあり方についてはこんなふうに話しています。 出産育児一時金を増額すると経営が厳しい病にとっては値上げに対する抵抗感がなくなって結果的にまた出産費用を値上げするという事態は繰り返されてきましたでも今なお少子化が進んでいることを考えると今までの制度の在り方や支援の方法を 関係者全員で一度見直す必要があるというふうな話をしていました制度の見直しってよく言われていますけれども、はい、何か具体的な案ってあるんですかねはい田倉教授が挙げたのが、うん、出産費用の保険の適用ですあの出産はあの病気や怪我ではないという理由で原則保険のきかない自由診療の仕組みとなっています、はい まあ、しかし、政府の中では今この出産費用に通常の医療と同様に保険が適用できないか検討が始まっているんですねもし適用されますと、まあ、値上げに歯止めが一定かかることですとか地域によっては20万円も差がある費用が全国一律になることなどが期待されているんです、うんうん、この出産への保険の適用ですね実現するにはどういった課題があるんでしょうか。はい 田倉教授によりますと保険適用になれば公益性の観点から国民全体で公平に出産を支えていこうというメッセージがより大きく出ていくことになる一方で全国一律の費用になると地域によっては経営が立ち行かなくなる医療機関や施設も出かねないということでした。国民ののの経経済負担それから病院の経営の安定性など その制度のの長所短所短をきちっとと議論しししてておく必要があるいいうふうふに指摘していましたその上で田倉教授は出産は単なる子育ての入り口にしか過ぎないその後の長い期間での子育て支援がなければ少子化が反転することは期待できないかもしれない相当な危機意識を持つ必要があるというふうにも話していました。 いやなんとか、ね、少子化に歯止めかけてほしいですけれども、はい、ご自身も出産を控えているということですが荒川さん、今回の取材少子化はどんどん深刻化していて去年1年間に生まれた日本の子どもは77万人余りと国が統計を取り始めてから過去最低を記録しているんですね。 田倉教授が指摘していたように今までのその制度とか考え方の枠組みではもはやこの少子化、お産施設のあり方ももう対処できないところまで来ているように感じましたあの岸田総理も異次元の少子化対策ということを掲げていますけれども本当に少子化が反転できるのか私も一当事者としてしっかり注視していきたいというふうに思いました。 マネージャーさん出産育児一時金って言うけど育児どころか出産費も賄えないわけか。 ア、うん、アップアッププさん東京都50代の方ね出産後の子どもの将来に向けての莫大な教育費を考えると出産費用から高騰してしまうと子どもを産むハードル高すぎてしまうと思う<ー>それからねヤギゾウさん出産一時金を増額すれば産院は出産費用を上げるでしょうねとは増額前から言われていた話です見通しが甘すぎたのではっていう、ね、声も届いてます。 それから、えー、グリッター,ブーちゃん出産費用値上げどころか産科医師不足で出産できる病院がどんどんなくなって今では市内の総合病院ででしか出産できませんさらに出産できる病院減りそうって、ね、あの病院に人が集まらなければ経営難になって病院減っていくっていうお話ありましたからただでさえ少ないのに。 もっと少なくなるってね。妊娠したらすぐにあの出産する病院決めましょうってお医者さんから言われている方多いと思うんですけど、えー、そういうことが影響しているのかもしれませんね。地方などはね、やっぱり厳しいところはありますよね。うそうですよね。えー、メインヤンさん、出産費用大変だね。そしてある程度お金ができてから出産って考えると、子供は一人か二人がやっとになるよね。もう一人欲しいなと思っても、いやお金かかるし、あそれに年齢も 重ねてしまったしって諦める方も増えてくるかもしれないという声でした松山放送局の荒川真宝記者に聞きましたさあここからお伝えするのは あれについてですえ、18年ぶりのリーグ優勝を渡したプロ野球阪神岡田監督が優勝の代わりに使い続けてきたあのあれですねでなんであれという表現が選手やファンの心をこんなに動かしたんでしょうか番組では日本語学の専門家に分析していただきました、はい、伺うのは埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授の金井隼人さんです金井さんは日本語学と日本語教育 がご専門で、中でもあれこれそれなどの指示詞を研究していらっしゃいます。かなえさん、どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> はい、よろしくお願いいたします。はい、かなさん、まず岡田監督のあれ。はい。聞いた時、どういうふうに思われました。はい、あの、確かに、あの、岡田監督がおっしゃっているように。うん、選手に意識をさせすぎないようにと。いうのが基本なのだと思います。うん、ただですね、あれのような、あで始まる指示詞。 あああれとととかかかのちらとか、うん、そういう指示糸の性質をうまく使っているので、うん、とても面白い作用が出てきていると考えています。 そこでですね今回あの3つの遊びというのキーワードに岡田監督の「あれ」という表現の魅力を考えてみました<い>よろしくお願いします、はい、岡田監督の発した「あれ」はい、これどうしてあんなにこう人々の心を動かした興奮もしましたたよね,ね <laughs> どうしたと思いますかまずはですね、えー、岡田監督の遊び心が選手の心の余裕を生み出した、えー、これが大きな理由だと思います。 でもう1つはあの、ファンの側から見て、ですねアレ、ええ、の持つ隠語機能というものが、えー、ファンと選手、そして監督の仲間意識を醸成したと、うこういう点が大いに盛り上がった理由だと考えています、えー、そのアレという言葉に役割があって、それを見ると、はい、納得できるってことです,かそうですねう、えー、まずあれ、アレ、うん、アで始まる指示ですね、はい、これは記憶の中にあるものを指すというふうに考えられます。はあ で例えば昔のことを思い出したときにあれは楽しかったなっていうときのあれですね、<ー>これは<ー>、えーはい、記憶の中のものを指してます。うん、で、もう一つ、ですね記憶の中にはあるんだけれども、どうも名前が思い出せない、こういうときにもあれが使われるわけですね。で、これについてあの、金井さんに事前に例文を送っていただきましたので、私とね、ちょっと黒崎さんでやってみたいと思います。はいまあ、夫婦の会話とといううころでしょうか参りますほら あれどこにしまったあ,あれねあれは机の引き出しに入れといたよ。ということでこれもね <laughs> 我が家で何度あの <laughs> 繰り返されるかわからない会話と言ってもいいと思うんですけれどもはいあの例えば「はさみ」とかですねその名前が出てこないということですよね。 ここのことをですね今回の優勝に当てはめてみたときに、うん、優勝というのはもう大変重要なことですから、うん、岡田監督が優勝という言葉を忘れる、思い出せないということはないわけですね、そうでところが、こうわざとあたかも思い出せないかのように、こう絶妙なとぼけた言い方をしていると、<laughs> ここにあの遊びがあると。 考えられます。なるほど。で二つ目の遊びですけれども、これも例文いただいていますので、まあ友達同士の会話というところでしょうか参ります。昨日喫茶店で食べたあれ美味しかったね。あ、そうね。あれまた食べたいな。ということなんですが、ここで登場したあれですね。はい。今度はですね、あの思い出せないというよりも、うん、仲間意識を高めるために使われていると考えられます。はあ、今あのお聞きいただいたようにあれです。 指したもの例えばティラミスってむんですけれども、うんうん、多くの場合は相手もそれが何を指すのかというのは特定できるわけですねあ,あれね、あれっていうふうに分かるわけですよね、はい A、これをあのいわば、記憶の共有というような言い方ができると思うんですけれども、うんはい、こういう共有される記憶を確かめ合うことで、仲間なんだっていう意識を醸成する、るこういう時にあれが使われるわけですね。ただですねあの、相手が特定できないという場合がある。 例えば、あれおしかったね、えあれってなんだっけっていう場合があるわけで実は私はあの当初、岡田監督のあれというのを、インターネットでなんかこう見出しを見てたんですけれども、あれ、何を指してるのかなっていう感じではありました、はい、ところが、岡田監督、タイガースの選手たち、そしてファンたちは、あれの指示内容、何を指してるか、もちろん優勝ですけども、ピンとくるわけですね。 そうすると、ここにピンと来る人とグループと、ピンと来ないグループの対立が生じることになります。うんうん、そうすると、ピンと来る人たちというのは、あれをもう、隠語のように使って、仲間意識を調整する、そうやって遊ぶわけですね。<ー>はい、ただ、ここであの注意しておきたいのは、隠語というのは隠す語ですから、隠しておかないと立場が悪くなる、そういうことに使われるものなわけですね。本来ねはい 例えば、飲食店でゴキブリとはちょっと言えないので、うん、太郎とか、そういうふうにあの別の言葉で言う声が。あ、なはい。ところが、あの、優勝という言葉はそういう NG ワードではないわけです。うんうん、むしろ全面に出していいはずの、いい意味なわけですね。ところが、そんないい言葉なの、なんで隠語化するんだっていう面白さがあるわけですね。<ー>これをあの遊びに、 というふうふに考えますなるほど。とすると、遊び3は何でしょうあはい指示詞というのは、えー、いろいろ、こ、そ、あというので、役割があります。はい、で、あに関して、あで始まる指示詞というのは、本質的に遠距離を指します、うん、あれって遠いものですねそうですね、えーと。例えば具体的なものだったら、あれ、スカイツリーだよねとかですね。うんうんうん で抽象的なものだと今度は時間的な遠距離つまり過去を指すことになりますで冒頭にあの「あれは楽しかったな」って申し上げましたけども<ー>この時のあれは時間的な遠距離過去,過去を指してるわけですねで,すねで岡田監督のあれに当てはめるとあの時点で優勝というのは近い未来のことであったのにもかかわらず、うん、わざとこう過去に。 遡っているような遠いところにあるような言い方つまりうんはい、過去にそういう言葉が話題になったよねって覚えてるそういう言い方をしているそういう絶妙な遠吹け具合が、えー、面白さにつながるんだと思いますこれを遊びビフンとしたいと思いますううこうした遊びの要素があってその選手やファンを動かしたってことなんですかね、はい、そうですねあのー、優勝がかかっている強い緊張状態ですから そこにあの遊びを投入するというのはちょっと考えられないわけですけれども、それをあえてすることによって、選手たちに心の余裕を生み出して、そしてリラックスさせるという作戦だと思いますね。またファンの側から見ると 隷語化されたことによって仲間意識が高まったということだと思います。なるほど。はい。あれじゃなくて他の言葉じゃダメだったんですかね？はい、そうですね。あのー、こことか素で始まる言葉だとうん、うん、今申し上げてきたような共有される記憶というそういうニュアンスは出てこなくなりますので、はい。やっぱり弱くなっただろうと思います、ね。はい。で、あれというのは。 記憶の中、外から見えないものを指すわけですけど、えー、みんな大した分かってるよね、そういう秘密を共有するようなワクワク感を出す、そういう指示詞なんだと思いますね。ねで、例えばですね、先ほど申し上げた太郎のような隠語で優勝を表していたとしたら、えー、確かに隠語としては通用する、うん、機能するんですけれども、えー、そのとぼけ具合という点ではやっぱりあれには。<laughs> 及ばないと。なるほど。はい。そ,の辺そうするとやっぱりはいあれだからこそ岡田監督の言葉選びのセンスが素晴らしかったと思います。嫌る、うん、と聞けると思いますね。埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授の金井隼人さんに伺いました。金井さんお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。した円安や物価高が続く中。 全国の企業に景気をどう見ているかを聞く日銀短観の最新の結果が発表されました多くの大企業が足元の景気は改善していると見ていることが確認された一方で先行きについては非製造業で今より景気が悪化するとの見方も示されましたそこで今日は最新の数字も見ながら日本経済の課題について 経済担当の櫻井玲子解説委員とお伝えしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、今日の東京外国為替市場では1ドル150円近辺まで円安が進みまして私たちの暮らしへの影響も気になるところですねそうですねえー、昨日発表された日銀短観ではまあ日本経済が緩やかな回復軌道にあることがひとまず確認されたのですが、えーえー、円安を背景とした物価高への懸念から三ヶ月先については 非製造業中心により慎重な見方も示されました、はいえー、具体的に言いますと、まあ、大企業の製造業はプラス9ポイントと2期連続の改善自動車の生産の回復が進んだことが主な要因ですまた大企業の非製造業は外国人観光客の増加によってプラス27ポイントと、えー、32年ぶりの高い水準となりました 一方、3ヶ月先の景気につきましては大企業の製造業が1ポイントの改善と、まあ、今回とほぼ横ばい、ね、大企業の非製造業は今回より6ポイントの悪化を見込んでいることが分かりました業種別では小売業が6ポイントの悪化卸売業が17ポイントの悪化 不動産業が9ポイントの悪化を予想しています足元の実感とは別に先行きには不安もあるんですね、はいえー、そしてその背景にあるのが個人消費の弱さです<ー>、えー、最新の家計調査を見ましても、まあ、2人以上の実質消費支出は前年同月比でマイナス -5% と、えー、これ下落率2年5ヶ月ぶりの大きさになります これは5ヶ月連続のマイナスで物価高が消費を冷え込ませています特に影響が大きいのは食料品の値上がりです今月10月からは飲料や菓子それに加工食品など4600以上の品目が値上がりする見込みでして必需品の値上げに歯止めがかかりません ロシアによるウクライナ侵攻が始まった当初はエネルギー価格の急上昇が目立ちましたが今は食料品の値上がりが物価高の主な要因となっています株価の上昇を背景にブランド品や高額マンションが売れている一方で大半の人は食料品でさえ買う量を減らしたりスーパーの特売日に買いだめをしたりする傾向がさらに強まっていると聞きます。うん 生活に身近な商品が値上がりしていますと、この財布の紐も固くなりがちなんでしょうね。はい、えー。実はですね、まあ、以前は新型コロナウイルスの感染拡大が収まり、社会活動の正常化が進めば、えー、個人消費も大きく伸びるのではという期待もありました。えー、コロナ禍で外食や旅行ができず、まあ、その分ですね貯蓄に回った個人のお金これがま二十兆円も積み上がっており、 それが経済の起爆剤になるといった予想もあったんですしかし実際には今年5月以来社会活動がコロナ禍以前に戻りつつある中でも個人消費は伸びていません企業の景況感が回復し,しているのとは裏腹に多くの人は食費や光熱費の値上がりに追われ20兆円もの金融資産の大半は使われないまま 物価の値上がり分だけお金の価値がめべりしてしまっています来月発表予定の7月から9月期の GDP も個人消費が震わずマイナスに陥る可能性もあると専門家は予想しています、うん、日本経済は今後も回復が続くかどうかまだ不透明なんですねはいえ。さらにですね人手不足も消費や投資の伸びを抑える大きな制約要因となっていますはい えせっかくインバウンドが回復し需要も増えてきているのにえ人手が足りずえ予約の数を制限しているといった旅館やレストランも少なくありませんまた新しい工場を建設する計画があっても作業員不足で工程が遅れビジネスチャンスを逃していると話す企業もいます そして世界経済の先行きに対する不透明感も企業の不安を完全に払拭できない原因の1つとなっています。 中国経済の低迷に加えアメリカが続けてきた利上げの影響がまあ、いよいよ来年は表面化し景気が減速して日本経済にも影響を及ぼす可能性が指摘されているんですん先行きについては不透明感が強いんですね、はい、そしてえ企業の業績は改善しても自分たちの暮らしは良くなる実感がないえ、まあ、そんな声も聞かれる中で政府は今月中にも物価高に苦しむ国民を支えるための経済対策 策をまとめる見通しですと言いますのもえこの物の値段が値上がりしていることに伴い政府に支払われる税金も増えており国の税収が伸びているんですねそこで問われるのが経済対策の中身ですえ物価高への対応策として第一に挙げられるのはやはり賃上げですアメリカでは全米自動車労働組合が 四年間で四十パーセントの賃上げを当初は要求するという交渉が続けられ話題となっています。インフレが一時はまあ九パーセントまで上がったアメリカならではの話ですけれども、まあ労働者が物価の上昇に見合った賃上げを当然のように要求していると言えます。そして日本でも今年春にはおよそ三十年ぶりの水準となる賃上げが実現しました。 ただ、これを一時的な減少に終わらせず、まあ、力強い賃上げを中小や地方の企業も含めて来年以降も継続できるかが大きな課題となっています。また 人手不足対策として企業の中にはえ若い世代の従業員の給料を上げるために50代以上の従業員の役職定年や定年退職者の再雇用で生じた賃金の差額を回すといった、まあ、いわゆる賃金の再分配を進める動きが見られます。 しかし、これはです、ね、賃金の総額を増やす本当の意味での賃上げとは異なり今度はです、ね、この給料をカットされた人たちの消費が抑制される恐れも懸念されています。 政府は賃上げを実施する企業への支援を進める方針ですが中堅・中小企業が物価上昇率をも上回る賃上げを継続できるような支援策を充実させるとともに企業が若い世代の昇給に取り組むだけでなく社員全体への賃金の支払い総額を増やしているかえこういった点にも目配りする必要があるのではないでしょうか。うん 今後も物価はこれまでのように上がっていくんでしょうか。はいえ。食料やエネルギーなど原材料の価格自体は、実はあの原油価格を除きますと一時期に比べて落ち着いています。ええ、え物価高の主な要因は、今はむしろ円安になっていることにも注意が必要です。 インフレを抑えるため金利を高い水準で維持しようとするアメリカとマイナス金利をはじめとする金融緩和策を続ける日本の金融政策の差によるもので1ドル150円近辺まで進んだ円安が日本の購買力を減退させています。 日本はこの10年景気を支えるための金融緩和策を続けてきましたが世界的にはデフレからインフレへと潮目が変わっています金融当局がより柔軟な対応を取っていくのかにも注目したいと思いますそして今後景気が来年にかけて悪くなってきてもえ物価は下がらない事態もあり得るという点も指摘されていますというのも人手不足は今や世界的な課題になっており 簡単に解消する見込みがないことや米中対立、ロシアによるウクライナ侵攻によってコストを多少度外視しても安定供給を優先したサプライチェーンを築く動きが強まっていて構造的なインフレが世界的に長く続く可能性が出てきているからです世界経済の潮目が変わる中人々の生活は大きな変化による影響にさらされています 日本はこれまでの延長線上にはない、経済金融面での対応が求められる局面も考えられ。その対応力が問われています。はい、日本経済の、日本経済の課題について、櫻井玲子解説委員とお伝えしました。もう、参りました。続いては、ワールドリポートです。えー、ハワイのマウイ島で起きた大規模な山火事は、発生から2ヶ月が経とうとしています。はい 被災した地域の現状や課題について、ロサンゼルス支局の佐伯彰記者に聞きます。佐伯さん、おはようございます。おはようございます。マウイ島の山火事では、一時、あの千人以上と連絡が取れないという話も出ていたと思いますけれども。その後、捜索は進んだんでしょうか。はい、あの現地の警察は当初、連絡が取れないという人の情報を積み上げて。まあ、千人以上と発表していたんですが。<laughs> 時間の経過とともに無事が確認されたケースが相次いだ結果大幅に減りましたマウイ島の当局が発表している最新の情報では亡くなった人が97人でこのうち91人の身元が判明していますそして今も行方が分かっていない人は12人となっています町、はい、のほとんどが焼けてしまう、まあ、壊滅的な被害でしたけれども 復興に向けた動きは始まってるんでしょうかはい住民は火事の後ずっと焼けた街に入ることを認められてこなかったんですが当局は先月二十五日から一部の地域で住民に対して自宅に戻ることを許可しましたただこれも時間を限定して化学防護服ですとかマスクなどで身を守った上で行われていますこれだけ慎重にことが進められる背景には 火事で古い住宅資材ですとかリチウム電池が焼けるなどして有害物質が灰と一緒に飛散している恐れがあるということがありますこのため瓦礫の撤去にも取りかかれていない状況が続いていてるんですあ発生から2か月で瓦礫の撤去もできていないとなると復興には相当の時間がかかることになりそうですね。 そうですね。そうした中で当局が急いでいるのが、島の観光の再開です。マウイ島の西部はリゾートエリアが集まっていて、ハワイ州の観光収入の15%を占めているんですけれども、火事の後、ハワイの州知事はマウイ島西部への観光をしないように求めてきました。州当局は、その島の西部のリゾートエリアを今月8日から順次再開していく方針で、 これがうまくいくかどうかが今、注目されているんですおそのリゾートエリアの再開に向けては、どのような課題があるんでまず、観光客を迎えるためには、ホテルで避難生活を送っている被災者に、他の施設などに移ってもらう必要があります。 住民の移転先としては民泊施設やコンドミニアムなどが想定されているんですけれどもこうした作業がスムーズに進まない恐れがありますまた、ホテルの準備ができたとしても人々の心の準備ができていないという指摘も出ています現地ではちょうど今頃州政府に対して8日の観光再開を延期してほしいという署名1万人分の提出が行われています。 島の人たちは今も心理的に観光客を受け入れられる状況にないということなんですうん。そうなりますとその観光の再開は拙速には進めにくいですよねそうですね行政当局は難しい舵取りと判断を迫られることになりますただマウイ島の主要産業は観光ですから観光の復活なくして島の復興はありえませんまず島の経済を回復軌道に乗せて 住民に理解が得られる形で復興への道筋を描くことが求められていると思いますはいロサンゼルス支局の佐伯明記者に聞きました続いてビジネス経済年々高額化する医療費その背景はマイビズ田中キャスターですマイビズ今朝は高額医療費について考えます 健康保険組合連合会によりますと2022年度に1ヶ月の医療費が1000万円以上だった加入者が1792人、まあ、過去最多を更新しました2014年度の300件と比較しますとおよそ6倍になっていますこの医療費の高額化の背景にはどんな問題があるんでしょうか医師で中央大学ビジネススクール教授の真野俊樹さんに伺います あのさんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この医療費の高額化なんですけども、どんな背景があるんでしょうか？はい、新薬が新しい薬ですね。ええ、が承認されて、保険公的保険への適用が相次いでるんですね。<ー>で、そのもうそういった新薬の多くはですね。はい、最先端の遺伝子技術などを使って開発されたものが多いんですね。うん これはまあ最先端の技術なので当然、値段が高くなる傾向にあります。このような新しい新薬によってですね昔治らなかった病気が治るようになるっていうのは非常にいいことだと思うんですが一方では費用がですね今までの延長線上の値段ではなくて何千万円とかですね億単位という驚くような値段になっているんですね。 あの例えばその高額な薬とはして、どんなものがあるんですかえ例えばですね、ええ、日本のこう治療薬の最高額は、はい、まあ神経の難病の治療薬なんですけれども、うん、ドルゲンスマというのがあって、ですね、はい、これは1億万円なんですねあ、はい、あの特殊なあの治療薬なので、2歳未満の乳幼児が対象で、うん、筋力低下を引き起こす。 脊性筋萎縮症という、まあ、あの非常に難病の遺伝子治療薬なんですね。はい、で、もう一つ例を出せばですね、先月に目の病気に対する遺伝子治療薬が公的医療保険の適用対象となったんですが、これは両名で、 まあ大体1億円ということで、ですね、まあ、2番目に高い値段になってしまいました、はあ、なるほどね、その医療費、まあ、もちろんすべてを患者が負担するわけではないわけですもんね。はいそこがまあポイントで、ですね、うんうん、例えばまあ両目で1億円になる目の遺伝子中薬の場合、はい、公的医療保険制度の中に、ですね、うん、高額療養費制度という考え方がありまして、はい、年収例えばですけどね、年収450万円ぐらいの。 まあ会社員だとしますとね、うん、なんと自己負担額は、まあ、手術とか点滴、まあ、だとかいろいろやるケースが多いと思うんですけれども、うん、なんと8万円ぐらいで済むということなんです。はい、要するに、この高額療養費制度というのは、1>, うん、1月にかかった医療費の,あの自己負担限度額を超えた場合、まあ、今の例でいくと8万円ぐらいですが、うん、その分、全部が賄われるという。 まあこういうい仕組みなんですよね、うん、まあ簡単に言うと自己負担額との差額をまあ保険で集めたお金とかまあ税金とかですね、うん、そういう,う公的なところのお金で賄っているということなんですよで、まあ、今まではですね仮に新薬がまあ高額であったとしてもですね先1億円とかいう例を出しましたが対象になる患者さんが 少ないんですね年に例えば数人とかですね、はいまあ、特殊な病気だったので、はい、なので、医療保険の財政にすぐに大きな影響を及ぼすことはないと考えられてたんですね、うん、ただその、そういう高額な新薬の種類が増えてきたんですよ、あ<ー>でまあ、いいことではあるんだけれども、対象となる患者数も、まあ、いろんな病気がありますからね、うん、あの増えてきたんですね。 対象となる患者数が患者としてはね本当に助かるんですけども承認される高額の新薬の薬が増えていくっていうのは全体として見るとかなり負担になると思うんですが保険にとってですね、はい、これ高額の新薬が承認される流れっていうのはこれは今後も続いていくものですか技術の進歩で、うん、そういう薬、まあ、遺伝子系の薬とかですね、はいまあ、場合によっては再生医療とか出てくるかもしれませんが、うん、まず開発がどんどん進んでますね。はい でさらに、まあ、日本国としては、ですねやっぱり患者さんに朗報ですから、いいニュースなので、まあ、国はある意味、まあ、後押ししてると言いますかね、はいあの、そういった薬を日本国内でも使えるようにしようとしてるんですね。うん、で、あの一つの例としてはですね、はい、厚生労働省は、2024年度中にですね、うん 薬の承認審査を行う、まあ、関連の機関が、まあ、日本に当然あるわけですね、はい、日本で薬を使えるようにするためにあの審査をしなきゃいけないものですから、うん、その関連機関の事務所をですねアメリカに作るっていうようなことを言い出したんですね、ほ<う>これはどういうことかというと、のアメリカなんかの創薬ベンチャーがやはり新しい薬を作ってるケースが多いので、はい、まあそういった会社が、まあ、日本を飛ばしたりしないようにですね。うん、では日本で そういう薬をこう開発したり、申請してもらおうというまあことを手伝うために、この相談ですね、日本での承認申請の相談に無料で応じようとかですね、そういう動きもできてきてるんですね、簡単に言いますと、欧米で使えても日本で使えない新薬というものが、ですねちょっと増えてきてるんじゃないかというデータがあってですね、こういう今言ったような動きによって、欧米で作られる新薬が日本に入りやすくすると。 い,う狙いがあるんですねただ、ポイントは、やはりお金の問題がありますので、承認する後に保険に入れて、まあ、さっきの高額療養制度みたいに安く治療をできるようにするって話があるもんですから、まあ、逆に言うと、薬を承認するだけではなくて、保険適用をどこまでにするかというですね、まあ、議論が出てくる必要があるのかなと思っていて、まあ、逆に言うと、そうしないと、 医療保険の財政が厳しくなり、まあ先ほど言いました高額療養制度なんかも維持できなくなってしまう可能性があるのではないかなと思っているんですね。うん、あまあ海外で使えるようになった新薬をまあ日本で使えるようにするっていうのはまあもちろん会社にはいいんですけども、それを保険適用するかどうかっていうのが次の課題になるということですね。そうですね。うん、あのものさんあの先月でさ、ね、あのアルツハイマー病の治療薬も承認されましたね。これはどう考えますか。まあ、これも今のと同じような話でですね。ええ あのーまあ、アルツーマの薬なので、1回、さっきは1回使ったりして治るとか、効果があるような薬ですごく高かったんですが、もちろんそこまでは高くはないと思います、ただ、まあ、これから薬価が決められるわけですし、まあ、年内にも保険で使えるようになるという話なんだけども。 例えばアメリカの例を見ますとね、まあ、アメリカは、こういう薬の値段はまあ極端に高いことが多いんですが、7月に承認されてるんですけれども、この値段はですね患者1人当たり年間でおよそ390万円ということなんですね、でまあ、アルツハイマーですから治らないので、予防としてはできてもですね、薬でですね、そうすると、その後ずっと使うなんて話になると、これも。 かななりの高額になると思うんですよね確かに継続的に服用すると保険財政を圧迫することになりますよねはいまさにその通りなんです、うん、こういった薬は一度だけじゃなくて継続的に飲まなきゃいけないのと、うん、対象となる患者も多いですねはいはいで、まあ、日本でもおそらくどんな人に、まあ、予防なのであの治るわけではないですから、うん、まあどんな人を対象にするかなどというですね議論が進んでると思われますけどねこれあのー、和さん 公的保険を維持しながら、高額な治療も提供する、この2つを両立させるためには、どういったことが必要になりまますかまあこれはですね、うん、なかなか難しくてですね、あ、うん、あのー、まあ、明確な解決策はないわけです、あればも、ま、う、あ、はい、誰かがもうすでにやってると思うんですが、えー、まあただ考えてかなければいけないと思うんですね。うん、まあ うんそうですね考え方としては、値段が高い、高額であっても使わないと命に関わる、うん、あるいは命に関わらないまでも、長期間、病気の状態で過ごさなくても済む、まあ、先ほどの目の薬なんかそうですね、が治るということですかね、そういったものがきちんと示されているような、ですね、うん、まあ言い方があれですけど、ある意味、医療の本質に関わるような薬や治療は、うん、当然、今後も公的保険の対象とした方がいいですし。うん まあ国がちゃんと面倒を見てくれた方がいいと思うんですね。はい、で、まあ、さっきアメリカの例が出ましたけども、アメリカはあのこういう公的保険制度がまあ,ある意味充実してないものですから、まあ、一般の我々のような世代は民間保険に加入することになってるんですね。そうすると入ってる保険によって受けられる治療が違ったりしてですね、まあ、ある意味格差が生まれてて、まあ、アメリカですと必要な治療を受けられない人がまあ出ているもんですから。 なかなか難しいところがあるんですよねまあつまり命に関わるものとか薬で治せるものは保険適用すべきだということですよね一方ででは保険適用すべきでない薬というのはどういうものになりますかうんまこれはまあ,あくまで試験ではありますけれども、うん まあ逆に言うと、命にかかるものとか、治療が明確にならないものですよね、治療効果が。ですから、まあわかりやすく言うと、やはり効果がちょっと不明確だったりですね、非常に重要なことなんだけども、直接命にかかるというよりも、生活の質の向上ですね、を目的としている、生活の質っていうのは人それぞれ考え方が違いますので、病気が治る、目が見えるといったような形で、明確な指標がないわけですね。 まあこういったもの、そういったものを目標にしているもの、あるいは予防ですね、予防に効果があるもの、これもまあもちろん極めて重要なんだけど、やりたい人とやりたくない人がいるかもしれませんから、こういうものに関して、ちょっと議論をしていく必要があって、場合によっては対象とする患者さんを絞るなんていうことも、ですね今言った直接的じゃないものに関してはですね。 議論が必要何もそれで、じゃあそういう人たちが、ね、お金が払えないとまずいので、まあ、民間保険をです、ねまあ、アメリカのような形ではなくて、もうちょっとこう、あのーまあ、公的保険に近いような形で,です、ね、民間保険を併用するとかです、ね、るそういったことも検討していいのかなと思ったりもしています。なるほどねはい 真野さん今朝どうもありがとうございましたありがとうございました今朝の前水は医師で中央大学ビジネススクール教授の真野俊樹さんに伺いましたロシアからの軍事侵攻が続くウクライナウクライナでは1日戦死した兵士などを讃える防衛者の日を迎えゼレンスキー大統領が改めて国民に結束を呼びかけましたで軍事侵攻の開始から1年7ヶ月以上 ウクライナの人たちの暮らしは今どうなっているんでしょうか首都キーウ在住の日本語通訳ジガルコビタリーさんに伺いますビタリーさん一家はこれまで住んでいた村の学校が軍事侵攻の影響で閉鎖になったことからこの夏小学校1年生になった7歳の娘のため首都キーウのアパートへ家族で引っ越しましたキーウでの生活もそろそろ一月となりますビタリーさん今夜もどうぞよろしくお願いいたします はいこちらこそよろしくお願いしますいつもお世話になっておりますこちらこそいつもありがとうございますあのビタリさん引っ越しされてまもなく一ヶ月経ちますけれどもどうですかそちらでの生活には慣れましたかはいなりましたあの金融の生活は まあ、とても、まあ、今のところは明るくて、まだ天気が暖かいですので。えー、そして、子供は学校へ、あの、行ってあ。あの、両親は私たちですね、私と。うん、あの、妻はとても幸せ、嬉しいですね。うん。あの、ご近所の方たちとのつながりというのはあるんですか。えっと、そうですね。時々、まあ、つながりがありますけれども、えー、まあ。はい。 まあ、つ,つながりがありますけれども頑張りますという風にですねあ。あの質問が届いています、今回もね、えー、福島県の菜の花いたさんですけれどビタリーさん、はい、市民生活はどうですか食料品あの満足いくようにありますかっていうあの質問なんですがあのお買い物などはあのーまあ、以前、ね、あまり不自由ないというお話でしたけれども今も変わりありませんか 幸い変わりりがありません食料品とか、効果は大丈夫ですけれども、しかし、精神的な、まあ、恐怖とか、恐れとか、攻撃の恐怖が続いていますうんやはりその空襲警報であったりとか、そういったことっていうのは、今も頻繁にあるんでしょうかはい、その通りです、頻繁にありますし、そしてもう1年7か月ぐらい、戦争の状況で済んでいますが、 しかし空襲警報が出ると、まあ、なかなかん慣れることはできないですね、特に子供が近くいると、うん、すごく、まあ、心配で、うん、恐怖が出てしまうんですねそうですよねー。 であの今、あ先ほどもお伝えしましたけれどもウクライナでは戦死した兵士などを称える防衛者の日というのが1日でゼレンスキー大統領が国民に改めて結束を呼びかけたということなんですがこのゼレンスキー大統領の、まあ、その話というのをキーウの皆さんはどんなふうにもちろんまあ我々。 今、生きている、生きている、生きている、ですねそして兵士のおかげです、兵士がいないと我々、われわれも平和な生活、つまり攻撃がない生活、つまりロシアの近くない生活はできないです、それで、まあ、ゼレンスキーも、そしてウクライナ人でもできる限りウクライナの兵士あのに協力したいと思っています。うーん あのビタリーさん、その軍事侵攻の前からキーウは、まあ、仕事を含めてよく訪れていたというふうに伺っていますが以前の,そのキーウと比べて今、生活をし始めたキーウの街何か変わったと感じることはありますかははいもちろんキーウは変わりました例えば 家に歩くと、今はですね、はい、歩くと、いあのー、まあ、車両登録番号がありますよね。ウクライナと日本でも。えー、そしてその番号を見ると、 車は何の州に属するんですか、例えばキーウ市、キーウ州とか、南とかですね、オデッサとか、はい、それで今、キーウに歩くときにいろいろな街から車が多いですよ、うん、つまり戦争の影響で、ウクライナ人はさまざまな地方からキーウへ移住したと思います、これは一つのおかわりですね。そして人も 優ししししくなりままたたという気がしましたんですね例えば前にエレベーターに入ると、まあ、時々こんにちはとかもう、まあ、沈黙だけでしたんですがしかし今はもうこんばんはとかあの静か夜をとかこのような態度になりましたつまり私の感じだとみんなは戦争の状況で住んでいて私たちは一心同体になったという気がしますよね。 さまざ、あ、まな地域からその車のナンバープレートを見るだけでもいろんな地域の方がキーウにやってきている移り住んできているということがうかがえるそして、まあ、そうしたいろんな人たちが集まっているからこそお互いに一声かけ合う支え合うそんんなな暮らしになっているんですかねその通りです。はい、はいいうーん さあ先ほどその兵士のお話が少し出てきましたけれども、えー、まあウクライナではそのロシアによる軍事侵攻以降総動員令というのが出されて18歳から60歳の男性が徴兵、まあ、兵隊に出ることですねこの対象になって今、国を出るということは禁じられています。はい しかしこの徴兵を逃れるために自治体などに設けられている徴兵事務所の責任者に賄賂を送るなどといったこの汚職が後を絶たずに社会問題化しているというふうにも伝えられています、はい、今、そのウクライナの方たちの間でこの兵隊に出る徴兵を巡って、えー、お話をされることっていうのはあるんですか もちろん、もちろん徴兵の話が、まあずっと続いています、戦争がなば長引くで、人が亡くなりますので、それで新しい兵士が必要ですね、それでウクライナでもその徴兵が続いていますし、そしてここは、まあ、もちろん男性も心配しています、自分の家族、近くにいますけれども、しかし自分の国も守らないといけない。 このような議論は社会で続いていてますうん、まあ、この徴兵の制度、まあ、命がかかるという問題でもありますし、まあ、一方でその国をどう守っていくのかという問題でもあるというところですけれども、えー、松本さんどんなふうにあの考えますか あの当初、日本であの報道されるニュースの中ではやはりウクライナの人たちが武器を取って立ち上がっているとそれから女性もね、立ち上がってあの勇気を持って立ち上がっているという話をよく聞きましたでも、今お伝えしたようなこの現実も出てきているというこれは,あのこれはウクライナに限らずもしこういう状況に置かれればあのどこでも起こることでしょうしそれから良心的な兵役拒否っていうね そもありますよね,そすねその,あのビタリさん、そのウクライナではいろんな議論、いろんな意見があると思うんですけれども、はい、ビタリーさんの目にはこうどういう論点があるとあるいはどういう難しさがあるという,ふうにご覧になってますか。はい <laughs> ああそうですね私の意見ですけれども、例えばあの戦争するためにとりあえず精神的な準備が必要ですね、はい、それで精神的な準備ができていない人は徴兵しても、私の意見ですけれども、あまり意味がないと思います、ウクライナではやっぱりプロの、ま、兵士がいます、例えば内務省で働いている警察官とか、他の人ですけれども。 それで私の意見ですが、このような人にプロの人にとても良い給料を払って、そしてプロの人たちは戦ったらもっと良い効果になると思います、そしてウクライナの中にもあの軍事の専門家も同じ意見が多いですね。う ということだけではなくて、それぞれのその兵のその能力というか質というか、そこをきちっと考えるべきなのではないかということですか。その通りです。なぜかというと、例えば能力がない人は徴兵あのされて高い戦車ですねに乗って、そして能力がないため。 戦車が例えば攻撃で壊してしまって、それでもう持っていないですよね。つまり大変なことになります。だからやっぱり能力がある人は、まあ、プロの人は戦車に乗ってちゃんと戦ったらあの効果効果の方が強いと思います。なるほど。 さそして、まあ、これその,その一方でですねあの海外のメディアなどによると、まあ、そうしたその徴兵を逃れて国外に出た人数万人に上る可能性があるとも指摘をされていますがこの数がどうしてもかなり多くなっているのではないかという指摘がありますけれどもこれはウクライナにいらっしゃるヴィタリーさんから見てどんなふうに感じられますか。 これはやっぱり彼らの決定ですね、うんあの。自分の家族なんとか、もし自分のことを守るために他の国へいてこ、彼らがの決定ですが、でも、この人たちの中で、ウクライナにサポートする人も多いですよ。うん、例えば、お金を送ったりとか、人道支援を作ってとか、送るとか、この人もいます。それで、この人、つまり自分あ、みんなは自分の役割したら、 私は例えば、ここでジャーナリストと働いています、国家の仕事をします外国、外国にいる人たちは人道支援、兵士は一生懸命が戦って、それで力を合わせて、我々は勝利を近づく可能性は高いと思います。はい あのこれ、各それぞれご家庭にとって、例えばそのビタリーさんのご家族にとっても、まあ、その徴兵ということになると、これ、いろんな影響、出てくるでしょうねそのとおりです、例えば今、私の,あの妻のおばあちゃんとお母さんは、あのマカリュで攻撃で家を失いましたのであの、イーフにもアパートを借りています、もちろん今、きあの先生の給料は少ないですので、 私もできる限りあのお金とか他のサポートいたします私の父ですけれどももう攻撃で工場ですねもう失いましたので私も父にも自分の母にもできる限りサポートしていますそれで私は徴兵されると私の家族にとっては大変な影響を与えてしまいます 最近のニュースの内容からお伺いをしたいんですが2日にはこのキーウで EU= ヨーロッパ連合初めての外相会議を開きました、はい、EU としてウクライナへの支援の継続に揺るぎないということを強調したというふうに伝えられています、はい、ウクライナの皆さんはどんなふうに受け止めていますかそうですね、これはウクライナの歴史初めてこのようなまあ会議があったんですので。 それでやっぱりヨーロッパはウクライナにサポートするんだし、そしてこのような会議であのサポートしますよ、表しますね、それでウクライナ人はやっぱり尊敬すると思います、感謝すると思います。う 一方でですねその、まあ、こうしたその EU としてそのウクライナへの支援の継続ということを強調した、まあ、背景でもあると思うんですがその EU の加盟国の1つスロバキアここでは議会選挙でウクライナへの軍事支援の停止などを訴えた野党が第1党になるという動きもありましたこういったものというのもウクライナ国内では伝えられているんでしょうか。 もちろん、あの、この情報がありますし、そして、ソバキアだけではなくて、アメリカにもいろいろな問題が出てしまいますし、あの、戦争が長く、 続いていますのでそれで今度はこのような問題が発生するのがちょっと危ないじゃないかなみんなはあの心配していますもちろんお金がないとあの戦争も続くことはできませんしそしてロシアはこのきっかけを使ってもっともっとあのウクライナの領土ですねウクライナの,あのエリアをあの占領したらとても心配と思いますうん さまざ、あ、まな国際社会の声もある、まあ、そういう中でその今、そのウクライナへの支援疲れなんていうこともね、はい、ちょっと悲しいですが、はい、指摘をされてしまっていますそういう中で、えー、ビタリーさんがウクライナから今伝えたいこと訴えたいことどんなことでしょうか。 ウクライナ人は、あの、このようですね、住むために、あの、今戦っています。私たちは自分の、あの、町、自分のエリアで戦っています。私たちは他の国を占領したくない。自分の、あの、命だけ守りたいです。もちろん戦争がない、長いですけれども、でも皆さんは、あの、サポートを、あの、続けていただけましたら、 本当にあの幸いです。本当によろしくお願いいたします。うん、我々は自分の将来のために戦っていますから。うん、戦っているのは、その自分たちの故郷をまあ守るための。そのウクライナの皆さんにとっては戦いなんだということですかね。 ビタリーさんがその先ほどその兵役の話でその兵役には精神的な準備が必要だとううおっしゃってすごくそれが印,象的に印象に残るんですけれども今、ウクライナの社会皆さんが直面しているそういう現実、選択厳しい状況というのは少なくともすべての国の人がその現実を共有すする必要がありますねキーウ在住の日本語通訳ジガルコビタリーさんに伺いました。 ベタリーさん、今夜もどうもありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。はい、いつも感謝いたします。ありがとうございま,したいます。どうぞね、気をつけてお過ごしください。ありがとうございました。えー、その中ね、フルの賢治さん、戦時中なんだな。番組に投稿できる世の中、どれだけ平和なんでしょうというつぶやき、その通りですね。 1> 1時27分今朝の聞きたいスタジオにはネットや SNS の動向に詳しいダイヤモンドオンライン編集員の神場涼介さんに来ていただきましたおはようございますおはようございます東京は雨気温17.7度ですが神場さん半袖 T シャツはい神場さんにはですね毎回ネットで今一番気になる話題を独自の視点で掘り下げていただいてるんですけれども今日のテーマ気になるテーマなんですかはい 暴走が相次ぐ、詩人逮捕系ユーチューバー。について考えてみたいと思います。うん、ちょっと待ってください。初めて聞いたんですけど。うん 詩人逮捕系ユーーーチュバ詩人というのは私の人と書きますが一般の人のことですよね一般の人は逮捕されるこれは逆で<え>一般の人が逮捕しちゃうっていうことなんですね。え警察じゃないいどういうことですかこれはですね加害者とされている人物を追い回したり、うん、捕まえたりして説教をして<え>、まあ、警察に突き出すまでの様子を動画で公開すると。 で具体的にはまあ痴漢であったりチケットの転売であったり身近な犯罪とか不正行為をこれまあ真実かどうかは別にして撮影した上でそれを YouTube とか X 旧ツイッターに投稿しちゃうというそういう YouTuber がいて世直し系とか自警団系パトロール系 YouTuber なんていうふうにも言われてるんですが中には数十万人を超えるチャンネル登録者数を持っている人もいるんですよね、はい。これドッキリ映像ではなくて実際に、うん 誰かを捕まえたり警察に突き出すすわけですよね、はい、具体的にどんな動画が投稿されてるんですか、はいえー、ある詩人逮捕系 YouTuber は8月に3時間以上駅周辺を徘徊している人は問答無用で警察に引き渡しますというふうに X に動画を投稿しました、はい、でこの動画の中で YouTuber らは通りすがりの女性を見ていたという男性を多人数でこう、えー、取り囲んで質問して、えー、迷惑防止条例違反犯罪ですよ 不審者なななのは間違いないなどと指摘で、まあ、盗撮はしていないというふうにしどろもどろで否定している男性を不審者なんでというふうに言って交番に突き出してるんですねまさに問答無用の形ですすねねおっしゃる通りなんです、ねまあ、ただ女性を見ていたことが何の罪に該当するかというのは不明なんですけど、はい、まあテロップには容疑者というふうにはっきり出ていて、えー、モザイク姿ではあるものの男性の姿もしっかり映されちゃってるということなんですよね。はい でこの動画は X で3600万回以上表示されていて<お> YouTube でも20万回近く再生されてるんですよねそんなに見られてるんですか。 で他にはどんな投稿がありますかはい、別の詩人逮捕系ユーチューバーは、はい、人気アイドルのコンサート会場付近で女性がチケットを不正販売したと不正転売したということで、ええ、え女性を追いかけ回す動画をアップしていますうんでこのユーチューバーは先月 X に、えー、タクシーに乗って逃げる美人転売ヤーを詩人逮捕と動画を投稿。 で、動画のユーチューバーらは、えー「ふざけんなてめえ!」というふうに女性に罵声を浴びせてタクシーに乗ろうとする女性をこう、乱暴に掴んで腕を引っ張って犯罪者降りろという,ふうに叫んでいます。 で映像には女性が痛い、やめてというふうに訴えて<ー>え男たちから逃げ惑う様子が生々しく記録されてるんですね。はい、でこちらの動画も X で3300万回以上再生さされれててるる表示んですねまあそのチケットの不正転売事実であればいけないことでありますけれども、うんはい、それに対しての行為というのもちょっと行き過ぎてるようにも、ねうん、感じますがその私人逮捕そもそも一般の人が勝手に というか、逮捕していいんでしょうか。はい、えこ、ー、れ憲法三十三条では、現行犯逮捕以外には、司法の逮捕令状が必要だというふうに定めてるんですけれども。はい、逆に言うと、現行犯逮捕の場合は、令状なしで、私人、えー、まあ、一般人でも逮捕できるんですね。うん、で、刑事訴訟法の二百十三条にも。 現行犯人は何人でも逮捕状をなくしてこれを逮捕することができるというふうに書かれているんです。ということは現行犯であれば法的には私人が逮捕するというのは認められる行為そういうことなんですね、まあ、じゃあ、現行犯って何ですかということなんですけど、えー、これも、えー、係訴法に規定されてまして、えー、現に罪を行い、または現に罪を行い終わったものっていうのが現行犯で。うん まあさらにですね犯罪が終わって間もないことが明らかで、えー、万引きだ、泥棒だというふうふに言われて追われていたりあるいは、えー、盗品とかね犯行に使ったとみられる凶器を持っている、はい、もしくは、えー、体や衣服に血がついているなど犯罪の痕跡がもう顕著であるとあとはまあ呼び止められて名前を問いただされたときに逃走しちゃうといった場合にも現行犯とみなされるというふうに書かれています。うまあ、こうししたた法律のの規定に照らした場合その 詩人逮捕系ユーチューバーのような行動は許されるんでしょうか。 あこれかなり危ういですよねうんうん先ほどの、ね、女性を見ていただけの男性を連行したケースもそうですけど、はい、そもそも刑事訴訟法上の私人逮捕常、えー、人逮捕に当たるのか疑問が残りますで。犯罪を行ったことが明らかであるとか、まあ、犯罪から間もないといった部分があやふやなまま他人を拘束するとユーチューバーの方が逆に、えー、逮捕監禁罪に問われる可能性がありますしあ、はい、まあ無理やり謝罪させたり警察に連れて行ったりということが、うん、まあ強要罪にもなりかねないんですよね。 でこれで怪我を負わせれば傷害罪になりますし、うん、プライバシー侵害とか名誉毀損で民事上の責任を問われるリスクもあると私人逮捕系ユーチューバーがやりすぎて逆に逮捕されちゃうということになってもおかしくないかなと思いいます、うんまあ、いわば暴走する私人逮捕系のユーチューバー何がそうした行動へと書き立てるのか懸念されることその対策この後考えていきます。<music> 今朝の聞きたいダイヤモンドオンライン編集員神場亮介さんに聞いています。<laughs> 相次ぐ詩人逮捕系 YouTuber のまあ暴走ということです。うん、どうして起きてしまうと考えますか。はい。SNS とか YouTube はアテンションエコノミーの世界なんですね。 まあつまりアテンション、注目こそがお金に変わるということで、X ではね最近、インプレッション、表示回数に応じて、投稿者にも広告収益がえ分配されるようになりました、見られれば見られるほどお金がチャリンチャリンに入ってくるということですよね、そしてまあ直接フォローしてなくても、ですねインプレッションの多い投稿っていうのは、優先的に表示されるようにもなってきてるんですよ。 でまあ、ある詩人逮捕系ユーチューバーは X で、はい、ぶっちゃけ詩人逮捕は脳汁出て気持ちいいし動画が回って金になるまさか正義ごっこがこんなに気持ちいいとはなというふうに発言してるんですね。そういうい動機 があるわけですね、まあ、プラットフォームがこうした投稿を野放しにして、えーまあ、手段を問わない注目集めだったりとかネット死刑、まあ、これは私による刑罰ですし、いわゆるリンチ、ね、リンチですね、すねネット死刑が広がってると、まあ、そしてまあ、ね、見ていて不快だとかやりすぎだとかうん、うん、正義を履き違えているとか、まあ、何の原理があってやってるのかというふうに批判する声が大半ではあるんですけど、えー、一部には、スカッとした、よくやったというふうに称賛する人もいるんですよね。うん、えーまあ ドラマであれば完全懲悪で、ねうん、あれですけどもこれドラマじゃなくて実際のことですからねそうなんですよね、まあ、怒りとか不満のはけ口を求めるような鬱屈とした空気っていうのがやっぱりネット上に充満していて、ええ、まあ何でもいいから怒りたい発散したいっていう人たちに対して私人逮捕系ユーチューバーがこうエンタメ賞としての世直し動画を提供して火をくべていると、ええ、まあ僕はこれまるで怒りの日替わり定食だなというふうに思うんですよね、ええ 光の日替わり定食ですか、その表示の回数はね数百万とか数千万、うん、これ、でもちょっとなんか怖いようなそうです気もしますがす、ねうん、やっぱり一番懸念されるのって冤罪だと思うんですね、はい、で刑事司法の大原則は疑わしきは罰せず、えー、推定無罪でなければいけません。うん 10、えー、人の真犯人を逃がすとも、ええ、1>, 1人の婿罪のない人を罰するなかれという有名な言葉があるんですけれども、はいえー、人が人を裁くわけですから間違いが絶対あってはいけないとだからこの推定無罪の原則がねね適用されます、ね、はいそう痴漢冤罪をテーマにした周防正行監督の映画「それでも僕はやってないの」冒頭にもね 先ほどのメッセージが出てくるんですけど、詩人逮捕系ユーチューバーがやってることって全く逆で、まあ一人か二人、冤罪が出たとしても、真犯人を捕まえればええやろというようなノリなんですよね、一人一人のこう自由を奪って拘束すると、罪に問うことの重大さを認識していないか、軽んじてるようにも見えちゃうんですね。 でそしてこれはね実はマスメディアもひと事ではないと僕は思っていて、はい、まあ僕自身も、えー、大手の、ね、新聞社にいて事件取材もしたことがありますから、えー、自戒を込めてですけれども、まあ、容疑者の段階で犯人と決めつけるような犯人史報道というのをガンガンやって、まあ、不起訴とか無罪になっても名誉回復が十分になされないというケースがこれまでにもありましたなので、私、まあ、人逮捕系ユーチューバーがやっていることって実は劣化版のマスコミであって、まあ、メディアの鏡映しのようだなという,ふうに言えなくもないんですよね。 ですから、まあ、ネットのやつらがバカやってるじゃなくて、ええ、対岸の火事じゃなくて、まあ、メディア側もです、ね、これを機に襟を正していかなきゃいけないのかなという,ふうな気がします。 ね、死刑が横行しちゃうと社会の法的な安定性が損なわれますし、えーえー、ただね、ねこの流れ自体は今に始まったものじゃなくて2019年に起きたあの常磐道のあおり運転事故、はい、この時に、えー、容疑者の車に同乗していたガラケー女だというふうにデマを流されて、えーえー、誹謗中傷の被害が、ね、殺到した女性がいらっしゃいましたけれども、はいえー、そうやってネット空間の内側でこれまで起きてきたネット死刑というものが。うん 私人体法系ユーチューバーたちの手によってネットの外側、えー、現実にまで溢れ出してきているっていうのが今なのかなというふうに思いますねネットの外側、ね、これあの、なんて言うんでしょうかまあ罪のない実際には罪のない人たちがネットの中だけでなく、うん、現実の世界で直接こう追い詰められ冤罪すら引き起こしかねない事態ですよね。 カンバさんはどういう対策が求められるとお考えですかそうですすかそうねユーチューブを運営しているグーグルは、うん、まあこういった晒しとか脅迫っていうのは禁止しているんですけれども、はい、実際には多くの問題動画が放置されている状態です <laughs> そして、まあ、イーロン・マスク体制になってからの X、ええ、旧ツイッターも、まあ、不適切投稿への対応がまあ全然行き届いてないんですよねで、まあ、個別のユーザーがっていうよりも、ええ、プラットフォーム全体としてもう投稿の質よりも表示回数インプレッション稼ぎばかりを追い求めているようにも見えてしまいます、うん で冤罪を生みかねないね問題のある投稿はこうバンする、えー、禁止するとか、あるいは広告を付けることをやめるといったねプラフォー側の、プラットフォーム側の迅速な対応が必要なんじゃないかなというふうに思います。うん あとはやっぱりその例えば現実の痴漢対策としてね車両内に監視カメラをつけるということも選択肢かなという,ふうに思いますし、うん、いや警察は全然動いてくれないんだよというような誤解が広がってしまうと、まあ、ある意味、こう私人逮捕系ユーチューバーが台頭する口実というかね隙を与えてしまっている面もありますから<ー>もちろんねこれ、まあ、限られた陣容とか人員配置が、ね、医ね,、えー、ね、予算の中で警察の皆さんも精一杯頑張ってらっしゃって,て大変だと思うんですけれどが、えー、市民目線でねしっかりと取り締まりに動いて いいいいたただきたいなとううふうに思いますしまあこれからですよ、あまりにもその極端な形で、私人逮捕系 YouTuber が暴走していったときに、私、はい、人逮捕系 YouTuber 自身がこう犯罪行為に及んでしまうというような、そういう場面も想定されるので、まあもしそういうことがあればね、そちらにもしっかり捜査の目を光らせて、対応していただきたいなというふうに思いますね、はい、聞いてらっしゃるリスナー、皆さんはどのように。 考えるでしょうか、えー、今朝の聞きたいここまではダイヤモンドオンライン編集員の神場亮介さんに聞きました神場さんにはこの後八時台にもご登場いただきます時刻は間もなく七時四十分になるところです毎朝ここに注目です 相続した不要な土地を国に引き渡すことができる制度が4月に始まり法務省は昨日初めて2件の土地を引き取ったと発表しましたどんな制度で今後の課題は何か担当は清永聡解説委員ですおはようございますはいおはようございます国が土地を引き取る制度改めてどのようなものなんでしょうかははい、えー、この仕組みは相続土地 国庫貴族制度といいます、4月下旬にスタートして、今月で半年です、相続したものの利用も売却も難しい土地を国に引き渡すことができるという制度です。うんまあ、土地を相続したものの困っているという話は聞くことがありますね、はい、ただし、ですねこの制度いくつも条件があって、そう簡単ではないんですね。どんな条件ですか、はいえー、例えば 土地の上に建物がないこと。うん 危険な崖がないことローンなどの担保になっていないこと権利関係に争いがないことなどですそうしますと家があったら壊してさらちにしないといけないということですねそうなんですね建物は引き取ってくれないんですねはい土地だけですで、しかもですねお金も必要なんですねああ土地をあげるのにお金も払う必要があるとそうなんです、ね、どのくらいかかるんでしょうかはい、えー。原則で二十万円 市街地の宅地だともっと高くてです、ね、100平方メートルでおよそ55万円になります。うん えー、市街地の宅地や森林などは面積に応じた額になってます、うん、これはですね国に戻される土地が増えてしまうとまあ、管理が新たな国の負担になるわけですね、うん、まあそこで負担金に加えて要件を厳しくして1件ずつ審査しているわけです、うん、でそれとあの土地を引き取るということはその土地に固定資産税がかかっていれば税収も失うことになる、うん、まあしたがって負担金はですねおおむね10年分の管 管理費にあたる金額として算定されているそうです。はい、4月に始まった制度ですけれども、これまでの実績はどうなっているんでしょうか？はい、えー、法務省がですね。8月末でまとめたデータがあるんですが、全国の相談件数は14000件。うん、ただ申請件数は885件。うん そして冒頭にもお伝えした通り法務省が昨日初めてですね先月2件の土地を引き取ったということを発表しましたこれいずれも富山県内の宅地だということです、うん、ただし相談件数からするとこれはまだまだごく一部です、ねうん、そうですすねねそう今後、制度を利用しやすくするためにはどういうことが求められますか。 はいあの要件とか審査があまりに厳しくなれば、まあ、管理されないまま宙に浮いた土地が増加してしまいますでそうなると地域が荒れ果てて国土の荒廃につながります、えーまあ、積極的に引き受けたくないという国の立場も分かるんですが今後は地域を守るという視点から利用しやすい制度にしていくということが求められます。うん これまでですね土地といえば財産でしたしかし過疎化と人口減少で利便性の低い土地は、まあ、どうやら財産ではなく不要なものになりつつあるようです。はい 引き取ってもらいたい土地があるという人はどこに相談すればいいでしょうかはい、えー、最寄りの法務局で対応しています遠い土地の話でも無料で相談に乗ってくれるということですまずは問い合わせてあらかじめ予約相談の予約を取ってほしいということでした毎朝ここに注目清永聡解説員に聞きました続いて海外の動きに目を向けますワールドアイ田中キャスターです 今朝の話題は海外メディアの報道チェックですまず昨夜から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースですまずアメリカですアメリカ政府の新年度予算案をめぐって共和党内で対立が続く中議会会員は共和党のマッカーシー会員議長の解任同義を可決しました アメリカメディアは会議長の解任同義の可決は歴史上初めてだと大きく伝えていて議会の混乱に拍車がかかっていますアメリカ ABC などが伝えていますそして次はカリブ海の島国ハイチですギャングによる殺人や誘拐が相次ぎ国連の報告によりますと今年に入って8月半ばまでに少なくとも2439人が殺害されたということです 国連の安全保障理事会は治安の回復を支援するため各国が部隊を派遣することを認める決議を採択したということでスペイン TVA などが伝えています。そして次は タイバンコクの大型商業施設で2人が死亡し5人が重軽傷を銃撃事件があり警察は銃を持っていた14歳の少年の身柄を確保しました、えー、日本人など多くの外国人旅行者も訪れる中心部での銃撃事件にタイ社会では衝撃が広がっています 警察署長官の話として容疑者は警察署に拘留されているんですが一貫性のないことばかり話しているということで、えー、頭の中の声が打てと言ったと話しているということですそして次はアルメニアです、えー、ナゴルノカラバフをめぐる戦闘で敗北したアルメニア 同盟国ロシアが役割を果たさなかったとして不満を強める中でアルメニアの議会はウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアのプーチン大統領に対し逮捕状を出している ICC ・国際刑事裁判所の加盟に必要な規定を批准したということです。ドドイイツののセット F ななどが伝えていますででは今朝の気になるニュースあのインドネシアで おととい開通した高速鉄道についてですこのニュースシンガポール CNA は当初の計画より4年遅れで東南アジア初の高速鉄道が開業を迎えたと伝えています課題とともに伝えていますのでご紹介したいと思いますこの鉄道なんですが首都ジャカルタと、まあ、主要都市バンドンの間およそ140キロを結ぶものですでこの日インドネシアのジョコ大統領が始発駅で開業を宣言しました で車両の形を見てみますと新幹線のように先がこう細長くなっていてですねで、上に赤いちょっとラインがついているんですけれども、えー、これはですねあ、シルバーなんですね色が CNA によりますとインドネシア固有のトカゲコモドオオトカゲをモチーフにしているということです。 で設計上は420キロまで出せるということですけれども安全上の理由から、まあ、当局が承認したのは最高速度350キロということです。まあ、ちなみに日本で一番速いのは東北新幹線はやぶさの320キロですよね。でこれ、バンドンまであのこれまで3時間かかっていたのが30かか分で行けるようになるということなんですね。 まあこの鉄道なんですけれども日本との激しい競争の末に、まあ、2015年中国が建設を受注しましたで開業当初の予定より4年遅れさらに中国側はインドネシアにあの国の財政負担が生じない案を提案していたんですけれども 結局建設費が膨らんでしまったために財政負担が生じているということです、まあ、ジョコ大統領は式典であのこの経験は高くつくけれども非常に貴重なことで恐れる必要はない生産コストや事業費も時間の経過とともに減るはずだと述べたということですで CNA ではいくつか課題を指摘していますでまず一つはですねバンドンの駅なんですけれども街の中心部から離れて いで郊外に作ったんですねですからジャカルタから40分で行けるんですけどもそこからバンドンの中心部まで鉄道の連結が今はないということで、えー、CNA では1時間かかることもあるということですまあ、40分で行けてそこから1時間もかかるってのはちょっとやはり批判の声が上がっていると報じていますまあ、今後その接続をどうするのかっていうのは課題になっていると だからもう一ついかに利用者を確保するのかという課題もあります。で今実はキャンペーンで運賃無料期間。 10月半ばまで延長しているそうなんですけれどもこのあと運賃が発表されておそらく10ドル台後半16ドルぐらいじゃないか普通運賃ですねいい席だともっと高くなるということで庶民にはまだ高いので簡単に手が届かない金額になりそうだとですから通常の鉄道とか車の代わりに利用してもらえるような工夫が必要になってくるだろうということです。 でこの高速鉄道現在はバンドンまでなんですけれども将来はあのジャカルタから700キロ離れたインドネシア第二の都市スラバエまで延伸することが検討されているということであのインドネシアのブディ運輸省は NHK のインタビューで中国に限らずアメリカやヨーロッパそして日本など広く外国と連携して開発を進めていきたいと述べているということです。以上今朝のワールダイでした ここからは、七時台に引き続き、ダイヤモンド・オンライン編集員・神波良介さんに加わっていただきます。神波さん、よろしくお願いします、よろしくお願いします。先ほどあの、まあ、暴走ともいえる行為が相次ぐ。詩人・逮捕系 YouTuber についてお話をいただいたんですが、ここからはですね。やはり、最近、ネット上で大変話題になっている問題について考えていきます。私たちの身近に潜む危険と深く関わっている、ということなんですけれども、どういう問題ですか？これは。 ドドコモのドメイン流出問題なんです通信会社大手ドコモのドメイン流出でまずそのドメインって何かなっていうのは、うん、漠然と分かっていても説明できない方もいらっしゃるかもしれません。うん、これ、うん、ドメインって ドメインはインターネット上の住所のようなものなんですね、はい、ウェブサイトであれば h t t p s ルスラッシュ」の後の部分うん、うん、でメールアドレスであれば「以下」がドメインになります、はいでまあ、膨大な、ね、情報がネット空間あふれかえってますけれどもそこで自分が欲しい情報を見つけて、うん、え情報を取りに行くためにドメインという住所が必要になるんですね。えー でネットにつながっている全部のコンピューターには IP アドレスっていうその固有の番号が割り振られています、うんはい、ただ人間にとってはこの数字の羅列だけだとどうしても分かりづらいですので、えーえー、IP アドレスを馴染みのある言葉などに置き換える必要があるでそれがドメインなんですねでま祭りの部分がット j p であれば ジャパン、<Japan> ああまあ日本のドメインであることを示しています。はいすね、これトップレベルドメ,インドメインというんですけれども、<ー>で、まるまるドット C.O. ドット J.P. であれば企業のドメインであること、うん、カンパです、ね、はい。で、まるまるドット A.C. ドット J.P. なら大学、うん、で、まるまるドット G.O. ドット J.P. であればガバメントですから政府機関のドメインだというふうにわかるようになってるんですね。はい、そのドメイン、えー、っとドコモでしたよね。どんな問題が起きたんですか。はいえー、N.T.T. ドコモが2021年に終了した電子決済 サービスドコモ口座のドメインドコモ口座 .jp がですね先月 GMO インターネットのドメイン登録サービスお名前ドッ .com でオークションにかけられたんですえ企業のドメインがオークションにかけられたこれねすで、まあ、に終わったサービスとはいえですね、はい、よからぬことを企む第三者の手に渡ってしまうと、うん、フィッシング詐欺などに悪用される恐れがありますでしかもですねドコモ口座は金融系のサービスで、えー、2020年にはですね 不正出品で総額二千八百五十万円もの被害が出てるんですね。<ー>なので、まあドコモ口座のドメインがまあある意味こう流出してしまってるっていうことが発覚した段階で、<ー> S.N.S. 上にはですね、第二のドコモ口座事件が起きるんじゃないかとか、<ー>いあまりにもずさんだといったような懸念の声が広がったんですね。<ー>で、そのオークション結果はどうなったんですか。はい、読売新聞は関係者からの情報として<ー>出品に気づいたドコモが<ー>第三者による悪用を防ぐため 約400万円で落札し、<あ>ドメインを取り戻したというふうに報じてるんです流出したものを400万円も支払って買い戻した。で、まあ、ドコモの広報は、えー、読売新聞の取材に対して、社内の不手際で権利を手放してしまったが、うん、現在は当社の管理下にある、ご心配をおかけして申し訳ないというふうに説明してまして、まあ、この一件を受けて、うん、自社のドメインについて点検作業を進めるということです。うん でもそもそもどうして会社のドメインが勝手にオークションに出品されるなんてことはね,、うん、ねあるんですか？そこね、えー、疑問抱く方多いと思うんですが、まあドメインを維持するためには通常年に数千円程度の更新料っていうのを支払う必要があるんですね。はい、で更新しないとドメインは廃止されるんですけれども、<got> そうすると第三者がそのドメインを登録することができるようになるんです。ああ、まあドメインはインターネット上の住所というふうに初めにありましたけれども、うん、まあつまり住んでいる人が家賃を払 払うのをやめて退去をすると別の誰かが住めるようになるといううな感じでしょうかねその例えは分かりやすいいと思はいで、お名前ドットコムには、えー、ドメインの事前予約サービスというものがありまして第三者の登録したドメインが期限を迎えたんだけれど更新されなかった、うん、という場合には、うんえー、一般登録ができるようになったタイミングでそのドメインを自動取得するというサービスがあるんですね。うん IT メディアというネットメディアが、えー、取材しているんですけれども、まあ、この事前予約サービスでドコモ講座 .jp を注文したユーザーが複数いたためにどうもオークションにかけられたようだというふうに推察しています、うん、名前の通ったドメインというのは、えー、廃止された後も、まあともヤフーとかグーグルなどの検索エンジンの評価が高いんですよね、えー、だから、えー、そこからのアクセス流入が期待できるということで高い値段がつくんですあ,<ー>、まあ、ある種の検索エンジンハックなんですけれども、うん しかもその上、ですね今回のように金融関連のドメインであれば、うん、詐欺サイトとかフィッシングなどに誘導してパスワードだったり暗証番号を抜き取るというような悪用もしやすくて悪人にととってもこう利用価値があるっていうことなんです確かにドメイン見てこう信用しますもんね。ね 実際に利用しているとか聞いたことがある、ねうん、ところだと、ね、ついつい騙されてしまいそうですよね。一文字違いとかあるんですけど、うん、それが一文字も違わない本物だとしたら、ねね、迷惑メールできた時にクリックしちゃうという人もいると思うんですよね、はい、他にも何かそういう例はあるんですかまあ実はですね国のドメインも流出してるんですね。国のものもまではい 厚生労働省の新型コロナ関連サイトで使われていた COVID19-info.jp というドメインが先月やっぱりですねお名前ドッ .com のオークションにかけられて、うん、322万4400円という高額で落札されています。国のドメインが ままあ、ま第三者に渡っってしまったそうなりもともとは外国人向けの多言語対応の相談窓口のサイトだったんですけれども今年5月に5類以降を受けまして URL の使用を終了して、うん、で厚労省はこのドメインについて6月1日以降は、えー、厚生労働省の事業とは全く関係ありませんのでご注意くださいというふうに呼びかけているんです。はあ やっぱりね、国のドメインですからね、うん、どう使われるのか心配になりますすよよねねそうですよ、ね、厚労省を装って詐欺サイトに誘導したり<や>あるいはまあ、ね、<わ>コロナに関してあることないことをご情報だったり陰謀論の発信に悪用されちゃう,っていうことがないのかなというのは心配ですよね。まあ一体どういう管理をしているのかということとかあるいは政府機関なのになぜ go.jp を使ってないのかという疑問も残るんですけれども。 日経新聞は GO.jp は厳格な運用が必要負担を軽くするために汎用ドメインを使った可能性もあるというえ日本ネットワークインフォメーションセンターの見方を伝えていますこうした公的機関のドメインを狙う側からしたらメリット大きいんでですすよねねそう信頼性が高くて多くのサイトからこうリンクを集めている公的機関のサイトっていうのは、はい 検索エンジンでも上位にランクされやすいんですそれだけに悪用のリスクも高いとということなんですね、うんうん、カンバーさんも取材をされたそうですね、はいまあ、少し前ですけども私が2018年に取材したケースでは、まあ、内閣府のサイトからアダルト系のサイトに飛んでしまうというトラブルがありました、えー、まこれ非常に真面目なシンポジウムのはずだったんですけどのサイトだったんですけど、えーえー、クリックするとなぜかポルノサイトに飛ばされちゃうということで。 まあ電話したときに担当者も慌てていて、うん、もう指摘されて初めて気づきましたすぐ直しますというふうふに話してましたけれどもうん、うん、やっぱりその特設サイトの運営を外部に委託した結果<ー>その企業がドメインを手放してしまってこういう事態になっちゃったと。<ー> <laughs> といいうことみたいですね、まあ、他にもですね、えー、神戸市立須磨海浜水族園が、まあ、5月末に閉園してるんですけれども<ー>そこからそのオンラインカジノに誘導する偽サイトに悪用されちゃったといったケースもありまして<ー>、えー、偽サイトにはですねカジノゲームをプレイすることで神戸市立須磨海浜水族園に行ったかのような気分を味わうことができます、ね。<ー> <laughs> 言ってのかななみたいな感じですけども水族館って私たちの身近なね本当にところでもなんか本物のドメインだからそういうユニークなイベントやってるのかなっってちょっと勘違いするかもねうん勘違いするね勘違いれますよねいるかもしれませんよ、ね、これは、ね、朝日新聞の報道によると、うん、この水族園は2020年に指定管理者が変わっていて、うん、旧管理者がドメインを手放しているんですね、うん、まあこれがどうも第三者の手に渡ったようだということですドメインを流出した側の信用も問われますし、はい、私たちも詐欺やフィッシングなどにこう誘導される理由 リスクもあって、防ぐ手立てってないんですか。えー、IT メディアはお名前ドットコムを運営する GMO 側にね、その点を正してるんですけれども、うん、GMO は次のように回答しています。<っ>お客様がどういう目的で取得するかなど踏み込んでお客様を審査することは基本的にない。うん 弊社としてこれは悪質な利用の恐れがあるこの文字列は問題があるなどの価値判断はどこで線引きするかも非常に困難であり基本的に行っていないというふうにつまり今の状況を変えることはないといととうことですねまあ場所を貸しているだけのプラットフォームだからということかもしれませんけどんやっぱり企業としての社会的な責任がありますからえ悪用リスクが高いものに関しては例えば元のドメインの所有者に事前確認取るとかねそういう対応できないかなという,ふうにも僕は自身は思っちゃったんですけどただねそれでは やっぱり根本的な解決にならないというふうに指摘されている専門家もいます、うん、え企業などの検索エンジン対策を手掛けるソラの代表辻正弘さんは X でこういうふうに指摘してるんですね <noise> 期限切れドメインの取得について規制や仲介業者への指導を求める声もありますがそれは間違い、うん、それをしても海外の悪質な業者にドメインが渡りやすくなって法を無視する悪用が増えて被害が悪化するだけというふうにおっしゃってるんです、うん そうするとどうすればいいんでしょうあのね辻さんはドメインとペットは最後まで世話する覚悟を持つという考えを周知徹底するしかないというふうにおっしゃってるんですねドメインとペットはい、はい もうどうしてもね、ペット、あのドメインを放棄しなければならない場合は、うん、全部情報削除した上で。うん、まあ十年とか長期間、あの放置した上で、ドメインを手放すことで、リスクを減らすことができるというふうに辻さんは指摘してるんですけれども。うん、やっぱりね、最後まで世話できないドメインは、最初から取得しないということが大切かなと思いますよね。あと管理できないドメインをむやみに増やさないということですかね。うはい。はい。わかりました。ここまで、神場良介さんに聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 今朝のおコメンテーター経済学者で上武大学教授田中秀富さんです 田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。涼しいですね。そうですよね。今日はあのお迎えのタクシーさんに乗ったらですね、私あの暑がれなんですよ。はい。で、あのクーラーをですね、いつもあの強めに。夏場もね、ええ、してたんですけど、そのモードのまんまだったんで。かなりですね。ガタガタ触れちゃって。ドライバーも、ね、タクシーの、あの運転手さんもですね。ただで先生は、あの暑がりだから。これちょっと冷やしとかないとなって、思ったんでしょうね。 それがですね、ええ、逆に,ね<面>に効いちゃって <laughs> 本当にマジで寒くてですね、ええ、歯が合わないぐらいのです、ね、寒さで <laughs> これはですね、ええ、エアコンの寒さもありますが、はい、何か別,な別種のですね<え>寒さがあるんじゃないかなと。はい ともかくですね文化放送にですね申し訳ないけど期待してもだめなんで岸田さんにぜひですねとりあえず私だけでもいいんで元気ください。私だけでもって言わなきゃよかったのに今みんな欲しいんだから、みんなそうです、そうじゃないですよ、みんなでもね、今、一点合ってるところがあって文化放送には期待してい。 悲しい,いやいや、それはやっぱり国に期待した方がいいですよ。<laughs> <国に S 2> そうですねぜひで,ですね、本当、減税含めてね、<はい S 2> しっかりね、やってほしいですよね。<えー S 1> えー 減税っいうのは大義であるみたいなことを話した方もいらっしゃいますしれ解散の大義だみたいなことを言っておかしいじゃないですか、減税なんかね、国民問わなくてもね、みんな喜ぶに決まってるんで、だって、増税の時しっかり問ってくださいましたかみたいなね、なんか消費増税しませんとか言ってね、テヘペロで消費増税したね政党が、なんか、今、ありましたね、10年ぐらい前に。 おかしいですよ。あれね。ね本当。ね さて昨日はですねこの記者会見注目されましたジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏による性加害問題をめぐりジャニーズ事務所は都内で会見を開き事務所の名称をスマイルアップに変更すると発表しました被害者の保障に専念して保障後は廃業するとしましたでこれまでに325人が被害を申告して保障を求めているといいます タレントのマネジメントなどについては、新たに会社を設立すると、そちらの方が担うとしています。日本のエンターテインメント業界で絶対的な存在だったジャニーズ、この会社の名前が消えることとなります。 会見には社長の東山紀之氏と所属タレントでジャニーズジュニアを養成するこのジャニーズアイランドの井ノ原快彦社長弁護士2人の全部で4人が出席しましたまあ、昨日の記者会見には藤島ジュリー恵子前社長は出席しませんでしたまずは田中さんこのジャニーズの社名が消えるこれはどうでしょう まああの前回のですね記者会見以降、この社名を、性加害を行った本人の,ねあの名前を残すということで。 非常にこの社会的にも批判を浴びましたよね。えー、で大企業を中心にやはりこの国際展開をしているような企業がですね、やはりそれはちょっと認められないということでスポンサーを降りていくっていう動きがですねかなり加速しましたので、えーえー、今のこのジャニーズ事務所側もその批判をですねまああの受け止めて、はいえー、今回のね対応になったと思うんですよね。はい、これ自体はいいと思いますよ、はい。でこれ会見について芸能人の権利を守るその取り組みを行う団体の弁護士 ジャニーズという名称を変えることは被害者のフラッシュバックを防ぐためにも 当然の対応だ。まあこういうふうに評価をしたとも聞いています。で、このスマイルアップに解明した後も、えジュリー氏が100%えこの株主のままですね被害者にこう超えた保証、まあこれを行っていくとも聞いているんですけれども、まあ現状の資産数百億円以上と言われています。まあジュリー氏が100%株主のままということについては、これは田中さんいかがでしょうか。えっとまあ昨日のですね。 はい、この記者会見の,この、えー、ジュリー前社長の,この発言を踏まえると事業者奨励税制というんですか正確なのはちょっと忘れましたがそれの,この適用を受けていたのを、まあ、やめて、はい、であの税金をまあちゃんと払った上で、えで、ー、完全に、えーまあ、会社を清算すると、はい、いうこともです、ね、表明していましたし。まあ、あの まあどういうふうにです、ねそのえー、今のこのスマイルアップですかが保証をです、ね、行うのか、うん、その原資は一体どうなるのかとかです、ね、まだ分からないところが多いんですよね、うんでまあ、そういったところも含めて、まあ、今後、えー、これをまあ注視しなきゃいけないのかなというところでしょうかね社会的には、はい、ただまああの昨日の記者会見を善意に読む限りはです、ね、かなりこう、えーまあ、徹底的にこう保証を行っていこうかと。はい いうような姿勢はありましたし、まあ、あの、ジャニーズ事務所は、えーまあ、よく言われるように、年収が大体、まあ、わかんないですけど、あの、ええ、非常上場で、えー、公開してませんからね、あの、経理内容。まあ、そういったことを考えると、まあ、売り上げが1000億円ぐらいで、うん、資産もまあ、1000億円ぐらいあると、はい。いうことですから、まあ、それを活用すればですね、まあ、かなり、こう、まあえー、金銭的な保障っていうのはですね、 まあ、できるのかなという感じはしますけど、はい、まあそれと同時にやはりまあ一部で、ね、あの最近言われているのはこの、えー、性加害を受けた、まあ、被害者の人たち、はいえー、あるいはその関係者に対するですねパ、まあ、ッシングみたいなものがあってあ、はいえー、これがまああの問題だと、まあ、昨日の記者会見でも、ね、あのジャニーズ側が言ってましたけれども、えー、やはりそういった問題に対して、まあ、精神的な、ね、ケアも含めてですね 今後どういうふうに対応していくかこれも、まああのーまあ、注目の的になるんじゃないかなと思いますねまあこれは保証の受付窓口にこれまで478人から申し出があって保証を求めている人が325人、まあ、こういうこの数も発表されましたがこれまだまだその、えー、受付窓口に申し出ていない人もいるようですから性加害の歴史っていうのは、えー、その分かる範囲でいうともう半世紀 以上に及んでしまうので、はい、で、えー、受けた。あのまあ、当事者の方がですね。あの亡くなっていてで、その遺族の人たちがですね。代わりにとかですね。ーはーはーそういった。まあ、あのー、こともまあ、多分。 ある程度踏まえて、昨日のですの好意的にとれば、ジュリー前社長は法、まあ、をあの超えた、はい、あの対応をしていきたいというのは、そういった面も含めてであの対応するという視線なのかなと、全員的に、好意的に解釈すれば思いますけれども、まあ、そういうふうになると、かなりです、ね、これ、えー、保証が長期間に及んで、またまあ全貌がまだ分からないということだと思いますね。 個別にに契約を結ぶことになりますで新会社名はファンクラブからの公募で決めるということですが、まあ、この新しい社名め巡って批判があっても決めたのは会社側じゃないという逃げ道を作ることになる、まあ、こんな指摘もあるようなんですがこれは本当難しいですよね。はいえー まあ僕なんかはやはりですねアイドル研究やっててやはりこの不安側の心理っていうのもまああの大切にすべきものだとは思うんですがまあここまでねあのそういったもんあのジャニーズっていう名前がねえ何か心理的なもあの精神的なものをねあの被害者にもたらしてしまうというところまで考えてしまうとうんどうなのかなと。 いう気はしますよね。だからまあこれもま、え、あ、ー、事務所側の対応を少し待たないきゃいけないとあまり、えー、まあ感情的になってですね、いろんな問題を考えちゃいけないのかなっていうふうには思いますけど。はい、時刻六時十四分です。おはようテラちゃん。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀文さんです。ニュースピックアップこちら。日経新聞。 景況感改善、賃上げに期待。企業の景況感の改善が続いています。日銀が2日発表した9月の全国企業短期経済観測調査、まあ短観では、供給制約が解けて、円安効果が強く出ている大企業製造業だけでなく、訪日客増などで非製造業も改善しました。 大企業製造業の景況感を示す業況判断指数 DI は前回の6月調査プラス5から4ポイント改善してプラス9でした2期連続で改善です業況判断の DI は景況感が良いと答えた企業の割合から悪いの割合を引いた値のことですで特に改善幅が大きかったのが自動車国内乗用車メーカー8社の8月の世界生産前の年の 同じ月に比べますと0.7%増の202万台でトヨタ自動車は過去最高を更新スバルダイハツスズキの3社も前の年の同じ月を上回りました。 車載半導体などの部品不足が緩和し生産が戻ったためでこれに円安による業績の押し上げ効果が加わりますトヨタは対ドルでの1円の円安がおよそ450億円営業利益を押し上げます現在の円安水準が続けば日本企業で初の3兆円を見込んでいる2024年3月期の営業利益はさらに上振れすることになります足元の 円相場は1ドル150円に迫る水準まで下落しているものの、えー、今回の単管で各社が事業計画の前提にしている想定レートは全規模全産業で1ドル135円88銭でした、えー、円換算時の業績の上振れ、まあ、この余地は大きいとされていますがこれ田中さん自動車業界が傾向をこの牽引しているという感じなんですかそうですね、えー、まあ一つには、まあ、あのコロナ禍 そういったもので寸断されていたサプライチェーンがですね、はい、まあ完全に戻ってきて、まあ、僕なんかもですねあの最近、えー、新車を買わせていただいたのでああのそれで分かるんですけれども、えー、やっぱ今まで溜まっていた新車への需要がですね一気にこう加速してるということが<ー>まあなんか生活実感的にも分かって。 そういったことをまあ踏まえるとです、ねまあ、今まで溜まっていた需要が出ますから、はい、これまあ一時的にまあ伸びてるという見方もありますよね。はい、あと、まあえー、円安効果 えー、これがやっぱ大きいものになってきて、ええ、まあこれはかなりこう長期的にです、ねえー、日本の,この輸出産業全体をです、ねまあ、押し上げていくんじゃなかろうかと思いますが、はい、まあ不安材料としては日本銀行がこれかからどうなるかですよね今の円安っていうのをかなりこう問題視している動きっていうのもありますかし、ええ、また一方で今のこの短、ね、観なんか非常にこのいい成績を上げてますんで、はい、それをまあ踏まえて えー、過度に楽観視してですね まああの金融緩和をの手じまいをですね早めてしまうと、そうすると逆,逆風がまあ今の,ですねあの日本の,この製造業なんかは大体、円安効果にかなり依存しているところがありますのでこれがこう逆方向になってしまうとですねえ早めにこのえまあ景況感の良さっていうものがですね縮小してしまう可能性もありますのでまあ日本銀行の金融政策、かなりですねえ今後注目を集めるんじゃないかなとうう思いますね、はい。 そして今回の短観ではです、ね、企業の雇用人員の状況を示す雇用判断指数、まあ、これは人手不足に拍車がかかって大企業の非製造業でマイナス36、前回からマイナス幅が2ポイント拡大したといいますで、1992年2月以来の水準でして、また中小企業の非製造業はマイナス44と、マイナス幅、前回より1ポイント拡大しました。経済活動の正常化が が進んで外国人旅行者が増えたことで食食宿泊飲食などサービス分野の需要が高まっていますが、まあ、中小企業の間で働き手の確保が深刻な課題となっていることが、まあ、数字でも示されました人手不足の問題ですが田中さんこれ今後の景気にはどう影響してくるんでしょう,そうです、ね、特にあの中小企業の非製造業、はい、あの留学留学サービスであるとか飲食業、えー、そこではですねやっぱこう 人手不足からの,この人件費の高騰、うん、あるいはです、ねえー、さまざまなエネルギー関係の,この負担というものが非常にこう多くなってです、ねえーまあ、中小企業の経営にかなりこうまあ プレッシャーを与えていくんじゃないかなというところがまあ懸念されてますよね。と、うん、いうこと、まあ、大企業の方はなんとかです、ねまあ、あのコスト高を吸収することが可能だと思うんですが中小企業はなかなかです、ね、そういったエネルギーだか人件費の高騰そういったものを最終的なです、ね、あの価格に上乗せすることが難しいような状況があるんじゃなないいかなと思いますね、うんはい、時刻6時19分です。 時時刻6時31分です今朝のおコメンテーターは経済学者で常部大学教授田中秀富さんです。 東京電力ホールディングスは福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり風評被害を受けた漁業者らへの賠償手続きを始めました中国による水産物の輸入禁止で風評被害が全国に及び現時点で影響額は100億円規模になったとみられます輸出への依存度が高く資金繰りが厳しくなった事業者については通常の手続きとは別に緊急対応を行います 四十箇所に請求書を送りうち数箇所については賠償金を支払いましたで事態が長期化して賠償額は大きく増える恐れがありますこの賠償の動きなんですが田中さんこれはどうご覧になりますかそうですねまああの東電自体の、はい、まああの、えー、経営にはですねまあ この100億円程度の規模であればですね、十分この対応することができると思うんですが、はい、まあやはり問題なのはですね、この被害を実際に受けている、この漁業関係のですね、はい、方々が、まあこの風評被害が長期化するとですね、やはりこの経営体力的にどうなのかなという心配は確かにありますよね。ですので、まああの、 まあ、えー、県とかですね、あるいは国、えー、あげてですね、えー、大体的な、あの、販路を探すとかですね、はい、えー、まあ、風評被害対策っていうものをですね、ま、あ本腰を入れた方が、 入れていくっていう局面になっていくと思いますね。はい、で国内のホタテにも影響が広がっています。宮崎県の業者は鮮度の高い生のホタテを首都圏のホテルや高級料亭に供給してきましたが、え他の産地の中国向けが国内市場に出回ってえー、需給がダブついているというんですね。で再三割れの状況だと漁業関係者は苦しい胸の内を語っています。まあ、11月にはあやえーア の冬のこの漁期ですねが始まっていくんですが同じような状況にならないかが心配だまあこういう声が上がっていますうーんまあダブついてるってことなんですねそうですねいやそうなるとまああの市場のねあの原理で言うとえ価格が下がっていくとでそこでまあ再三割れをしてしまう事業者っていうのはやはりねあのー 苦しくくななっていくんだろうやはりここはねやはりこの民間の知恵も生かしながら、はい、先ほど言ったように、うん、あの他のです、ね、国に販路を拡大していくとかですね、はい、あるいは、まあ、違ったこの加工製品、えー、とかあの国内向けのです、ね、需要も、えー、まあ最近ホタテ丼であるとかですね、はい、いろんな、まあ、あの新しい食材がですね注目を浴びてますんで、えー、そういったところに、えー、国内のです、ね、需要の掘り,あ掘り下げていく っていうのが、はい、今後も重要になってくるんじゃないかなというふうに思いますねまあ各地な、ね、んとか応援しようとなんとかホタテフェアだとか、えー、あと寿司チェーンがねやっぱりホタテ メインでそうですよね、えー、僕なんかもホタテ結構好きなので、はい、あのぜひですね安くて質の良い、ねはい、ホタテ、えー、どんどん食べたいなって思いますねあと九州でも影響が出ているといいます大分県、2022年度に養殖クロマグロなどの中国への輸出額、まあ、これが2億と過去最多となりましたけれども、まあ、金融で実質的に輸出が停止したと、ここら辺もどうやってね。そうでですねも美味しい マグロもいただきたいんですよね。そうですね。ねはいはいえ、また後ほどお話を伺います。<music> 時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。今朝も色々ニュースが入ってきています。まずは速報からえ、スポーツですね。体操の世界選手権2日、ベルギーのアントワープで女子予選が行われ、日本は団体総合の4種目合計で8位となって決勝に進み、来年夏のパリオリンピック出場権を獲得したというニュースが入ってきました。 えー、そしてノーベル賞関係ですね、今年のノーベル生理学・医学賞の受賞者に、新型コロナウイルスのメッセンジャー RNA ワクチンの開発で大きな貢献をしたハンガリー出身で、アメリカ・ペンシルベニア大学の研究者、カタリン・カリコ氏、同じくペンシルベニア大学のドリュー・ワイスマン氏の2人が選ばれました。 でカリコシラは人工的に合成した遺伝物質のメッセンジャー RNA まあ、MRNA と書きますけれどもこれをワクチンとして、えー、使うための基礎となる方法を開発しましたで、このメッセンジャー RNA にはタンパク質を作るための設計図にあたる情報これが含まれていますで、これを人工的に設計し狙ったタンパク質が作られるようにして体内で機能するようにするとワクチンとして使うことができ まあこういうふうに期待されていましたがメッセンジャー r n a は人に投与すると体内で炎症が引き起こされるため医薬品に使うのは難しい、まあ、これが課題でした。 でカリコ氏らはこのメッセンジャー r n a を構成する物質を別の物質に置き換えることで炎症反応が抑えられることを発見し2005年に発表しましたえさらに置き換えられたメッセンジャー r n a を使いますと目的とするタンパク質が劇的に効率よく作られることを発見し医薬品として扱う上での大きな壁を取り除いたんですねでこの技術をもとに製薬会社がワクチンの 開発に乗り出し、新型コロナのパンデミックでは記録的な速さでワクチンの開発に成功したといいます。メッセンジャー RNA ワクチンの元となる技術、まあ、仕組みはですね、18年も前に発見されたものだった。まあ、だから早かったということもね。まあ,あるんう、ね、そうですよね。なんか、えー、あのパッと見はね、えー、今回のこの新型コロナのねパンデミックで、えー、まあ、ウイルスワクチンのねン、はい、あの製造に役立ったからということで、えー、なんかメッ 先のあの話で決まったように思いますけどね、ええ、もう18年もそうなんですねええ、まあこの技術の柔軟性他の感染症のワクチンの開発にも道を開き今後がんの治療などへの応用これも期待されているといいますさあそれではここからは田中さんにこのテーマで話を聞きます新たな経済対策減税は本当にあるのか 日銀が発表した9月の短管全国企業短期経済観測調査代表的な指標となる大企業製造業の業況判断指数が前回6月調査から4ポイント改善しました改善は2四半期連続ですで業種別では自動車が半導体不足からや柔らいで生産が回復前回から10ポイント改善しました 原材料高が一服した石油・石炭製品は20ポイント改善一方大企業非,非製造業も4ポイント改善して6四半期連続で改善となりました非製造業の業種別では小売りが7ポイント改善宿泊・飲食サービスが8ポイント改善レジャー施設などの対個人サービスは4ポイント悪化となりました、まあ、景気の動向について改めてこれ田中さんどうご覧になりますか 日銀のね、短観、まあ、これ、総じて、はいえー業、業績はですね、かなりこう改善していて、えー、まあ、いい数字ですよね。ただ、個人的に不安なのはです、ね、これをもとにして、おそらくこう日本銀行は、えー、先行きのです、ね、日本経済にかなり楽観的で、<ー>えー、楽観的で同時に、もう絶対、こうね、えー 将来的にですね、経済状況が好転するんだと、で好循環になるんだという確信を強めているんじゃないかと、はい、いうところがですね、まあ個人的には非常に懸念してますね。えー、昨日あの発表された日銀のこの間のですね、政策決定会合の主な意見というものが結構話題になってるんですよ。はいえー、どうしてかというとそこにはですね、今この多分こう日銀短観でいい数字が出てるんで、えー、これをもとにしてですね、来年の1月か3月期に3月ぐらいにですね、もうその 循環が確定するみたいなな形になっててでこれを受けて、まあ、日銀の金融緩和例えば、えー、マイナス金利であるとか、はい、YCC の、はいまあ、事実上の撤廃ですよね、うんえー、あるいは、まあ、ひょっとしたら利上げ、えー、<ー>みたいなものを匂わすような発言が、えー、主な意見で出てきててでそれがですねかなりこう何て言いますかね 楽観的なものだということなんですよね。えー、僕から見ると、はい、ところがですね、え普段あの日銀のことを昔のですね、えー、僕から見ると悪い日銀、うん、デフレをもたらした日銀に好意的な、えー、マスコミの人に限って。うん そこに注目するわけですよ。はい、こういった楽観的、あの、こういったね、見通しがあの出てきてると。これは金融緩和の手じまいにつながるんじゃないかと、うんえ。ここを注目せよということをですね、わざわざ、えー、教えてくれてるんですよね。と、はい、いうことは、その流れをですね、そういった昔の日銀に好意的な、あのー、マスコミの人がね、うん、え注目するっていうことは、ああ、これはひょっとしたら日銀の執行部、はい、総裁や副総裁が 話した意意見見ななななんんんだと主っていうのはさですよ誰が話したか分かんないんですがところがそういった昔の日銀に好意的なマスコミの人がここを見よとそういった楽観的なところをねわざわざさしてニュース書いてるんですよそれからまあ逆算するとこれは匿名希望の上田さんか匿名希望の2人の副総裁のどちらかが言ったんだなと。と推測できるそれをとですね。 の化みたたいなことがです、ね、あの始まったんですよねでそ,うそうなるとです、ね、まあ、来年の日銀、はい、まあひょっとして早ければ10月ぐらいに何らかのです、ね、アクションがあってもおかしくないなと思いますね新道、はいはい、経済財政再生担当大臣、デフレ脱却宣言の要件は経済指標だけでなく総合的な判断になる、まあ、こういう考えを示しているということなんですけど、これ、このままデフレ脱却、いやいや、それはさすがにね。 えー、岸田政権側も今の状況を見てデフレ脱却宣言を早くしようと、はい、でそこでわざわざです、ね、政治的なリスクを犯すということはしないと思いますね。あはいえー、特に GDP ギャップというのがあるんですが、はい、経済全体のお金不足を表す指標ですよね、はいえー、それがもうあのほ,ほぼ解消されたというのが出てきているんですけれども、はい、それをもってです、ね、あのデフレ脱却ということはさすが、ね、に岸田さんもです、ねえー、言わないですよね。 えー、まあそうした中ですね自民党の森山総務会長講演先で新たな経済対策について減税が検討されていることを踏まえ税に関することは国民の審判を仰がなければならないまあこう述べました、えー、衆議院解散の大義になり得るまあこういう考えを示した発言とみられています、えー、経済対策の指示にあたって岸田総理は先週成長の成果である税収増を、えー、国民に適切に還元すべき まあこう強調して、税や社会,保障費負担のえ社会保障負担の軽減などに取り組むとしました、まあ、新たな経済対策で減税が検討されているという、こういう動きなんですけれど田中さん、このあたりはどうご覧になりますか減税するのであれば、ですね、はい、国民のです、ね、意見聞かなくてもいいと思うんですけど、えー、まあそれでもです、ねまあ、選挙するです、ね、あの理由に、<あ>この減税とか、はい、あと社会保険料の減負担、はいですね、軽減ですね。 そういったものを掲げて選挙を戦うっいうのであればですねまあ正直言って選挙の結果によるんじゃなくて、はい、もう前倒しで早くやれということなんですけどね、はい、それにつきるんですけどまあそれでねあの、まあ、やるとすれば大幅な所得減税で。 あまああとはね、消費減税がやっぱね、今消費が停滞してますから、<ー>え何よりも効きますからね、<ー>まあ消費減税を訴えるんであれば、これはまあ,あの、えー、党内にも反対勢力もいますし、はい、あとまあ財務省とかも反対しますから、それを黙らす上では、選挙のね、あのー、大きな えー、テーマにするのはまあ、それはあり得るでしょうね。はい。でここまでのところですね。まあ、今月中にこの経済政策をまとめる方針なんですが、賃上げや国内投資に積極的な企業への減税措置、えー、低所得者向けの給付措置などを検討しているというのはまあ、伝わってきています。まあ、与党内には物価高対策として所得税減税を求める声も上がってるんですけども、まあ、これまあ、企業だけじゃなくてやっぱりね今田中さんご指摘の通り、ええ、直接渡して た特にね、でもね、えーせ、自民党の政治家の限界がありますよね、はい、党内から出てるのは、なんで消費税減税なんでしょうかね、あ<ー>あのあ所得税減税なんでしょうかね所得がですね、可処分所得が増えたとしても、えー、貯蓄に回っちゃったら、ですねあまり意味がないですよ、景気にはね。えー、これは消費に回すためには消費減税の方が効果があるんですけど、なんか与党の人たちは、消費税言うとですね、粛清でもされちゃうんですか怖い国になりましたね、えー あのねで消費減税っていうのがねなんかいかにもねなんか現実政治的な現実性がないかのようにマスコミも挙げて取り上げてますよね、はい、あのまあマスコミだって言わないですから、えー、ある意味消費減税なんてね、はいえー、なんかあのカルト的な意見のようにあの取り上げられちゃうのが非常に不本意ですよね、えー、もう消費商品に停滞があれば絶対消費減税が一番いいに決まってるんで、はいはい、諸外国見たってねもう、えー、簡単にやりますよね簡単にやりますよね、えー、日本の場合はな なんかね憲法を変えるよりも難しいような感じになって,て、はい、一度決めたら変えづらいみたいな感じですね,ですね憲法改正は口にすることはできますけど、はい、消費減税はね与党の人たち口にあんまりしないじゃないですか、はい、めちゃめちゃおかしいですよね、えーはい、多分ね裏にねあのなんかいるんですよ <laughs> なんかがいるんですなんかいるんです <laughs> で自民党、森山総務会長は、岸田総理が成長の成果である税収増を国民に適切に還元すべきだ、まあ、この強調したことについて、非常に重い表現だと指摘、まあ、その上で長期的に考えれば、財政規律を踏まえながら、減税対応が取られる可能性もある。 これは何なんだこれかねガス抜きという発言もありますよね、これで党内の減税派に対してね、そんなことをね森山総務会長が言ったとすれば、ですねますます岸田政権の支持率下がっちゃいますんで、ねここはね本当にやろうとすれば大胆な、ね僕は消費減税、一押しですけれども、1億万歩譲って大胆な所得減税ね。 ああね、でもそれでもね長期に回っちゃうんじゃないかな。はい。ニュース最前線でした。<music> 今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀文さんです。 今朝も驚きのニュースがたくさん届いています富山高岡市で高さ2メートルほどの銅像が盗まれたことが分かりました盗まれたのは高岡市のもみじ姫公園にあります高さ2メートル30センチ重さおよそ300キロある銅像ですで、この銅像高岡市の大田天原地区に語り継がれるもみじ姫をモチーフに作られたものです公園を管理する高岡市によると9月29 9日に通報があり現地を確認銅像がなくなっていたといいます重機などを使ってこの銅像を運び出した可能性もあるわけなんですが重さ300キロもあるものを盗むということですね、まあ、この銅像というのもですね台座があってコンクリート製の、まあ、その上にこの女性がですね左手をこの空の方に上げそこに鳥が2羽羽ばたいているというで右手の方には花か何かを持っているという、まあ、こういうものなんですかね これを、まあ、ね、なぜ盗むという、何かこう大胆なのか。例えばね、これ、嫌な、あの、想像ですけど、これを溶かして。なんかね、銅だけをね、あの、転売するとかね。一時銅線盗まれたなんてありました。ありましたよね。その可能性はありますよね。芸術作品として、まあ、優れた作品のように、あの、拝見しますけれども。 それをわざわざやるだけのですね、まあ、手間としては大掛かりすすぎますよね,これね、はい、で銅像といえばダビデ像、ミロのヴィーナス像、まあ、この、ねえー、裸の像については、まあ、子どもの教育によくないと主張する人もいると、えー、かつて島根県ではダビデ像のレプリカを巡って住民から苦情があり下着を履かせてといった声も出たといいます。 これはあれですかね。ブリーフタイプなんですからブリーフそういうなんで認めちゃってるんですか田中かさ。いや下着下着何でもいいじゃん。おしゃれかなと思って。おしゃれですか。あとまあションベンなんかどうなんですかね。あそうですよ。もうね。れはもう生理現象ですからねあれにこうなんかパンスかかしちゃってるですね。浜松町の駅にありますからね。おむムになっちゃうじゃないやそうです。ホームスはせる。いやいや。え子供が良くてやっぱり成人男性はダメとか。 かですかこれはいやわかんないですよね、すねじゃあ、ダビテツォも、いやいや、だめですそ、そこじゃないと思うんです、別<え>にピーッと出したから、OK なわけじゃないとは思う,んで,そうんですけどもね、お、は、む、い、つですか、いや、おむつでもないと思いますはいえこんなニュースもあります、松江市内のスーパーの男子トイレから、小便器用のプラスチック製の,えこの皿をです、ね、盗んだ疑いで、32歳の男がえ逮捕されました。 でこの被害に遭ったスーパーは9月4日以前にも小便器の目皿っていうんですかねこれが何度も盗まれ警察に相談9月4日に被害届を出していました。 警察が防犯カメラの映像を確認するなど、えー、捜査を進めて、えー、男を特定し男の自宅から複数の小便器用の目皿が、えー、発見されたことから逮捕しましたこれ目皿っていうのはあれですかあの落下するところの皿みたいなところですかな何なんだろう目皿ってあ多分ですね、えー、この人ね、はい、のサーフボードの代わりに使うんじゃないですかねサーフボード そうかメザポットってどういうことなんでしょうえ小便器はありますよねダンストイレの、ええ、のメザっていうのはこれあ,あ,あ,あんま深く考えない、ね、考えない方がいいですかわかんなくなね分かんなくなっいますね,ねただの変態さんじゃないですかいやそうなんですよ <laughs> そうなんですいやーだからこういったところのこの名称って意外にわからないもんですねわかんないですよね、えー、僕もね。 多分ね、はいえー、サーフボードみたいなものんんじゃないですかね困ったらサーフボードにすればいいんですねはい最後はこんなニュースですアメリカテキサス州にあるハンバーガーチェーンのドライブスルーで店員の女が男性客の車に向かって銃撃する事件が起きました <laughs> 男性客が注文したポテトが入っていないというまあこのクレームをつけたことがきっかけだったと言いますでクレ,ームクレームを受けた女は運転席に調味料などを投げつけた後去ってい 車に向かって引き金を引いたと言いますちょ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 これ当たったらどうすんの <laughs> あ,あのそれ以前に、はい、銃を持って、ええ、あの。 接客してるんですか。いやあある防犯用か,なん,か、ね、防犯用なんでしょうね、きっとね。ねええー。ええ。もしそうだとしたら、はい、使用完全に間違えてますよね。そうです。えー、銃撃した女、こんなことを避叫んだと言います。私は切れやすい人間じゃない。モンスターなんかじゃない。家族のために一生懸命働いているのよ。と言ったらしいです。どういう。いや, <laughs> いや、あ、明らかに切。切れてるだけじゃないですか。切れてます。切れてます。はい。 時刻まもなく7時です今朝のコメンテーター経済学者で常部大学教授田中秀冨さんです。 今、ですねニュースが入ってきました2日のニューヨーク外国為替市場円相場ドルに対して下落し一時1ドル149円88銭と去年10月下旬以来およそ11ヶ月ぶりの円安ドル高水準を更新したというこういうニュースです。 で、えー、現在は一ドル百四十九円八十三銭このあたりで推移をしているということですね。えー、まあそうですね。まあ、えー、円安っていうふうに思われがちなんですけれども。はい えー、ドルが円に対して強いだけなんですよね、はいえー、だからあのアメリカの,あの経済政策、えー、例えばですねあの財政問題とか、はい、あの話題になったりもしましたよね、えー、でそういったものも含めてですねアメリカの経済状況やいろんなニュースによってですね、えー、為替がかなり円安つまりドル高に振れるケースっていうのが多いですよね、はい、日本の方はまあ金融政策をの緩和を、まあ、維持していて、えー、ひょっとしたらそれをですね、まあ、修正 狙うみたいなこと言ってますんで、はい、それを考えたら円安に触れるっておかしいじゃないですか、はい、ね、えー、金融緩和を見直すような動きがまことしやかにささやかれている段階で円安に行くっていうのはねこれ矛盾しますから、えーえー、これはやっぱり、ね、ドル高が、えー、進んでるっていうふうに考えた方がいいと思います、ね、ドル高が進んでる、はい、そう考えればいいということですね、うん あと、あのー、時報前のです、ね、話題の中で、ええ、まあ小便器の目皿、ええ、え目皿、私、ちょっと理解できなかったんですが、こういうもんかなというので当たってはいましたけれども、あの排水溝に設ける板のこと。 そうですよね。あれは手裏剣みたいなやつね。あの手裏剣みたい、ないろんな形がありますよね。あの穴が開いて。そうそあれが目皿なんだ。あれをね、盗む人がいたらしい。まあ、だから手裏剣かなんかに使うんじゃないですか。サーフボードじゃないですか。サーフボード。サーフボードセッサーで。あの、すみません。今消えましたか。今消えました。申し訳ないです。消えました。はい。さて、ノーベル各賞の発表が昨日から始まっています。ノーベル文学賞の有力候補として、毎年名前が取り。 沙汰されるのが ノルウェーの森1984などの小説で知られる世界的人気作家村上春樹さん74歳です村上さんの作品は50を超すこの言語に翻訳されていてこれまでチェコのフランツ・カフカ賞あとイスラエルのエルサレム賞など権威のある国際的文学賞を受けています日本人として29年ぶり3人目の栄誉を射止めるか注目されていますイギリスのブックメーカーあのカケアですね ラドブロークスのこの受賞者予想で村上さんは一番人気え賭けの人気とこの実際の受賞者、まあ、必ずしも一致はしないんですけれどもえブックメーカー、まあ、のこのラドブロークスというところでは村上さん一番人気だということなんですね、まあ、こ今回こそこの村上春樹氏のノーベル賞受賞があるのかどうかいや僕はですね、はい、個人的に今年はですね、えー 危危険険をを感じましね何つまり受賞してですね村上春樹さんの昔のね作品がもう全部売り切れちゃって古本市場で高騰しちゃうんじゃないかなとまだ買ってないのをですね実は先週末全部買いました買ったんですか もうすでにですねその気配をし僕だけじゃないみたいで古本市場ではですねかなり上がってましたあそうかそういう情報がんですね1970年代終わり村上春樹さんがデビューした時から彼の作品をですねずっと読んできたんです春樹ニストだええもう春樹ニストという言葉はなくてですねその1980年に早稲田大学に入って文芸サークルに入ったんですよそれで田中君はどんな作家が好きって言って村上春樹って言ったらですね誰も知らなくて知ってる人が一人いてですね あんな作家すぐ消えるよって言ったんですよねで僕はお前がお前の方が消えるんじゃないとか思って心がねその話をしたところがサークルの物質だったんですが今村上春樹記念会になってますそうなんですかまさにですね僕の勝利なんですけどその勝利を確定するためにですね泡吹いてですね先週末にですねまだ買ってない本をですね急遽買ってじゃあもう全部持ってるもう全部買ってもですねそういうことなんですね これを言うと、ですねみんなですね古本屋さんとかですねアマゾンに殺到しちゃう可能性もありま急げみんな落ち着けとい。多分取らないかもしれないんでそりゃそうだ、田中さんがそういう気持ちでいるってだけですからねこればっっかりはだて去年だって田中さんと同じような気持ちの方いらしたと思うんですよ、いたと思うんですよね毎年いるんだからだからそれが悔しくなって、また売ってねそれを僕が買ってるっていうねそういうことかもしれません。いずれ にしてもね今年こそといいうう<ー>ファンの方も多いでしょうね,ありますね、まあ、村上春樹さん自身はね,ね全然もういに、ね、返さないみたいな、はい、スタンスでしょう、ね、もういいですよみたいなことなんでしょう、えー、きっとねはい、はい、で9日にこの発表されます経済学賞唯一これまで日本人の受賞者がいません、えー、長年有力候補とされているのが、えー、アメリカプリンストン大学教授の清滝信弘氏68歳不景気の仕組みを分かり やすく解明した清滝理論、えー、アメリカや日本の金融緩和策に大きな影響を与えたとされます、まあ、具体的には土地などの資産価格が下落すると担保価値が落ちて銀行の貸し出しが減り、えー、企業の設備投資が止まって不況が始まるというこのメカニズムを解明しました2008年のリーマンショックの際もこの理論が不況の長期化を防ぐためのヒントとなりました、えー、公的資金を自動車大手や 金融機関に投入することで傷口が広が広るのを防いだとされます毎年受賞者候補にこの名前が上がるこちらも清滝さんなんですけれどもある意味経済界の村上春樹。 というう感じでですすかそね僕もねしばしば新聞社とかテレビ局から清滝さんが撮るんじゃないかと10年以上前から言われてコメント取りたいので待機しておいてくれと本人じゃなくて俺なのかよとかですね思いながらもね自分で突っ込みながらですね、待った時もありますね、もう清滝さんのこの名前はね毎年出てきますからね。いつもこうまあ 村上春樹さんよりも、うん、まあ正直京滝先生ねすごい偉大な人で僕が言うのもなんですけれども私もノーベル経済学賞の,あの研究を であの論説も書いたことありますので、ねはい、それを調べた範囲でいうと、うん、清滝さんのような受賞可能性のある、えー、ランクにいる人たちっていうのはですねおそらく世界全体で100人ぐらいいますいいるんです、ね、ですすすねまので先ほどの村上春樹さんに比べれば、まあ、受賞確率は落ちますけれども、はい、まあそれでも分かりませんよね、えー、受賞すれば、まあ、清滝先生は、まあ、業績的には、まあ、すごい国際的に認められてますし人格的にもねあの尊の すべき人ですが個人的に一つだけ懸念があるのは消費増税論者ですそうなん昔はですね積極的なあの経済対策をしろと20世紀の終わりぐらいには言っていたんですが最近ここ数年ぐらいはですね消費増税論者と財政規律論者になってしまってもし京滝先生が取ってしまうと。 その持論的な、はっきり言って経済の時事的な問題に対するセンスと専門論文書くセンスは全く違ったもので僕から見れば例えば、常年司さんとか森永康平さんというのはもし経済持論のノーベル賞があれば受賞可能性が受賞可能性もある人だと思いますよ、日本で言えばね、それぐらい素晴らしい人材をおはよう、寺ちゃんでは使っていますね。 そういや私はですね。ええ、あの鬼嫁の <laughs> オリオメ対策として対策って何ですかそれそれは置いといてですね私はもうどうでもいいんですけど本当ねそういったことを考えると申し訳ないけど清滝さんにはですね今の日本で消費増税やったらですねこれ経済完全に落ち込んでですね増税する余地もですね日本の経済にはですね今体力はないと思うんですよそんなねそういったことを考えるとですね you <laughs> それれが悪用さないかそれが心配るほどだから一つの理論は素晴らしいんだけれども別のところに関しては決して完璧ではないかもしれないだから建物の設計する人と施工する人って違うじゃないですかやること設計士がまあ言ってみれば清滝先生ですよでも清滝先生がそれで実際に家を作るわけゃない家を作るかどうかっていうのはまた話は違うわけですよね実際に家を作る人 っていうのはまあこういったねラジオ番組だとか、えー、いろんなメディアで実際のあのー、経済をまあ分析するエコノミストアナリストあるいは評論家の人たち、はい、だと思いますね、えー、私もまあその端くれで、えー、いつも不敵でね家帰るとおに嫁にいやいやお前どうにかしろと<え>、えー、いつも言われるいるレベルださるだけ愛情があるじゃないですか生き<や><え>てるかよくわかりましたそういうことなんですね、えー、はい 時時刻7時17分ですおはようてらちゃん今朝のコメンテーターは経済学者で常武大学教授田中英富さんです。ニュースピックアップ今度はこちら日経新聞企業年金運用成績公開へ。 政府は企業が運営する年金の改革に着手しますまず運用成績を一般に公開することで運用目標である予定利率の引き上げを促します専門性の高い人材を投用して高度な運用を目指すほか運用効率の低い中小企業による年金の共同運用化も検討します 企業の賃上げと80兆円に上る年金資産のこの運用高度化を両輪に、障害資産の引き上げにつなげるといいます。 企業年金は国民年金や会社員が加入する厚生年金に上乗せする私的年金です企業がこの複雑で分かりにくい面もあり制度がですね複雑で分かりにくい面もあり受領額を把握していない加入者も多いと言います企業年金の運用成績まあこれを公開する とといううここななんんですがこれはは田中さんはどうご覧になりますか、まあ例えばアメリカなんかでは、はいえー、企業年金の、ね、こういう運用実績、はいえー、あるいはこのどういうふうに運用するかのポリシーとか、ええ、そういったところ結構詳細に公表されてますんで、はいまあ、それに合わせてい、えー、くと。 いうことはまあ重要でしょうね。えー、あのやはりこの、えー、ただ入っただけで、えー、まあ例えば給料転引き、はい、あるいはなんとなくこうね受け取りが増えてるとかで、ねえーえー、将来の生活なんかもまあ大丈夫なんだろうなって漠然に考えるような時代はもう終わってしまったんだなということなんでしょうね。はい、やはりあの自分のあの給料、えー、そして資産、はいえー、そういったものについて、はい、まあ個人個人がまあしっかり把握しなきゃいけないなというまあ人によってはまあ 面倒に感じるようなね、えー、そういった時代になったんだなと思いますね。はい。でまた政府はですね、投資マネーが企業の成長を促し、給料や配当収入を増やすことで家計資産を伸ばすこの好循環を生み出そうとしていると言います。まあ、これまでに個人マネーの受け皿として非課税枠を大幅に拡充した新しい小額投資非課税制度例の二さえこれを決めたと言います。えー、家計資産を伸ばす制度なんですけれどもこれはどう評価 要するに経済全体がこう、うん、安定成長にならない限りこういったねあのー 資産を運用させる、はい、まあ民間資産をですね、えー、無理やりあの運用させるようなことっていうのはですね、なかなか難しいと思うんですよね。はい、か経済か活動が安定化すれば、こういった投資活動もね、リスク取ってやる人も増えると思いますし、えー、まあね、そのニーサとかね、いろんなこの、はい、税制上の優遇措置なんかやって、まあ一番喜ぶのは、えー、多少リスクを取りたいような、あの、少、えー、額の投資家の人たちが増えたり、はいえー、あるいは、まあ、業界全体がですね、喜ぶと思うんですが、まあ、僕なんか 個人的に言ってですね。ええ、まあ、かなりこう保守的な人なんですよ。運用的にはね。はい、運用として、ね、でそういった人がけか,かなり多いと思うんですよ。リスク回避的なね。あの人たちにとってやっぱ一番いいのはね。はいええ、あのー。うん 個人向け国債それ一番いいんですよ。だってこれからね変動利回りのものなんかね経済が安定化すれば絶対利回り上がってきますからしかも元本保証で最低利率もね保証してますから超安全じゃないですか日本政府がね破綻しない限ぎりそんなことないですからでも絶対そういうのねあんまり宣伝しないですよね国もなんて言いますか金融機関もねだから本当に我々が得な つまり安全で、はいえー、ある程度こう、ねえー、有利な金融商品は一体何なのか、うん、こういったなんか全体のブームに流されないで個々の皆さんの性格というものはありますからあまリ、ねねえー、スクを、ね、ある程度取るのが好きな人もいるし僕みたいな、ねえー、あの超保守的な人もいるでしょう、えー、まあそういったあの選択肢の、ね、バラエティーがあるということを 政府もね、はい、あの政策にこう、NISA いいよなんていう、一方的なものでそれだけではなく、いろんなあの選択肢を国民に示せるようなね、余裕を持った、うん、あの資産運用、えー、鑑賞政策をしてほしい続いてはこちら、日経新聞、少子化対策財源見通せず。 岸田総理が掲げる一元の少子化対策の具体化に向けた議論が、三ヶ月半ぶりに再開しました。三兆円を超える財源確保のためには、社会保障費の抑制が不可欠。ですが、物価高と賃上げ機運で増額圧力。これがかかって、年内に財源確保策をまとめる道筋。これが見えていません。六月にまとめた子ども未来戦略更新では、来年度からの三年間。 で国と地方を合わせて年3兆円台半ばの予算を新たに投入すると明記していますそれを児童手当の拡充や育児休業の充実などに充てる計画ですが少子化対策の財源確保が見通せない状況ということですがこれ田中さんどうお感じでしょうかまう、あ あのこのね異次元の少子化対策が本当に少子化として効果があるのかどうか、うんはい、過去に類似したですね政策のですね検証なんかも含めて必要になっている、ね。その 最前提があるんですが、まあ、それが相変わらずなおざりだと、はいで。それと同時に、この、ね、財源、えーまあ、おそらくです、ね、岸田さんはこれに触れてしまうと、えー、増税増負担というのがもう避けられないということが多分分かっているんでしょうね。はい、でそれでまあ防衛増税も結局です、ね、あの先送りになってますからね、はいでえー、経済成長で自然税収増、そういったものをまず、えー、最初に打ち出して でこういった、あのー、本,本格的な増負担は政治的に後回ししてなるべくこの岸田政権の,この、ねえー、延命を図るというようなところに触れているんじゃないかなと思いますね。はい、ま政治的判断がかなりえ<い>、えー、前面に出てきていると。はい えー、でちなみに言えば、この少子化、異次元の少子化対策も本当に少子化に効果があるのかどうか、はい、先ほど言ったようにね、えー、あの不鮮明なんですよ、うんで、そういったことも、まあ、あのこれを打ち出せばです、ねあの、受けがいいんじゃなかろうかということで、はい、出してきた側面も強いですよね。だからこの対策自身も政治的なもんだと思いますよ、はいまあ、この財源確保に関して、6月の政府方針では、歳出改革、支援金制度などで充当して、まあ、財源確保までの不足分は、子ども特例公債を 発行なんていうふうに言われてたんですが、まあ、しかし現実を見るとですね、えー、この歳出改革物価高による診療介護この両2つの報酬の増額圧力があったり歳出カットへの抵抗感があったりとあと支援金これは保険料負担が増えれば現役世代に不満が生まれるあと負担額は収入に対する定率性にするかなど詳細設計、まあ、これも必要とあとこの規定予算活用ですが 給付まあこの育休の給付では財源枯渇持続性に懸念なんていうふうにも言われてます。まあ岸田政権のもう一つのその看板政策であります防衛力強化でも増税の開始時期などは決まっていません。まあ財源確保不確かなままということなんですね。まあ要するにね日経新聞さんの記事ですからね、はい、財源がないあの財政規律が緩むみたいなね、はい、そういったあの対応として今のこの異次元の少子化対策とか防衛増税 財源不透明とか言ってるんですけれども、はい、やっぱこれ、ちゃんちゃらおかしくて、ですねやっぱり経済成長をこう、ねはい、安定化させて、税収増でやっていくんだということをね、党の岸田政権自身が、まあ、一応打ち出してますから、はいえー、それはね、本当にね経済学的にも理にかなってるんですよね。はい、だからおかしいのは、日経新聞のこういった論調なんですよ、うん、いつまでたってもねあの、ゼロ成長、ゼロベースで考えてるんですよね、はい、でそれはダメだと思いますよね。こ、えーえー、こういったゼロベースの発想こそが を招いている根幹にあると思うんですよ。やはりね、これからね、緩やかに我々は、あの、拡大成長していくということを見据えて、将来設計もね、していかなきゃいけないと思いますよ。だから、あの、子育て国債、いいんじゃないですか一般向けの発、にもね、あの、発行してほしいですよ。さっき言ったようにね、個人向け国債の一種としてね、僕買っちゃうかもしれないですよ。はっきり言って。もう子供できませんけどね。多分。いや、多分ね、そんなとこで遠い目しなくていいですから。 何一人の世界に入ろうとしたんですかそなところでも作ってないん誤解ないやうにね何をおどおどしながらそんなところに説明してるんですか急に何かこう力あふれる解説からんか個人の一僕はねコストカットじゃなくてパイプカット何を言ってるんですか当に。はに続いてはこちら産経新聞食料危機時の計画求める 農林水産省は昨日、食料危機時の対応として、農家と輸入業者、流通業者に生産や輸入、出荷などの計画作成を求める方針を明らかにしました。政府が生産能力や輸入量などを把握し、十分でないと判断すれば、計画変更を要請します。農水省は来年の通常国会に緊急対応を実行するための新しい法律の提出を目指します。 二日の食料安全保障に関する有識者の検討会で示しています年内に結果はまとめると言っていますね初期段階で食料の増産や輸入拡大を求めた上でなお供給不足が深刻化する場合には計画作成を指示しますで供給が減少する品目ですとかそれらを原材料とする加工食品の在庫や生産輸入の見通しの情報収集が重要になる、まあ、こういうふうに 説明しましまた世界が直面する課題といわれる食糧危機なんですがいやこれは早く備えた方がいいですね。 まあこれはもうね、ええ、あの、前提でしょうね。新型コロナ危機、そして、えー、ウクライナ戦争、通してですね、ええはい、エネルギーと食料っていうね、二、ええ、つの、ま、あの、我々の生活に欠かせないものが、いかに重要なのか、はいで。しかもですね、いやうドミノ倒し的にね、あの、ヨーロッパの話だからとかいう形じゃなくて、ヨーロッパで食料不足やエネルギー不足が起こればですね、はい、それは他の国、えー、地域にもですね、平気で波及していくわけですよね。 ったことも見据えながらやっていかなきゃいけないなと、えー、よくねあの食料安全保障をやるとですね素がの保護貿易的な話になっちゃうんですがそうじゃなくてやはりこう自由貿易つまりあの獲得するですねあの。 海外との,この交易路、はいはい、それの,あの開拓もです、ね、同時にやりながら自国の食料調達も充実させていくと立てでやっていくことが輸入に依存する小麦、大豆などの加工品の在庫、政府の把握、これが難しいといいますで、現行の法制度では、危機の時に情報収集が十分にできないという指摘があります。 で備蓄についても民間の状況には不明な点があるため平時を含め国が調査できる法整備を促しました。まあ日本の食料の安全保障に関するまあこういった法整備、えー、まあなかなか今私が指摘した通りですね、えー、分かっているで分かってない部分がね情報としてあるようです。そうですね。はい、やっぱねここら辺もねあの個人的にもねやっぱ知りたいところですね。うんはい、日本はこう統計とか情報の収集っていうのがですねこれだけの経済 大国なんですが、えー、どうもです、ねまあ、あの遅れていると、えーまあ、予算をつとか人員がです、ねまあ、十分にあのたあの足りないと、えー、あのそういったところがです、ね、あの問題でしょうね、はいはい、続いてはこちらいきましょう読売新聞バイデン氏ウクライナ支援訴え。 アメリカバイデン大統領は1日9月30日に成立した11月17日までの政府資金を確保する暫定予算つなぎ予算で除外されたウクライナ支援について別の法律で措置するようアメリカ議会に求めました実現には超党派の合意が不可欠でして下院共和党の対応が焦点となります であれアメリカの支援を中断させるわけにはいかない同盟国やウクライナ国民らにアメリカが頼りになるということを保証したい、まあ、このように訴えましたで政権と与党・民主党はつなぎ予算の対象となります11月の半ばまでに60億ドルおよそ9000億円程度の支援予算を確保したい考えです。 バイデン大統領には予算除外で軍事支援の財源が不足しウクライナを侵略するロシアを利する展開への懸念がありますウクライナ支援予算が確保されないとなると、まあ、このウクライナとこのロシアの間の戦争がさらに混沌とするのではないか、まあ、こんな心配も出てきますものね。あのー アメリカ政府が最悪この、ねえー、例えば9000億円の資金が調達できないとなれば、やはり他の国がそれに代わって、なんらかの形でこう融資するとか、そういったことが重要かなって思いますね。えー 保守強硬派の中心人物でありますゲート会員ゲーツ会員議員ですね、つなぎ予算成立は共和党のマッカーシー会員議長が民主党と妥協したためだなどとして、マッカーシー氏の解任を求める考えも示しました。マッカーシーシ氏は、えー この今年のですね1月の議長選出の時に造反した保守強硬派を懐柔するため議長解任動議の手続きを簡素化することを約束した経緯がありますゲイツ氏の発言を受けてマッカーシー氏はえ1日、私は生き残ると語りましたが党内が一層混迷し議長としての指導力が低下する可能性もあると。 これでででですすから共和党の中ババチバチやってるんですよねねそううしょだから僕はねやっぱ共和党の大きい問題っていうのはね、はい、まあこれこ今回のつなぎ予算は、えー、政治的な、ね、思惑があるんで一概に言えないんですけど、はい、共和党の中にあるこの緊縮財政的な、ね、発想もう時代遅れだと思うんですよね。あ<ー>まあそれをどういうふうに変えていくかっていうのは、はい、まあね国際的にも重要かなと。はい、やっぱアメリカの、ねえー、財政問題がなんか 毎年のように、えー、あの話題になってねそのたんびに世界経済にあの、まあ、不確定要素を投げ、ね、かけてるんで、はい、これはいい加減にやめろと、えーはい、でそれにはやっぱ政治対立を超えて、うん、あの えー、財政をですね、なんていうかなあの必要以上に政治の取引材料にしないような、はい、あの超党派的なですね合意をですね、はい、早くこう作ってほしいですよね、えー。まあこのマッカーシー氏の解任同意なんですけれどもこの行方、え民主党の対応に左右される見通しがあるとあ見通しだと言っています。まあこれどういうことかというと今年初めの議長選で民主党15回の投票でいずれもマッカーシー氏。 演出にですからこれ、ね、じゃあこれこの後に及んでどうしていくのかってあたりもね 非常に中間、賛成賛成うか、あのね、この会任同意を否決法にそうでしょうね、ないとね、あのまずいっすよね。そうです。ゲイツ会員議員の思う壺ということになりますから、それはならないと思うんですけどね。大丈夫だとは思うんですけど、そこら辺は。はい。まあですからね、これまでは反対してきたけれども、まあこのケースによっては賛成に回らないと存続できないぞということですものね。まあとにかくバイデン大統領としては、まあこのウクライナに対する 支援はもう続けていくんだとまあいうことですけれども、ええ、そうですね、えー、まあそれはまああの、えー、ゼレンスキー大統領に対しても個別にまあ強調してい,、はい、いましたよね、ええ、あの、えー、心配ないということで、うんはい、まあだまあそういったまあね、えー、こういった問題がこうウクライナ戦争の行方に大きな影響を与えちゃうっていうのはね、うん、まあぜひ避けてほしいと思いますねはい時刻七時三十四分です。 時刻7時36分です今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです読売新聞からアメリカに中南米などから大量の移民が押し寄せていると言います新型コロナ対策として亡命申請も受理せずに国外退去させてきたトランプ政権時代の措置が今年5月に執行しバイデン政権が移民に寛容とされることが影響しているようです メキシコ北部のアメリカとの国境付近過酷な長旅の末アメリカに入ろうとする人々で溢れているといいますえ9月末えメキシコ北部のですね地域では川の対岸にあるアメリカを目指しえ南米ベネズエラなどからやってきた人々が腰までヘドロに浸かりながら川を次々と渡っていたと言いますある男性 国境警備隊の生死を振り切り鉄条網の隙間から子供をアメリカ側に押し込み自身も体ごと飛び込みました鉄条網には紙剃りの刃が仕込まれています男性は出血していましたが気にする様子はありません亡命を主張すれば原則その場でメキシコ側に追い返すえ追い返されることはないからなんだそうです2021年にバイデン政権が発足して以来アメリカへの移民希望者が増え います。過去1年間にアメリカメキシコ国境で拘束された不法移民の数、過去最多の240万人を超える見通しだと言います。アメリカもこうやって移民が入ってきてるってことなんですね。まああの不法移民、ね、不法移民ですね。まああの、えーえー、なんて言いますかね。コロナ禍でこの移民の流入が。はい えー、不足してですねそれがまあ人手不足、えーまあ、あのサービス価格の、ね、はーはー人件費の高騰に結びついて今の物価高にあの至ったという、ねえーえー、その要因の一つにはなっていますから、えーまあ、バイデン政権は人権と言いながらひょっとしたら、ね、この不法移民の、えーえー、何割かがこう。 アメリカにですね、はいえー、働き手として入ってくることもなんか頭に入れているので、はい、あんまりここはきつくやらないんじゃないかなと。 あいう可能性もありますよ、ね、ただまあ、あのーね、やっぱこう警備費であるとかさまざまなコスト負担、はい、あるいは地域によってはです、ね、この不法移民の流入によって、えー、地域社会が、あのー、混乱しているというところもあるでしょうからそういったところのね政治的な、あのー、圧力もんですね、あのー まあえー、バイデン、えー、政権に、ねはい、あの来るとは思いますけれどもね、難しいですよね、さて、今度は台湾の複数メディアによりますと、台湾の国防省は、来年から憲兵隊を現在の5000人から1万1000人に倍増させるといいます。政府首脳を排除する斬首作戦を阻止するための戦力を強化するほか、中枢のインフラ施設を守る狙いがあるといいます。中国軍は台湾の 防空識別圏への侵入、これを繰り返していまして、台湾海峡の中間線を超えるケースも頻発しています。まあこうした中での憲兵隊増員、まあこういう動きなんですね。なるほどね、はい、やっぱこれはね、あのインテリジェンス関係もね含めてまあ重要でしょうね。人事じゃないですよね、うん、日本もね。そうですね。えー、はい。時刻七時三十九分です。 今朝のコメンテーターは経済学者で上部大学教授田中英冨さんです。 ジャニーズ事務所の記者会見を受け所属タレントの木村拓哉さんを起用した広告展開を停止している日産自動車ジャニー喜多川氏による性加害問題は弊社の人権尊重に関する基本方針に反する問題として非常に重く受け止めている事務所が発表した改革や再発防止の取り組みを注視しながら適切な対応を取っていくとコメントしました 日本マクドナルドも契約の,この満了後は更新しないという方針に変更はないとしています。 調査会社によりますとジャニーズ事務所のタレントを広告に起用している上場企業65社のうち9月30日の時点で33社が起用の見直しを表明しています起用企業がこの改革を注視しているという、まあ、このあたりなんですがね田中さん、これはどう感じですか。 まああの今のところ、あの昨日の記者会見でジャニーズ事務所の今後の方針がね明らかにされましたが、じゃあ実際にこ本当にどうなるのか、保証専用のですね会社にして、新たにこうエージェント会社を立ち上げると言っていますけれども、具体的な事ああ業内容とか、まだ全然ですね不明なので。 まあ、あの企業側としてはです、ねはい、従来の方針を変えるというとこともあれには至っていないというところなんでしょうね。はい でこういう意見もありまして、まあ、今度あの、作る新会社ですよね、はい、エージェントの。その新会社はジャニーズ事務所との人的な関係性を完全に立ててはおらず、スポンサー企業は1、2年は様子を見るのではないか、意思決定の権限を持つ経営のプロを外部から招き入れ、組織を変えなければ信頼回復は難しい、まあ、こういう指摘もあると、ね、まあそれはね、あの非常に、ねえー、あの合理的な指摘だと思いますよね。はい、やはりこの 経営を外部の人にです、ね、委託していくということはありうるべき将来的な選択肢としてありますね。うん まあその方が今の、えー、ジャニーズ事務所に、えー、あの参加しているです、ねえー、アイドルの人たちにとっても、はい、いいことになるんじゃないかなと思います、はいまあ、そんな中ジャニーズ事務所所属タレントの岡田純一さんが事務所を退所すると発表しました、えー、解散した V6 のメンバーだった岡田純一さんですね多くのドラマ映画に出演している方ですけれども、えー、退所は11月30日付で芸能事務所を作って設立して活 活動を岡田准一さんすすするると言います続けると言言いいまま続けでジャニーズ事務所発表文で岡田さんの今回の決断はこ度、このたびうジャニー喜多川性加害問題に起因しておりますと明らかにしました。 一方木村拓哉さんが新しく設立するエージェント会社に移る方針であることが分かりました、まあ、木村さん個人もですね日産自動車、日本マクドナルドから CM 起用を見送られる状況に陥っているわけなんですけれども、まあ、この新しく設立するエージェント会社にこの移るこの意思は変わらなかったということですね。 これから、ねはい、個人グループそれぞれの選択が注目されてくると思いますね、はい、でこの新会社では個人に権限が与えられるエージェント契約の特性上です、ね、事務所に所属する意義というのは、まあ、薄れてくるわけなんですけれども、まあ、ジャニーズ去る決断と残る決断様々なんでですねねそううしょう、ねえー、これから、ね、そういったものがマスコミで、まあ、しばしば取り上げられてファンの人も心、ま、配、あ。えーまあ新 場合なところでしょうね、えー、これ、今、タレントさんの気持ちの中考えても、えー、移るべきか、残るべきかとか、いろいろ考えてるんですかね。ありますよね、うんまあ、特に、まあ、大手の企業との契約をですね、はいまあ、取りたいと思っているタレントさんにとっては、ですねあ<ー>、まあ、新エージェント会社に残るよりも、自分でですね、はいえー、受注した方が早いということになるかもしれません。そうですかはい 田中先生今朝もありがとうございました,ましたこの後はお隣さんをお送りしますおはよう寺ちゃんまた明日です今日もいい一日になりますように さておはよう寺ちゃん今朝5時台は医師の村中理子さん登場ですえ普段はドイツハンブルクにいらっしゃるんですが現在帰国中今朝もですね早朝にもかかわらずスタジオにお越しいただきました村中さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします東京での雨っていうのはいかがですか いや久しぶりだなっていう感じで、ね、やっとちょっとほっとしたようなところもありますすねねそうです、ね、だってあの2週間前に、ね、ご登場いただいた時はまだ暑かったですもんそうですここを入ってきたら<え>暑くないですかって寺島さんに声をかけられたんですけれども、はい、今日寒くないですかって言ったんで, 2>, で、ね、あ2週間でずいぶん季節が進んだなっていう感じがしましまた、えーね、前回のお話村中さんに聞いた時暑くて眠れませんでしたっていうねお話も記憶に残ってますから。 本当そうなんですよね、えーうん、でも、なんか最近だとこう半袖で寝,寝ると朝、ちょっと寒くて起きるようなぐらいで,、はい、で全然急激にっていう感じですよね。でも一方では沖縄は台風の影響を受けてますし、えー、そしてあの、村中さんが、えー、のご卒業された北海道大学北海道こちらは大雪山系の旭岳の中腹、まあ、ここに雪が降ったのが確認されたなんていう。 えー、改めてやっぱり日本列島っていうか日本って細長いっていうか縦長なんだなみたいなねそうですね、えー、これって早いんですかね初観戦としては、ね、ちょっと遅めだということのようですねはい。四、はいえー、番目に遅いということのようですね、はい、でもあの北海道の経験もあのある村中さんですけどドイツと比べりゃどうなんですかあ、そうですねあの北海道の方がやっぱりだいぶ涼しいし寒いです、はい あうん、夏でも結構、えーまあ、私が最近この5年ぐらいは、えー、あのハンブルクの人もですね、えー、急にドイツがイタリアになったよとか言ってるぐらい夏が暑いという傾向にあるので、まあ、時代の問題なのかもしれないんですけれども、えー、私がいた頃の北海道に比べるとだいぶ、えーとまあ、ドイツの夏の方が暑いですし、はい、冬も暖かいというふうな印象です。北海道自体もね 昔はエアコンがいらない梅雨がなくてエアコンいらなくて快適な夏は特にって言われてましたが最近暑いでですすもんねねそうですよ、ね、あの私の親戚とか友達も普通の札幌なんかだと一般家庭にあんまりクーラーってなかったんですけれどもみんなもう暑すぎてクーラーを設置したっていう話も聞きますし<ー>同じ話をやっぱりドイツでも聞いていて特にあの。 ヨーロッパって、あの、家にもないし、スーパーみたいな場所にも全然クーラーがなかったんですけれども。<ー>もう、ここ、私がいる、まあ、五年ぐらいの間でも。年々、クーラーが入ってるスーパーとか、デパートが増えてって言って。えー、ちょっとびっくりしています。と、涼みがたら行ってみようかみたいなね。<あ>買い物客も。そうなんですよね。前はそんなこと、全然ドイツでもなくて。なんか、買わなきゃいけないのに、店に入ると、暑い。 って感じだったんですけど、最近は涼 <laughs> みに行くこともできるようになりますね、えー。まあ、でも季節も変わってですね。日本も涼しくなってきました。さて、そんな日本ではインフルエンザの感染がですね。例年にない早い時期に広がっています。まあ、これを受けて、日本感染症学会、インフルエンザワクチンの積極的な接種を推奨するとのこの文章をウェブサイトで公開しました。で、この中ではインフルエンザワクチンの積極的な接種を。強くする 推奨する、まあ、こうした上で2020年以降インフルエンザの大きな流行がなかったことから子どもや高齢者を中心に抗体の量が減って感染しやすい状態の人が増えている可能性があると、まあ、こう指摘しています。 そして今しはですね例年の流行しやすい時期に限らず流行し規模も大きくなる可能性があること新型コロナとの同時流行が懸念されることからインフルエンザワクチンの接種これを推奨するとしていますこの日本感染症学会の発表ですが村中さんこれははどういういいな受け止めですか、はい、あの妥当だと思うんですけれどもあのインフルエンザワクチンってまず入手できるようになるのが大体10月の終わりぐらい。 <で>はい、5月ぐらいに毎年、まあ、どの株が型が流行るかというのをですね専門家が検討して大体、だいたいその検討っていうのは先にこう冬が来る南半球で何が流行っているかっていうのを見て決めるんですけれどもそこからこう製造して、えー、と全国の医療機関に届くぐらいの量を製造するってことをやるので<え>今、打ってくださいって言ってももちろん今流行ってるからといって流行るあの打つことはできないんですよね。今今からとということになるわけで 普通冬に流行るインフルエンザが夏場に流行っているということで今すぐ打ちたいって人もいるくらいかと思いますけれども、えー、原則としてはまあ今月末以降から医療機関に届き次第打っていくという形になるのかなと思いますそうお医者さんというかあの病院によってはもう10月1日からですねそうですか予約受付を始めてということは今年に限っては早いんですかね。そうかかももしれれませんけれども、えー、私はあの、まあ、予約が多分10月1日ぐらいからいできて 来るのは医療機関によってばらつきがあるという感じだと思いますがあの報道で読んでいるところによりますとあの例年の、まあ、確保量を上回る量の、まあ、ワクチンを製造するように国がラインを確保しているということですので、まあ、必要な人は、ね、打ってい 行って打つということがすごい大事なんじゃないかなと思います、はい、そしてですね流行っているといえば子どもがよくかかる夏風邪の一つのプール熱咽頭結膜熱まあ、このですね患者報告数が過去10年で最多となっていることが国立感染症研究所の調査で分かりましたで、大阪府と福岡県では警報レベルの目安を超えていて自治体では手洗いうがいといった感染対策の徹 求めています感染研によると全国およそ3000の小児科定点医療機関から17日までの1週間に報告された患者数1期間当たり1.45人過去10年で最多だった前の週のおよそ1.15倍となりました。 えまずプール熱なんですが改めて村中さんこれはどういうものなんでしょうか、はいあのー、名前だけ聞くとプールでなんか,かかる水を通じて感染するのかなみたいな感じで思うんですけれども、はい。 これはあのアデノウイルスというあのウイルスによる感染症で一番よく知られているのは流行り目って言いますけど流行性角結膜炎といってこのウイルスが目に感染するとその流行り目であって喉とかですね別の部分の粘膜に感染するとまあ咽頭炎などを起こしてまあプールレンというふうに総称されているという形になります。言ってしまえばすごく流行りやすい目の症状を伴う夏風邪といったところで。 プールの水ではなくて実際にはあのーまあ、接触感染ですよねすごく感染力強いんで、えー、その人が触ったドアノブとかを他の人が触るとなったりみたいなことがあったりとかそれでこう口の中に入れちゃったりとかそういうことで目を触ったりとかってことですよね、えー、あとはタオルを家族で共有していて例えばその拭いたタオルをまた他の人が使ってその手からうつる<ー>感染症ってみんなあのいろいろマスクしたりして気をつけてるんですけれども すごい大きな感染源って自分の手なんですよね手でやっぱり、あのー、気が付かないうちに目とか鼻とか口を、まあ、触ってるんですよ人って。 その時にあの感染をね自分でさせてしまうっていうことで、あのもちろんその人の近くにいないようにとかってことも飛沫もありますので、感染を断つことは重要なんですけれども、夏風邪だからといってマスクをしていれば防けるものではなくて、もうこれすごい感染力強いんで、えー、そういう人いたらですね隔離ですねもうなるべく<あ>接触しないなるほど。<院>タオルとか別にしてで病院なんかでももうこれ出たらですねあもう病院来ないでっていう風に言う病気のつになります,いす、ね、はい。であとプールね。 どうしてもプールがねイメージしてじゃこれ夏だけかというとこれ一年中はや流行るとなれば流行るってことですかそうですね、えー、あのもちろんあのウイルスってあの流行しやすいシーズンというのがあるので、えー、基本的にはこれ夏の病気なんですけれども、うんはい、インフルエンザがこうやって夏とか季節外れに流行るようにもちろん可能性としてはゼロではないとは言えるんじゃないかなと思います、えー、あじゃあ改めて気をつけなきゃいけませんねこれね、はい、えー、そしてインフルエンザの流行の理由について日本感染症 学会は、コロナ禍に大きな流行がなかったことから、子どもや高齢者を中心に。抗体の量が減った可能性があるからだ。まあ、こういうふうに分析してるんですが。えー、プール熱の流行も、そういうことなんですか。いや、私は、あの、この考え方は、まあ、イエスであり、ノーであるというふうに思っていて。はあええ、もちろん、抗体が減ったから、まあ、感染しやすかったりするということはあるんでしょうけれども。単純に、流行ってなかったから。 あの、いなかったから、かからなかったっていう部分がすごく大きいと思っていて。<えっ S 1> あの、インフルエンザなんかも、コロナが出てきて、わっとなったら、世界的に全然こう、出なくなったという状況がありました。たなので、その一種類の、ものすごく支配的な強いやつが出てくると。他の感染症が全部、下火になっちゃうという傾向があると思うんです。そういった中で、まあ、コロナが。 みんながその免疫を持ってワクチンとかまあ感染によってだんだんそんなにはやれない病気になってくる中で他のものもやっとはやれるようになってきたと考えるべきでいるからやっぱりかかるっていうふうに考える方があの主な原因としては重要なのかなというふうには考えています、はい。おはようラちゃん 時刻五時十八分ですおはよう寺ちゃん今朝五時台はいつもはドイツハンブルクから中継でですね回線つないでお話し聞いている医師の村中理子さん現在帰国中でスタジオにお越しいただいております村中さんには二週間前にご登場いただきましたがこの二週間、えー、やっぱりお仕事忙しかったですか忙しい時と忙しくない時こうバラバラだったんですけど、ええ、昨日は実はあの神戸にある、はい あの甲南女子大学というところで講義があって日帰りで神戸に行ったらやっぱりちょっと遠かったですそれはだって移動時間ね往復だけでもかなりかかりますものねそうですね多分新幹線乗ってる時間の方が長いから講義してる神戸にいる時よりも時間よりもってことなんですねそうかそういう仕事もあるんですもんね。昨日のの授業はいかかがだったんでですすそうね初めてあ 理系じゃないって文系の大学<ー>文系の子の中心の大学で教えてえ<っ>しかも女子学生だけだったので、うん、ちょっとだいぶ雰囲気が違うというかあとも私大学院でしか教えたことがないんですけど今回学部の子たちだったんでまああの本当に若いなっていうかあのいう感じで<っ>だいぶ反応も違ったんですけどすごいしっかりしてる子もいてですね、うん、なかなかあの面白い経験でしたす。か何を 昨日は、えー、あのちょっと文系の学校なんで、えー、あんまり医学のことではないんですけれども、えー、ヨーロッパっていう講義と<ー>あとはキャリアに役立つ時事っていう講義をしました。であのまあヨーロッパの話は本当なんかヨーロッパって何すればいいんだろうと思ったらまあドイツの話何でもいいからしてくださいっていうんで、えー、まあこの間のコロナからウクライナ戦争から今どんな感じでヨーロッパ。 がいるかっていうことの話をしたり。 したんですけど、なんかまあみんな食いついてくるのは何食べてるんですかとか言って、はい、ビールはどうですかとかすいませんいつも私がしてる質問ですよね <laughs> いや,いやねあのそんな感じの話からでもなんかアルコールと健康の話をちょっとしたりとかアルコール摂取量がねあのドイツでも若い人中心に減ってるっていう話をしたりとか、うん、なかなか面白かったです引き出し多いですねやっぱりねあ,ありがとうございますだけどゴムタイですねヨーロッパについてお話してくださいとかボーンと出されるんですね。<笑><笑> ああそうなんですよね他の先生何話してるのかなと思ったんですけど、ええ、あんまりやっぱり医者とかですね理系の人がこう講師に来ることがないみたいで、うん、そういった点ではあの学生さんたちもしかしたら新鮮だったのかなと思いますすそ,そうですねいや村中さんの村中先生のお話よかったなんて皆さん思ってるんでしょうねきっとね。いや分かんないですけどでもまあ,あの意外と聞いてるなって思いました。<laughs> あの机に額を当ててる人はじゃあいなかったってことですね。まあ中にはいますけど、えー、でもすごく熱心に聞いてる子たちもいて、えー、あのちょっと難しいかなって思いながら話してたんですけれども、あのちゃんと<う>あの理解できるのでさすが大学生だなとは思いました。はい、さあそれではあニュース朝刊トップ5いきましょう。10月4日水曜日今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞。 円安150円台11か月ぶり昨日の外国為替市場円相場円売りドル買いの動きが強まり一時去年10月以来およそ11か月ぶりとなる1ドル150円台前半まで円安が進みました、まあ、現在は1ドル148円79銭あたりで推移をしています朝日新聞不登校2割増最多29万人 学校現場のさまざまな課題を把握するため文科省が実施する児童・生徒の問題行動不登校調査の2022年度の結果が分かりました不登校の小中学生は過去最多のおよそ29万9000人前の年度と比べると22.1%の大幅増となりました産経新聞「損保ジャパン顧客対応後回し説明」 中古車販売大手のビッグモーターの自動車保険の保険金不正請求問題、去年7月に損保保険ジャパンがビッグモーターへの事故車圧っの再開の方針を決めた後担当者が競合他社に対し、顧客への説明を後回しにすると発言していたことが昨日関係者への取材で分かりました。日本経済新聞半導体工場農地森林にも 政府は12月にも半導体など重要物資の生産工場の誘致に向け土地規制を緩和します農地や森林など開発に制限がある市街化調整区域で自治体が建設を許可できるようにします日刊スポーツ「林太郎プロか留学」 高校通算140本塁打を誇る花巻東のプロ注目のスラッガー佐々木麟太郎内野手が進路をプロ入りとアメリカの大学留学この2択に絞ったことが昨日わ分かりました国内の強豪大学や獲得を希望したメジャー球団には断り,とお断りを入れたと見られています はい。以上が、長官トップ5でした。さて、スタジオにお越しの医師の村中理子さんに話を聞いていきます。村中さん、今、5本のニュース紹介しましたが、村中さんにも以前お話聞きましたが、これ、やっぱり1ドルね、150円、まあ、一瞬、今は148円79銭あたり、1ユーロ155円という、まあ、この金額、これやっぱり気になりますよね。そうですね。そ<う>あのー 私は本当にユーロしか見てないっていう感じなんですけど、はい、まあドルが下がるとつられてユーロも下がるので、はい、あのー、昨日たまたまもう寝ようかなと思ってっあの目覚ましかけようと思ったらちょうどこのニュースが入ってきて、はい、えっと思ったんですけど。 またた介入したのかかななとか思いながあ確かにねあの介入したのではないかという話とか、えー、あとはですねその介入の前のレートチェックっていうのがあるんですがこれやっ でそれであの、まあ、反応したんじゃないかみたいなあ<ー>、まあ、いろんなことが言われているわけなんですけど、まあ、いずれにしても、まあ、円安傾向だとということですもねそ,それではです、ね、このあとはぜひこれ村中さんにお聞きしたいのが政府が20日に招集する臨時国会に大麻草から製造された医薬品の使用を認める大麻取締法などの改正案を提出する方向で調整ています。 調整に入ったといいます。 で現行法では大麻由来の医薬品は適切な実施計画に基づいた治験、これは認められているものの、医薬品としての使用は禁じています、でアメリカなどでは、えー、難治性の転換患者らへのこの活用が進んでいて、日本国内でも医,医療関係者から、えー、この要望が出ていたというんですね、で改正案は大麻草の栽培者免許に関し、産業や医療目的に拡大します。 で従来は繊維や種子、種です、ね、の,この採取目的に限られていました。 で若者らの乱用を防止するためすでに禁止されている所持あと栽培これに加えて使用禁止規定と罰則を盛り込みます厚労省の省委員会は去年9月有効性や安全性が確認された医薬品の製造や使用を可能とするこの報告書をまとめていましたまあ、日本での医療用大麻の容認ということなんですが村中さんこれはどうご覧になりますか はいあのー、容認してるんだけれどもさらにですね所持と栽培に加えてさらに使用禁止規制と罰則を織り込むということで、はい、まあ逆にですね、あのー、許可を持ってない人が持ったり使ったりすることに対して、まあ、厳しくなったっていう,ふうな形のニュースだと思っているので、ええ、逆に言うとあのヨーロッパ8月でしたっけドイツなんかでもそうです8月16日ですかね。の まあ普通のですね、あの個人での使用が OK になって、はい、これはあのドイツの方もですね、実際に合法化される前から、大麻って本当に身の回りに普通にあってあ であのなんか栽培してるのなんかとかがですね庭先とかに見えても誰も何も言わないし警察に捕まることもないっていうふうな野放しの状況がある中でどん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 やっぱり大麻をタバコよりも使う人が増えてるっていう状況があった特にタバコの方はもう体に悪いっていうことでですねあのー、税金がすごくかかっていて1箱1000円とか1500円とかものによってはもっとするぐらいの値段なんで値段でコントロールしてるようなところがあるんですけれども大麻の方が がむしろ安いって言ってみんな大麻にシフトするようなところがあったそういった中で目が届くようにということでやったんですけれども日本の場合はまだまだそんなレベルじゃなくてですねあのもちろん大麻が問題になっているってことが背景にはあると思うんですけれども同時にあの医薬品にも使えるようにするということで二重のなんか方向性を持ったニュースなのかなと思って聞いていてました、はあ、これぜひとも、あのー、村中さんにお聞きしたいのこれはあくまでも個人のイメージなんですけども、まあ、タバコ体に良くないのはよく分かってます。まあ私も はないからね、えー、まあでも吸う方たちはやっぱり美味しいとか何か気分が落ち着くとか思うでも一方のこの、まあ、タイマーマリファナですよね。これってそのなんかこうアッパーになったりダウナーとかなんか聞いたことがあってもうなんかタバコよりもこう精神的にこうなんかふわふわさせちゃうというかそういうことはないんですか えーとあのタバコは多分影響するところとしては肺なわけですよね。えー、で大麻ももちろんあの吸うものではあるんですけれども影響するのはやっぱり神経に関する部分ということで<ー>多分影響する部位が体の中で違うそれはあの単純に入っているものの成分が違うからということになってくると思うんですけれども大麻、えー、の煙が肺にどういう影響を与えるのかってことについてはちょっと私はわからないですね。あ,ーえーまああとはやははやりこのイメージででるんですけれども、まあ マリファナ、まあ、これは覚醒剤への入り口だみたいなこともよく言われますからね、まあ、だからドイツはなんかそれが、まあまあ、はびこったっていうと言い過ぎかもしれませんけれども当たり前にこうまあ 広まってしまったってことなんですね。そうですね。だいぶ、うん、あの日本でももしかしたら同じかもしれないんですけど、対馬、えー、と覚醒剤の間には大きな線があるっていう感じ方考え方なんですよね。ドイ,ドイツはですね。はい、でまあもちろん対馬みたいなそういう神経に作用されるものを常用しているとですね、もっともっと強いものが欲しくなって覚醒剤とかまああみたいなものにどんどん行くっていうことが懸念されてはいるわけですけれども、まあ対ぐらいだったらみたいなところはちょっと とあるというかタイまで済むんだったらそういう合成系の麻薬に手を出さないっていう風な考え方も一方ではあって多分だから、あのー、そういうふうにあのここまでなら OK っていうものを作ることによって本当にまずいものに手を出さないようにっていう風な 配慮というかね考え方の中でやっているのかなという感じです,ああういうですね。はい、あとこういうニュースもあります男性が受ける際は自費となる子宮経がんなどを防ぐための HPV ワクチンえこの接種について東京都小池知事男性への接種費用の補助も含めて検討する考えを示しました子宮経がんなどを防ぐための HPV ワクチンは小学6年から高校1年の女性などは定期接種の対象で無料で接種できますが 男性が接種する場合ほとんどの自治体で自費でおよそ5万円ほどかかります、まあ、これについて小池知事は都議会の本会議で HPV ワクチンは男性のがん予防や男女ともに接種することによる集団免疫の効果が期待できるとは今後国の検討状況などを総合的に勘案し男性接種にかかる区市町村への支援について検討していくと述べ 男性へのの接種費用の補助も含めて検討すする考えを示したと言いますこの村中さんといえば「ですね最新刊は新しい自由論」という本ですがその前「10万個の支給」というね本もお出しになっていらっしゃいますけれどこの小池知事の判断についてですけれどもこれはどうお感じでしょう あの日本以外の諸外国では、まあ、ほとんどが男子にもこのワクチンを定期接種にしているので、はい、あの流れとしてはいいと思いますし、うん、国もおそらくはあの男子の定期接種も検討しているという段階には来ているとは思うんですけれども、まあ、先駆けてやることでね政治的なアピールをするというところの部分がちょっと強いのかなと思います。はい、それで実際にはあの男子がこのワクチンを 接種することでで男子子自身ががが受けるベベネネフフィィッットトよりりりもやはりかなり女子の方がですねベネフィットが大きいというのも HPV に感染して男子がですね男性で多い咽、まあ、頭がんとか、えー、肛門がんといったがんになるリスクよりもいい女性が子宮頸がんになるリスクの方はずっと高いわけですけれども、えー、ただね、あのー、昨年あの子,子宮頸がんワクチンの積極的接種・干渉というのが再開して、えっと、今の大学生ぐらいの年代までがみんなキャッチアップ接種といって であの無料であの接種の機会を逃した人たちに対して接種ができる機会を提供しているんですけれどもここのキャッチアップ接種が実は全然進んでないという状況があって、はあ、定期接種の部分はですねだいぶ進んで、まあ、30%ぐらい全国平均で高いところだと560%すごいところだと70とか80みたいな熱心な自治体もあるんですけれども<ー>キャッチアップ接種が非常に問題で5%とか、ね、3%とかほとんど打ってない。 実は昨日、あの、その、港南女子大学の学部生の学生さんたちだったんで、はい、全員がキャッチアップ世代だったので、ちょっとどのくらい打ってるかっていうのを聞いたらですね、80人ぐらいの教室で2、3本しか手が上がら,上がらない。で、かつ聞いてみると、その子たちもキャッチアップ接種ではなくて定期接種の時に、親が打てって言ったから打った。 っていう子たちで、まあ、ごくごく一部の、あの、よく知っている人たちだけが親方です。子供にちゃんと打たせたっていうところがあったと。それで、後の子たちにキャッチアップ接種できることを知ってるかということを確認しようと思って。紙が来てませんでしたかと。あの、今からでも打てますよという手を挙げさせたら。ほとんどの子が手を挙げて、紙を持ってたんです、えー。持ってるんですね。私は知らないから打たないのかと思ってたんですけど、知ってるけど打ってない。うん、で、聞いてみると、やっぱり、その。 ワクチンを打って痙攣するとか危ないっていうのの、あのニュースを、まあ最後の多分知ってる。 ぐらいの世代でそれをまだ信じているそれで、まあ、このワクチンすごく安全性がもう証明されていて危なくないよ効果があるよということが分かってるんだよということを説明してもまだやっぱり不安に感じる子たちが残ってるということでですねかなりあのここの部分もっ,もっともっとただ通知を再開するだけじゃなくて積極的にまず女子の接種率を上げていかないと男子以前の問題だなっていうのはちょっと強く昨日感じました。はい 村中さんまた後ほどお話聞かせてください時刻5時34分です 時刻5時40分ですおはよう寺ちゃん今朝5時台は医師の村中理子さんにスタジオにお越しいただいておりますまあ、普段はドイツハンブルクにいらっしゃるんですけれども現在帰国中先ほどもお話伺いましたがいろいろ授業忙しいですもんね,、はい、ねえ、まあ、でもその授業の合間に今どうなってるのかしらっていうその自分の知りたい部分っていうのもちょっとこう取材ができますね そうですね、えー、あのどうしても日本にいないと日本の温度感というのかが分からなくなってしまって、えー、あのメディアで見たりとかってことでしかなくなっちゃうんですけども実際に聞いてみると話をして、はい、メディアで報道されているのとはちょっと違うような状況がやっぱりあるので、えー、すごくその生っぽい感じはでですすねねってくるとといいところです、ねはい、さあそれではここからはですね村中さんにこのテーマで話を聞きます。 ノーベル賞受賞、メッセンジャー RNA ワクチンが変えた医療の未来。今年のノーベル生理学医学賞が、新型コロナウイルスのメッセンジャー RNA、リボ拡散、うん ワクチンえ、こちらにですね。メッセンジャーリボ拡散ワクチンにつながるこの技術を開発した科学者2人に送られることが発表されました。で、共同受賞するのがカタリンカリコ教授とドリューワイスマン教授です。で、受賞理由となった。この技術、新型ウイルスのパンデミックの前は実験的なものでした。で、現在はそれによって開発されたワクチンが世界中で何百万もの人々に投与され、新型。ウイルスの ウルスの重症化を防いでいでます、えー、村中さん改めてこのメッセンジャー r n a ワクチンの仕組みなんですがこれどううういうものなんでしょう、はい、あのまずメッセンジャー r n a っていうのは何かということなんですけれども、はいまあ、メッセンジャーって言ってる通りですね伝令する人、うん、何か情報を伝えるものなんですけれども、まあ、遺伝情報あのいろんなです、ね、遺伝子っていうのは、まあ、その生物とかに関する、まあ、いろんな情報を格納してるんですけれども。はい そこの格納庫からですねこの生物はどういうものですよっていうコピーを取ってそれを例えば体の中のどこかの部位とかあるいは体の外の人たちにですねものに、まあ、えあの情報を与えるというもので、はい、その仕組みを使って新型コロナウイルスの遺伝情報のコピーを取ってそのコピーしたやつを人間の体内に送ってやることによってあの、まあ、そのウイルスがどんなやつなのかっていうのを教えるということが<ー>まあ ざくっとした仕組みということになっています、えー。はい。で、このノーベル賞委員会がですね、今回の受賞について、受賞者たちは、現代の人類の健康に対する最大の脅威の一つの中で、前例のない速さでワクチン開発に貢献した。まあ、こういうふうに評価しました。村中さん、今回の受賞っていうのはどういうことを思われましたか？あの、まあ、当然の大きな貢献で、はい、あの、まあ、これも。 去年も一昨年も取るんじゃないかっていうふうな名前、あの名前上がってたんですけれども、本当に実際にやっぱりワクチンを使って初めて収束させたパンデミック。要するに今までのパンデミックっていうと、広がるだけ広がって、もう亡くなるだけ人が亡くなってやっと収束だったんですけれども、はい、感染だけじゃなくてちゃんとワクチンを使って安全に感染を広げるってことに貢献できたっていうことですごく大きな命にインパクトを与えたので、あの、この受賞は 当然であるとただですねあのーまあ、これ簡単にやっぱりできたワクチンじゃなくてすごく苦労してワクできたワクチンなのでそこの部分がやっとこういうノーベル賞っていう誰にでもわかるような大きな賞で報われたっていうところがすごく良かったなというふうな感じはしています。まあ、だって18年ね 前,前ですかぐらいにあったってことですよね、これがね、はい、そこからこう、火の目見,見たというのが今回で,で、このノーベル賞候補の推薦は、ですね1月31日に締め切られで、候補となってすぐに受賞することはまれで,で、今回のカリコ氏らの受賞、選考プロセス、これを考えると、異例のスピードだと言われています。ここもススピピーードドなんですね異例の ねえ受賞もでこのメッセンジャー RNA ワクチンの存在が一般の人に広く知られるようになったのがやはり新型コロナウイルスの感染拡大のきっかけだと思いますがでも、このカリコ氏らの業績今、私2 0 18年前って言いましたがこれが2005年の論文に遡るんですね。 えー、このあたりだから2005年にもう論文があったってことなんですね。そうなんですよね。えー、結局あのみんなこのメッセンジャー RNA ワクチンで遺伝情報を伝えるとそれを作るって話だけ聞くとすごく簡単なように聞こえるんですけれども実際にはメッセンジャー RNARNA を人の体に投与すると。うん 勝手にもう消えちゃったりとかですねすごく体内でで不安定なわけです、はい、でそれを安定させるためにあのこれ「メッセンジャー RNA ワクチンの衝撃」っていうすごい面白い本があってあのこのシャーヒンさんですねの夫婦があの書いてるこのあのあの<え>ビオンテックの社長ですよね、はい、社長夫婦が書いてる本なんですけれども、えー、あのこの中でそのメッセンジャー RNA ワクチンを安定させるためにこうタンあ あの脂肪でくるんでやると体内で安定するんだけれどもそのくるんでやる脂肪を何にするのかっていう選定ですごくやっぱり時間がかかってるでこのコロナワクチンを作る時にもこれがいけそうだっていうやつがあったんだけれどもそんなに安くないでもお金がつくかどうかもわからないまだファイザーとも提携してないっていう段階でそれを買ってきてですねうまくいくかっていう,もう研究を始めてるっていうふうな感じですねかななりこの、まあ、お金もなくて まあ、いろんな意味でですねまだまだ前に進まなかったワクチンがパンデミックを機に、まあ、ここはどうにかして早くですね人類を救うために貢献しなきゃいけないということで、まあ、研究者が急いだってところの、ね、ストーリーから始まってずっとその苦労話があってですね非常に良かったんですけどあのこの時に2005年の論文で分かったことというのはそのメッセンジャー r n a のまあ、を投与するとさっきまあ安定しないって言ったんですけれども、はい、消えちゃうこともあればもう 大きな反応を起こしすぎて体に影響を与えることもある。マウスなんか死んじゃったりとかですね、そういうような実験をまあ動物レベルでやってですね、やっと安全性の高いものを見つけていくっていうことの、そのまあメッセンジャー RNA の一部をですね、あの違うものにちょっと置き換えてやると、そういった過剰反応を まあ起こさそのサイレントにね入っていくっていうことが分かったということでこれがこのメッセンジャー r n a ワクチンを実用化させる時の大きなブレイクスルーになってる、はい、2005年の論文なんで今受賞でもう18年ですから、ね、だからあの時その時には全くその注目されなかった技術とか発見が今人類を救うまあ大きなまあ発見にあの。 あのテクノロジーに貢献した、はい、ということになるわけですそういうことなんですね。まあだからその2005年に論文発表しました。だけどその当座は。 注目されななかったったてことなんですね。えで今村中さんあのお話しいただいた通り当座、えー、はだからこう論理っていうか理論としてはこれいいもんだってのはわかるけれどもでもあまりにも副反応が大きすぎたとか、まあ、そういうこともあった危険性っていうんですかね、まあ、そういうこのものもあったんだけれどもそ,、ね、それをまた、えー、ちゃんと克服したってことなんですね。 そうなんですよね、ええ、要するにこれ作ってねって言われても人間の体がですねメッセンジャーのよう送られてもちゃんとそれを作れるかどうかはわからないわけです。で作ってねっていう場所に作らなくてですね全然違うところに作っちゃったりとか必要な量じゃなくてはあ、はあ。ええ すごい全然関係ない量あるいは全然必要にない量に足りない部分しか作れない量とか質とか場所がですねうまくコントロールできないわけですで自分の体の中でまあ自分の遺伝子の中でそれが行われている分にはちゃんとこうレギュレートされている調整されているわけですけれどもそれを外から与えた場合にうまくその元々の人間の体にあるシステムにのけることが非常に難しかったんだけれどもまあこうしたですねいくつかの工夫を経て あのちゃんとターゲットに必要な量を必要な分、うん、必要なだけ必要な形で作らせるということに次第に成功しつされるという形であったということなんですね。そういうことなんですね。でこの同じ、まあ、今回この受賞のメッセンジャー r n a の技術なんですけれどもこれがんなどの病気での利用も研究されてるそうですね。そうですねあの元々このメッセンンジャー RNA ワクチンを作った このビオンテックという会社、はい、ビオンテックファイザーとあとはあのもう一個モデルナというアメリカの会社がありますけれども、はい、そのどちらもですね実はがん治療薬ををメッセンジャーの技術を使ってて作ろうとしている会社ですどっちらも全くがんの治療薬の会社だったんでもともとの業務に実は戻ったというふうに考える方がいいんですけれどもあのがん細胞ってどんなものかというと人間の正常な細胞がですね異常増殖している状態。 なのですけれどももともとのその人の遺伝子を含んだ細胞なんで人によって遺伝子全部違いますからがん細胞の厳密な形っていうかですね中身持ってる遺伝情報っていうのは人によって違うわけですはい。それをメッセンジャー RNA の技術を使うことで一人一人のそのがん細胞に合わせた、はい、あのターゲットそれをやっつけてくれるものを作るということで単にこれがん治療薬って聞くとまたあの 本当先生のオプツイボみたいなものとかですね、抗がん剤みたいなものをイメージするんですけれども、そうではなくて、オーダーメイドの。ーードね、一人一人違う。 がんの治療薬を作る。まあ、ここがターゲットになってて、今研究がまた再びそこに戻っているといった状況になっています、はい。その人に合ったものを作るってことなんですね。す結局、がん細胞は、がんって言うけれども、肝臓がんとか肺がんとかいますけれども、はいはい、一人一人全部違う癌がんの肺にできているその人のがんということで、同じ肺がんでも違うわけです。それをターゲットにしたものができるということで、<っ>実際にはその人のそれにターゲットしてないがために、 やっぱりそのがん治療薬って副反応も副作用もすごく強くてうまくいかなかったりってことがあったんですけれどももっともっと特化したその人だけにあったがんを攻撃する薬というのはできればもっと効率よくがんをやっつけれるんじゃないかという話があって、えー、今そこが進められているということになります,そ,す、ね、その他には例えばこのメッセンジャー RNA 用いるといろんな治療がやっぱりできてくるってことなんでしょうかそうですねあの、えー、みんなあの ワクチンとかですねあのがん治療薬みたいにこう何かを攻撃するものだけをメッセンジャー RNA って作るようなイメージもあるし実際にそれがすごく大きなところではあると思うんですけれども例えば日本の国内でも、はい、東京医科大学の伊隆先生のグループが変形性関節症というですねあのまあ だんだん年を取ってきたりとかあるいはまあ衝撃でなることもあるんですけれども、まあ、関節の軟骨がですね、まあ、だんだん減っていってしまう病気それで痛みが生じる病気なんかの時にですねそこの軟骨を再生させるような再生医療のような形で用いようとするような形であの治療薬の研究をしたりとかですね、うん、あの実際この井高先生のグループが報道によりますと。 この今回ノーベル賞を受賞したカリコ氏らとちゃんと意見交換をしてですね、あの作ってるというふうな話もありますし、あとはあの元々なんですけれども、あのファイザー、ビオンテックと ファイザーではではすねビオンテックとはもともとファイザーと一緒にインフルエンザのワクチンをメッセンジャー RNA で作ろうとしてたわけです。はい、というのもインフルエンザってこう毎年毎年型が変わって型が外れたとか言って全然効かなかったりするんでこれが全部のインフルエンザをターゲットにできるものがいいねということでメッセンジャー RNA の、まあ、インフルエンザの広く効く、まあ、ユニバーサルワクチンを作ろうとしてたんですけれどもこれをまた戻って。 でコロナの後にですねもう一回インフルエンザのワクチンを作り直そうという動きもあるただしコロナもそうだったんですけれどもコロナの全部の方に対応しているワクチンというのはメッセンジャー LNA は作れなくてやっぱりその変異株ごとにですね違う顔をしているのでその違う部分を コピーして遺伝情報を与えてやらないと抗体ができないってことが分かったのでこのインフルエンザのメッセンジャー RNA ワクチンの開発の方はだいぶ苦戦していてまだちょっと先になりそうだということは聞いています。すはい、ええーはい。まあだけどこれやっぱりメッセンジャー RNA の利点っていうのはすぐできるっていうことなんですかそうですね。えー、あの例えば今までのインフルエンザワクチンなんかだとまあ例えば 生ワクチンとか不活化ワクチンみたいなもので言うと、細胞を培養するという過程が絶対に必要だったわけです。つまり今までは、まあウイルスなり細菌の本体の一部をですね、ある、あるいは全部を不活化といって、全くその病気の活性がない状態にしたり、あるいは弱毒化といって、まあ、うっすら感染させるんだけど、発症はしないぐらいにまで感染を、力を弱めるといった、まあプロセスを経て、 それを人にもともと、ね、生のものでできたで生物製剤というふうにいいますけれども、はい、それがただそのメッセンジャー RNA っていう情報だけですよね。こうやってコピーでこうやってあのここに新型ウイルコロナウイルスってこんな顔してるんだよっていう情報を入って免疫に見せてあの見せてというかねその 偽物のコピーでやっつけさせるって感じ、えー。本物じゃなくていいんですよね本物じゃないものに対して抗体を作らせるっていうプロセスなんで、えー、このコピーを作ることはすごく簡単なわけです。はい、そういった意味で大量生産が短期間でできる。さっきも言ったようにインフルエンザワクチンなんかだと、今のように5月に型が決まって、ずっと製造するのに培養の過程がいるので、10月の終わりぐらいに実際に物ができるようになっちゃうっていう形だったんですけれども、えー、メッセンジャー A だと大量にできるので、もしもインフルエンザワクチンも開発ができるとすれば、型をね、やっぱり。 スイッチすればギリギリまで型を選ばないでそこから製造が始められるのでかなり変異を起こす前の段階で型を決めて作るってことができるようになるので型を合わせやすくなるっていうことは言えるんじゃないかなと思います,、えーすね、まあでもこの今回受賞予定のカリコ氏っていうい方はハンガリーで生まれてねそこからまあでも結構大変な人生を歩んでお金なくてなんかもうちょっとえしょうがないからこう外国行こうなんて言ってそこでまた研究したりとかです ね、そうなんですよね、えー、ただこのやっぱり技術にちゃんと目をつけたビヨンテックの社長ですよねはーはーこの人がやっぱり素晴らしくって、えー、どんなにいい研究でもこうやって論文の段階だと注目されなくて埋もれちゃうことだってでもどんな小さい論文でもどんな発見でもいいものをちゃんと見つけれる人がいたっていうのがまたこのワクチンの いい運命だったかなと思いますはい、はいえ。今朝ご時代はですね現在帰国中の普段はドイツハンブルクにいらっしゃいます医師の村中理子さんにお話を聞きました村中さんありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますはい、10月4日水曜日今日の天気は雨時々止む日本放送新葉一華の OK コージーアップ 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。おはようございます。日本放送アナウンサーの小永井和穂です。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新葉一かの ok ジーアップこの後8時までの生放送です今週は飯田浩司アナウンサーが休暇でして変、えー、わって私新葉が今日はパーソナリティを務めますアシスタントは小永和穂アナウンサーですよろしくお願いよろしくお願いしますこうやって番組で一緒になるの多分初めて本当に初めてです,ねですよねうん、うん 日頃はよく話してるんですけどそうですね3月に東北に取材に行った時は新業さんのドライバーのようなすいません私が運転できないばっかりに申し訳なかったです新業さん助手席に座られているのでもうもう以上にしっかりアクセルそしてブレーキも慎重に優しくありがとうございます。素晴らしい運転でしたとんでもないですありがとうございますいやいや で今日は玄関出た瞬間からああ、寒いなっていう感じでしたね本当そうでしたね、で今、日本放送屋上の温度計がなんと18度、ね、20度下回ってるんですよ、ねね、で今日の東京の予想最高気温が22度ということで、うん、昨日より5度くらい。5度も はい下がると,もっとねあの体調管理、寒暖差激しいですからね,、うん、あのね気をつけていただきたいところですがね,ね今日はちょっと羽織るもの必要になりそうですね、えー、体調崩さないようにお気をつけください、うん、そしてまあ最近はですよあの、はい、ラグビーワールドカップとか、えー、アジア競技大会とか、はい、もう本当にスポーツの話題で連日盛り上がってるんですけど、えー、今朝まあスポーツ新聞見てみますと裏一面が、えー、バレーボール男子日本代表の昨日の戦いぶりが書かれていて。はい えー、サーブよし、コーレシーブ見せたブロック職人、これぞ竜神日本とこう産経スポーツは書いていて、うんえー。スポーツ日本もやっと本領、今大会初ストレート。うん、日韓スポーツ、魔の第三セット、石川打ち勝ったというふうに。書かれています。はい、いや見事でした。いや、見事。出た。スティックバルーン。実はですね、私あの、昨日、はい、この試合を観戦で。 取材で行行っってててまままいりまして行ってきましきたかなもう本当この竜神日本竜の神と書いて竜神日本男子のバレーボールなんですけども、うん、あのこのグループリーグや8つのチームがある中で上位2チームがオリンピックへの切符を今この大会では手にするということなんですが日本が3日前のエジプト戦敗れてしまいまして。うんねで この勝敗ラインが6勝1敗らしいんですね。となるともう日本はこれ一つも負けられないぞという中での昨日のチュニジア戦だったんですがストレート勝ちをしてもう選手の中でも普通のバレーボールをすることがなかなか難しかったけど昨日はようやく普通の試合をすることができましたと。 <夢>すごくこう選手も笑顔が出ていて雰囲気もいいなっていうのがねリラックスしているにも見えましたよねそうですね本当にあのそれぞれの選手の力を発揮できていたなというふうに感じたんですが、うん、小永井アナウンサーってそういえばバレーボール経験者なんですよね実は,ね本,当実は本当に名乗るのも恥ずかしいぐらいなんですが。<laughs> 2年くらい高校で男子バレーボールやってまして 2> 2どこをやってたんですか役割的にはセンターというあの主に結構、背の高い方がやるところなんですが私の、まあ、たまたまちょっとこうひょろっとしててちょっと身長があったもので <laughs> よし、小永いセンターなって言われたんですが<ー>そこは1、まあ、試合でこうセンターのポジションって右にも左にもブロックでジャンプするす、うん、とにかく飛ばなきゃいけないすごい疲れるポジション。 結構疲れるポジションで、ね、ブロックアウトとかも考えなきゃいいけないしそ,そう昨日のも日本の選手はブロックもバンバン決まっていましたし<ー>本当にこれ素人目なんですが、うん、チュニジアの選手と比べて日本の選手は、ね、下半身、足がよく動いていて<ー>でこれも私も高校時代にもう相手のサのアタックはもう手で行くなと。 下半身でもう体でそうなんだまず下半身からいくと手だけ出すんじゃないですか、体ごと行けと結構チュニジアの選手はこう手,手だけでこうなんとかっていうところがあった中で<ー>日本の選手は体を使っていたなとうよ,うな、ね、よく動けていたで、しかも諦めないでつないでいってっていうシーンもた、ね、た<っ>たくさんありまししねねそうで試合結果もさることながら、うん、昨日のその会場なんですがね、ぐ 3つの種類がものすごいありましてこのスティックこのバルーンもそうですしあと T シャツがあったりアクリルスタンドがあったり<ー>缶バッジがあったりキーホルダーがあったりですねすさらにはまあ今この目の前にありますがこういった。あのー キャラクターであるバボちゃんのバームクーヘンがあったりとですねいいいいもう日本中の推し活雑貨がここに集まっているといったぐらいのですね本当、ね、にアクリルスタンドとか聞くと推し活ですよね本当にそれぐらいであのなんかバボちゃんとコラボしているこの缶バッジにはこの女子の選手なんですが小賀紗里奈選手をアニメキャラクターのようにしたこういいお目目ぱっちりのこういったね<ー>あの。 アニメ風のコラボと,というのもありまして人気アニメ、ハイキューとのコラボもあったりと<ー>本当にグッズがさまざまあってで会場の雰囲気もやっぱりこう選手と観客の距離が近いうん、うん、お超満員で,で皆がこうバルーンを持って、うん、本当に DJ のような、ね、かなりりりの盛り上がりでしたまあ一体感あってね、うん、いいですよね、こういうのってね,そ,うですねそのミニバウムクーヘンは私にくれるんですかもちろんです。もちろん ヤンヤ15個入ってますからどうですか8個ぐらい行かれますか気を使ってます私 <laughs> リラックスして楽しんでいきましょう、きつかなくて大丈夫わ、はい、かりました、えー、みんなで食べましょう、番組、はい、みんなでいただきましょう。う新庄一花の OK コージーアップ、早速ツイッターでいろいろ感想もいただいてるんですけど、綾瀬の達パパさん、やっぱり小長井んのスポーツ読み、感情をこもってて楽しいといただきましたいやいやありがとうございます、さすが、ねえ今日ドキドキキですね本当にセ・リーグもパ・リーグも、最後の最後まで分かりませんからね。ぜひ

この国を蝕む神話解体について伺っていきます、えー、今日取り上げるニュース6時50分頃からのニュース7時またには木原防衛大臣オースティン国防長官と初会談のためワシントンへ、えー、そして今月からふるさと納税の見直しがスタートというニュース取り上げます7時10分頃からのおはようニュースネットワークは岸田政権発足から2年補正予算案は臨時国会で会期内の成立を目指すというニュースそして2つ目は鈴木 宗尾参院議員党に無断で渡航中止勧告のロシア訪問という2つのニュース取り上げます7時30分頃ニュースプラスワン、ホテル業界のカスタマーハラスメント問題についてえホテル評論家の滝沢信明さんとお電話つないで伺っていきます7時40分頃ここだけニューススクープアップオーバーツーリズム対策宮島では訪問税がスタートというニュースを取り上げますニュースに対するご意見などメールと x でお送り くださいメールは「 コージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で cozy コージーアットマーク 1242.com です x のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242でお待ちしています今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5名の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントしていますさらに今日は私が感染 してきましたバレーボールの情報満載の雑誌産経スポーツ臨時増刊号ワールドカップバレー2023竜神日本観戦ガイドブックを5人の方に差し上げます男子代表竜神日本の特集です赤い壁に腕を組んだ3人の選手石川雄貴キャプテン西田裕二選手高橋藍選手が腕を組んで 豪華インタビューががありますす<ー>こちらの表紙が目印です中見ますとですねオールカラーで写真もふんだんに使われていて充実してグラビア雑誌なんじゃないかというぐらいね<当>選手のこうかっこいいプレーそしてはげ、ね、あの素晴らしいプレーしている様子やオフの様子までねありますのでねあのこちらの、えー、税込み2000円で都内23区のファミリーマートと一部書店さらには通信販売サンスポ e ショップか Amazon でも発売中ですが今日はこちらを 5人5人の方にプレゼントということですご応募はメールにてこじーアットマーク 1242.com こじーアットマーク 1242.com 懸命にバレーボール本希望バレーボール本希望とお書き添えください今日の23時59分まで受け付けます当選者は発送をもって返させていただきます さあこの時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんおはようございますよろしくお願いします、はい、はいおはようございます為ドットコム総研中村ですよろしくお願いいたしますいは現地3日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日に比べて430ドル97セント安い3万3千2ドル38セントで取引を終えました ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は248.31ポイント下がって1万3059.47でした円相場は前日よりも円高ドル安の1ドル149円02銭付近で取引されています 日本とアメリカの金利差拡大を背景に海外時間は円安ドル高が先行日本時間23時に発表されたアメリカの8月ジョルト求人件数が市場予想を大幅に上回る結果となったことを受けてドル円相場は昨年10月21日以来となる150円台まで下落しましたしかし直後に心理的節目となる150円を下抜けた ことで円相場は数秒間で約2%上昇一時147円31銭前後まで円が買われましたこの動きについて財務省幹部は円外介入を行ったかどうかはコメンノーコメントだと回答しています円相場はその後円の売り戻しが入り現在149円前後での値動きとなっております 本日は神田財務官などの日本の当局者からのこの動きについて説明があるかなど注目されますまた本日ニューヨーク市場ではアメリカの9月 ADP 雇用統計や9月の ISM 非製造業景況指数などの注目経済指標の発表が予定されています以上株と為替の情報をお伝えしました中村さんありがとうございました、はい、ありがとうございました 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新葉一華の OK コージーアップ今日はこの時間から登場ですコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんですおはようございます,よ,いますよろしくお願いしますえー、それではこの時間は今日の長官各紙記事をご紹介しますえー、各紙ですね一面は、えー、岸田政権2年目という風うな見出しで、えー、一面を飾っているまあ掲載しているという状態なんですけれども加えてですね、えー、3月1 読売朝日そして毎日の一面に、えー、記事が載っているのがですね読売新聞の見出しから取りますいじめ1割増68万件、えー、昨年度最多小中不登校29万人という記事でして、えー、全国の小中高校と特別支援学校で2022年度に認知されたいじめの件数が、えー、前年度から1割増の68万1948件に上りまして過去3 と過去最多となったことが文部科学省の問題行動不登校調査で分かったということですそして中開いてみますと不登校の小中学生はおよそ29万9 0人と前,前年度と比べておよそ5万4000人も増えたということなんですが学校以外での学習を広く認めた教育企画 教育機会確保法が2017年に施行された後、えー、無理をしてまで学校に行かなくてもいいという意識が広がったことに加えてコロナ禍での一斉休校などで子どもたちの生活リズムが崩れて急増につながったのではないかということが書かれていいますねじめが1割増って別にいじめがひどくなっているというよりは積極的に認識するようになった結果、うん、把握している数が増えているっいことですね。はい、不登校ももだから今おっっしゃったようにねその、まあ、もちろん コロナの影響もあるのかもしれないんだけど、まあ、学校に無理やり行かなくてもいいっていうことになったからってことで、ね、別に学校全体がどんどんひどくなってるっていうふうにあんまり取らない方がいいかなという感じはしますよね、うん、そうですね、えー、そして一方でそのフリースクールなどはちょっと不足しているんじゃないかということも書かれているんですよね,、うん、ねなかなか対応しきれないこの、ね、読売の記事なんかも読むと本当学校側がちゃんと対応してくれないみたいな話もあって確かにこ,これだけ読むとひどいなと思うんだけど学校は学校でに先生のブラック労働化ってめちゃくちゃもう 問題になっていてい、えーえー、やる業務が多すぎるんで、うん、一人一人のねその不登校時とかねいじめの問題とかに向き合う時間も取らなきゃいけないんだけど取れないっていう現状もあるってことは認識しといた方がいいんじゃないかなと、うん、なんかで、ね、もう一層これ抜本的な対策なんてありえないっていうか、うん、人が30人40人集めればどんな会社だって何だって、ね、いじめが起きるわけですからね。小中高はいじめがあるけど大学はいじめがないなこれはなぜか。 大学でいじめあるのは大会系の部活だけですよ、うん、要するにクラスがないからなんでね結局ねその閉鎖的な空間に人を放り込むと必ずそこでハバ争いが生まれたりとか、うん、一人をいじめたりって必ず吊るし上げが起きたりとかするので、うん、もういっそ小学校とかにもクラスなくして大学みたいな授業ごとに組み替えるとか、うん、もういっそのぐらいことやるといじめ少しは防げるかなって気もしますけどねこの時間長官各紙ご紹介しました えー、お送りしています新葉一華の ok 工事アップ今日のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです、えー、この時間はですね佐々木さんの最新刊この国を蝕む神話解体について詳しく伺っていきたいなと思っておりまして私もあの 読んでいたところなんですけれども、この神話っていう言葉が出てきていて。その二十世紀の古臭い神話とは何かというところから、導入は入っているんですよね。そうですね神話って言うと、すぐさ戦,争戦争前のね。なんか、日本の戦前の右翼みたいな、そういうふうに思う人が多いと思うんだけど。うんうん、僕は今の日本の、このテレビとかのね。まあ、ワイドショーとか、いろんな世論を覆っている神話ってのは、そんな古いものじゃなくて。だ、はいたいね、千九百七十年代から八十年代ぐらい。 もう少し正確に言うと今の段階の世代、はい、70代後半ですけれども。はい 彼らが作り上げたなんかイメージみたいなものいま、ね、だに日本は取らわれてる感じがあるんじゃないかなと思うんですよ。例えば反権力みたいなのもそうだしね、はい、なんか市民感覚とか庶民の目線みたいなのもそうだし市民感覚なんてまさにそうでなんかいまだにね政治家は市民感覚持てとかねなんか高級レストラン行ったら庶民感覚が足りないとか言ったりするんだけどでもその市民感覚って本当に正しいのかっていうと実際なんか彼らが頭の中でイメージしてたのが市民感覚ってのあったんだけど本当に 本物の市民感覚って今や SNS ってこう。 日本に出てきてきるわけでそれはメディアがイメージしている市民観覚とは全然違うネット世論だったりするわけで<ー>そこのずれってどう思うのみたいなところあるわけですよね。えーえー、そういういなんかねよくわからない市民に対する過大な期待とかうん、うん、そういう神話がね我々の社会をねすごく覆い尽くしていて、うん、まあ言ってみればステレオタイプなわけですはは、うん、<laughs> はいはいはい、はい、あのショーを見てみますと例えばこう社会の神話とか、うん、あ先ほど佐々木さんがおっしゃった反権力の神話とか。うんうんうん メディアの神話とか章、うん、がこう書かれているわけですけれども例えばその,日本に必要なのはは反反権力ではなくて反空気だというふうに書かか反権力と言いながらその反権力と言ってる人がなんか同じようなステロタイムのことを言いまくってるみたいなのを見ると<ー>そういう中でいやいやそのみんな同じこと言ってるんじゃなくてこういう意見もあってもいいんじゃないのっていう打ち破るような。 その空気の突破力の必要だと思うんだけどんなんか反権力と言いながら結局自分たちも同じ空気の抑圧に巻き込まれて同調 <laughs>、はい、圧力が起きちゃってる状態ってあるんじゃないかなと思うんですよねうん、えー、佐々木俊直さんの「この国を蝕むむ、えー、神話解体」という5本徳間書店から出版されております。<music> お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます 毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組新業一課の OK コージーアップえこの時間は今日のコメンテータージャーナリストの佐々木俊直さんと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます引き続きよろしくお願いしますまず取り上げるのはこのニュースです <coughs> 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 木原防衛大臣オースティン国防長官と初会談のためワシントンへ 木原防衛大臣は就任後、初めてアメリカのオースティン国防長官と対面で会談するため、昨日午前、ワシントンに向けて出発しましたワシントンではオースティン国防長官と初めて対面で会談し、相手のミサイル発射基地などを攻撃できる反撃能力をはじめ、日本が進める防衛力の抜本的強化を踏まえて、日米の役割分担や装備品の整備などについて意見を交わしたいとしています。 また北朝鮮による弾道ミサイル発射の情報を韓国を含めた3カ国で即時に共有する仕組みの構築や海洋進出を強める中国への対応などで緊密に連携していくことを確認したいとしています、うん、木原実さんあんまり今まで名前知らなかった、はい、初めての大臣ですよね五十四歳で二世じゃなくてですね神奈川の自民党の政治大学院っていうあのなんか政治を管理 育成する期間そこを卒業してで公募で熊本から選出っていうね。<ー>で何やってきた人かって2019年の安倍政権の最後の頃ぐらいに、えー、っと総理大臣補佐官で国家安全保障担当っていうだから一貫してそこからまだ4年ぐらいですけども安全保障を専門にやってきてですね特にあの防衛装備品の輸出の問題、はい、解禁ですよね。えーえー、これ結構今ホットな話題であのちょうどほら 次期戦闘機をねうん、うん、イタリアイ,イギリス日本の三角国で共同開発するってことが決まって、はい、そうするとそれを輸出できないと三角国だけで使うとも、うん、儲からないよねと、うん、そうすると防衛産業としても困るよねっていうので、えー、まあその共同開発した戦闘機をねその他の国に売るっていう方向に行かなきゃいけないそうするとある程度解禁しなきゃいけないよねこの防衛産業もねよく言われるんだけどあの何、はい、だろう 軍需産業が儲けて日本を戦争に追い込もうとしてるとかいう人がいるんだけど、うん、これ全く逆で日本の例えば防衛産業ってあるんです三菱重工とかね、はい、でも日本の自衛隊にしか売れないのでマーケットが小さすぎて全然儲からないからもう撤退したいみたいなね方向になってきてで防衛省はいやいやそれじゃ困るんで。 あのなんとか頑張ってくださいっても資料を叩いてるって状況だからこれが輸出ある程度できるようになるとマーケットが広がるからまあ東南アジアとかのいろんな国に売るってことにすればねそうすると防衛産業も成立するよねだから防衛産業が大儲けするために国をに戦争にたきつけてるなんて本当にさっきの話じゃないけど1980年代から古い神話でしかないってことにもうちょっと知らなきゃいけないかなとでこの今回のオースティン国防長官との会談ですけどいろんなことを話し合ってると思うんだけど特にねに 日米韓のね、枠組みどうするのかって、結構ホットな議論じゃないかなっていう。日本とアメリカは、まあ、安全保障条約がありますと、うん、安保条約がね。はい、で、米韓は、米国と韓国は、まあ、あのー。米軍とか、あのー、韓国軍と米軍が統合司令部になっているので、はいえー。完全にその米国軍の、米軍の下に。 韓国軍があるってそういうい仕組みなんですよ、ね、ところがに日本と韓国の間には何の軍事条約もないと、うん、まあそういうことで言うとまたね韓国なんかほっとけって怒る人が出てくるんだけど、まあ、そういうこと言ってられる状況でももうだんだんなくなってきてこんだけねそのロシアとか中国、うん、北朝鮮っていうね、えー、核保有していてなおかつまあ強権国家みたいなのが、ね、増えてきている状況の中ではもう少しなんとかしなきゃいけないよねと、うんうん、で韓国はねここ数年すごいんですよ。あの 独自に核保有韓国がしますかっていうのを言うと<ー>7割ぐらいの韓国人が核保有すべきだって答えてるっていう、ねえー、まあ日本よりもさらに北朝鮮の隣っていうか、えー、まあ国境を接してるんで危機感強いってことなんでしょうね。<ー>でなおかつね最新のこの6月ぐらいの世論調査を見ると日本との軍事同盟を結ぶことについても。 52が賛成そうなんですよ日本はね <laughs> いや韓国ちょっととか思ってるけど逆に韓国はそうなってるっていうのは知った方がいいかなと思いますね。はいはい え先ほど木原防衛大臣オースティン国防長官と初会談のためワシントンへというニュースで、まあ、日米韓のこの3カ国でっていうお話がありましたけれども、うん、韓国は核保有したがってると、うん、でもこれもねなんか微妙な世論で,、はい、でだ実際核保有なんかできないですよね,、えー、ね核不拡散条約とかに加盟してるわけだしでそもそもアメリカはそれを許さないだろうと。だからまあ韓国国内ではね なんだろう日本も一緒に核を持ってほしいみたいなことを言ってる指揮者もいるらしくてそれもどうなんか日本が核を持っているのは現状の世論で考えると、まあ、ありえない、うん、あくまで日米安保条約の枠内でってことになるわけですよねで。韓国が核を持とうとすると当然米韓の軍事条約がまあ壊れる米韓同盟が壊れる可能性があるわけですね。うん、実際これもねだから韓国で世論調査すると えー、米軍の、ね、在韓米軍が駐留してるってことと核兵器を持つってことをどっちを優先しますかって聞いたら、うんえー、やっぱり米軍駐留の方がいいって言ってる人が多い、うんね、核保有の方が少ないだから、はい、核保有したら米韓同盟壊れるでも核保有したいっていうなんか異様にジレンマのある。 特殊な世論だなっていう、ね、だからこの辺がねやっぱ我々から見ると韓国今一つ信用ならないなっていうねぶれてるなって思うとこあるんですよね、はい、ただねやっぱ韓国の世論も本当に変わってきてるし、うん、この前の,あの例の福島の原発の処理水放水だって放出だってねなんか中国とかものすごい食ってかかってきたんだけど、はい、韓国は意外に冷静で一部の,その左派系の政党とかが反対しただけで世論調査見てもあるいは今の現政権とか特段反対もしてないと。うん、だその辺はね日本ととしてもある程度ちゃんと受け止め うん、つつ,つあのきちんとここで韓国も仲間に引き入れてですねロシア、北朝鮮中国と対抗軸を作っていくってことをしていかないと、うん、いつまでも韓国をけしからんて言ってるだけでやっぱちょっとこの先未来がないかなって感じも個人的にはしてるんですけど、ね、今この緊張感高まっている状況だとなおさ韓国がだって一時ほら前政権の時は左、ね、派政権の時は中国寄りになってしまって,て、はいて、えーえー、もし北朝鮮と、ね、韓国が全部向こう側に行ってしまったら日本はもう直接向き合わなきゃいけない 強権国家とね、でもそういうことになるのはやっぱり避けたいしあの、韓国にはね、干渉地帯に日本としてはなってほしいなって気持ちは正直あると思うので、そこはうまくやっていくしかないかなとは思います、はいえー、続いて、がらりと変わりまして、うん、こちらのニュースを取り上げます今月からふるさと納税見直しスタート。 総務省は10月からふるさと納税の返礼品に関連する基準を厳格化して運用を始めました具体的には自治体に対し確定申告を行わなくても税の控除が受けられるワンストップ特例制度のために必要な書類などの発送費用や仲介サイトに支払う手数料もすべて経費に計上して5割以下にするように求めているということです 過度な返礼品競争で5割を超える自治体が相次いだために10月からこの基準が厳格化したということなんですけれどもこのま,ま基準が厳格化したことを受けて寄付額の値上げや返礼品の内容を減らすなどの対応に追われる自治体もあったそうですうんこのふるさと納税ねもともとの狙いは、ね、これ菅義偉さんが始めたんですけども、はい、非常に良くてね結局、まあ、ある種社会分配都市に 人口が偏ってしまっているところを、まあ、地方にももう少し、ね、分配を増やしましょうっていうところは良かったんだけど、ええ、結局んだろう返礼品目当てでふるさと納税するっていうだからふ,ふるさとに納税するっていうよりも返礼品に納税するみたいなねそっちに過剰に行ってしまってなおかつほらふるさと納税のなんかポータルサイトとかいっぱいあるじゃないですか。ああい、ね、うとこで検索しておいしそうなものを見つけて買うみたいなねことをやってしまった結果。 あの同じその地方でもねすごい格差が生まれてきて<ー>どういう格差かっていうと、ええ、海産物とと肉のあるるる土地が異常に強いいっていう、ねうん、<laughs> 両方とも冷凍でできかかららなるほど持つからですよね野菜がね美味しいところはねあんまり売れない <laughs> なぜかっていうと野菜箱でどさっと送ってこられても、うん、食べきれないじゃないですか冷凍できしにくいしね。っていうのでみんなねもうやたらとあのいくらやらウニやら。 ね、数の子やら牛肉やらとかそっちに行ってるしまうとだから自分とこで,で作ってないのに何だろう加工だけしてうちは肉だとかね打ち出したりとかだからあ<ー>、あのー、原材料がその届けで生産されたものに限るにしま,す、はい、し,ましょうっていうのはそういうところがあるからなんですよね。ででももそうっっても、ね、なんか本来の意味ではやっぱり なんかその土地に愛着があったりとかその土地を応援したいのでふるさと納税するって仕組み自体はね頑張って維持してほしいんですよ。例えば最近だとねあのあれです福島の原発処理水,、はい、放,水放出が始まったのでいわきの海産物みんなで応援しようってんでわーっといわきの、ね、ふるさと納税が増えたってのがあって。 僕も、ね、買いました、ね、ああそうなんですね <laughs> 結局海産物買ってるんだけど特、ね、<laughs> にいくらセットとかを。でそういうのがいいなとあと何年か前ほら新潟の糸魚川で大きな火災があって、はい、大変な状況になったことがあってあの時も、ね、糸魚川に僕ふるさと納税して、うん、あれはね確かその緊急のふるさと納税みたいな感じで返礼品なかったんですよ<ー>だからもう完全に税金をそっちに、ね、あの糸魚川に渡しますとその代わりに別に見返りは入れませんみたいな感じ、うん、みんながたくさん。 伊東以外のふるるさと納税するっていうだからそういう水害が起きたりとかね、はい、災害が起きた時とかにふるさと納税するとか、うん、なんかこの町を応援したいとかねあるいはまあせっかくだから行ってみて、うん、その町にねここの町好きだよなとか旅行通りがかったら本当にこうよかったと思ったら後日ね東京に戻ってきてからそこにふるさと納税するとかね、うん、なんかそういうのがあってもいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、だから結局これはもう納税する側の心の持ちようの問題になってくるかなっていう。 本町に,に行ってみたりとか、うん、もしくは災害であったりとか、うん、何かあった時に応援したい、うん、まあここを助けたいっていうその気持ちからふるさと納税につなげていくっていうそういう心持ちをみんなで持つ、うん、そういう文化を作っていくってことが僕は大事だと思いますけど、ねうん、そうなってくると少しちょっとこうクラウドファンディングにも似てるような気がしますよね。よね応援型のクラウドファンディングとかレディー・フォーみたいな,やつあ,ないあ,ありますよねああいうものをふるさと納税でやるっていうね<ー>そうするとまあ自分の側としてもなんだろうこう クラファンにお金を投じるよりももう少しなんか税金を自分の住んでる町から移すんだっていうねう税に対する感覚もちょっと変わってくるのでうん、うん、認識としてね,、うん、そ,うねそういうのは大事なことかなと思いますしねおはようニュースネットワーク最初に取り上げるニュースはこのニュースです岸田政権発足から2年補正予算案は臨時国会で会期内の成立を目指す 岸田政権は今日発足から2年となります。岸田総理は NHK のインタビューに応じ、経済対策の裏付けとなる補正予算案について臨時国会に提出し、会期内の成立を目指す考えを示しました。また、所得税などの減税策の必要性について、今後の与党の議論を踏まえ判断する方針を示しました。 この中で岸田総理大臣は2年間の政権運営について数十年に一度起こるかどうかというような出来事が次々と起こり国内外で歴史的な転換点といえるような状況を感じてきた先送りできない課題に一つ一つ正面から取り組み勇気を持って決断し実行してきた2年間だったと振り返っています。 まあ安全保障政策とかね、外交は僕、非常に大きな功績をこの2年で残してると思うんですけど、いまだもやもやしてるやっぱり経済対策で、はい、新しい資本主義、いまだになんだかよく分かんないよねと思ってる人もいっぱいいると思うんですよね。で、今回ね、あのー、経済対策の目的ってんで、首相官邸の会見でですね、 コストカット型の経済から30年ぶりに転換するって岸田さんがおっしゃっていてこれは僕ね結構注目すべきポイントだと思うんだけどこれについて何か書いてる人いるかなと思って新聞とかウェブメディア調べたらあんまりなくてですねみんな注目してなくて1個だけあの元全国紙の経済記者だったっていう年配のジャーナリストが。 コストカットしなくていいのかとか怒ってる人がいて、いやそうじゃないんですよコスト型のト型の経済って何かっていうと、はい、まあ日本はねその2000年ぐらいから不況に入り始めて、でまあグローバリゼーションの中でね日本のその産業ってのはあまりにもコストが 高すぎるとだから輸出競争力落ちてるっていうのでうコストカットしてとにかく、まあ、引き締まった産業にしなきゃいけないっていうのはあったで確かにねそ,のそれまでの高度経済成長からのノリでわーっと大きくなっていって日本がんであんまりコストとか考えないでガンガンやってきたっていうのは確かにそうなんですよだからそこを一貫引き締める、ね、筋力の高い感じにするっていうのは確かに大事なことだったんだけどその後の,その平成のねこの20年30年の不況のデフレの時代に何が起きたかっていうと、はい、コストカットしかしなかった。 ね、例えばほら、あのー、マクドナルドの、ね、社長になった某なんとかさんって有名な経営者とか何人かそうなんだけどとにかく成功した経営者って思われてるんだけど実際やったのは従業員の給料減らしたりとか人員削減してるだけみたいなね、はい、そうすると見た目上はほら、ね、売上が変わらないのに、はい、コストが減れば。 利益が増えるじゃないですかそう,です、ね、そうしたり利益をねあの V 字回復させたとかっていうふうにすごいもたはやされたんだけど、うん、その人がいなくなった後は見てみるともう新しい商品開発もできずですねサービスも低下して獅子類類みたいなね感じになってたわけですよね。うんはい で結局コストカットしたはいいけどコストカットしたその後にどう成長させるかっていうビジョンがないままコストカットばっかりしてきたのが日本のこの平成不況の時代だったっていう例えば人員削減して、ね、その非正規用にどんどん変えるとで正社員減らすとそうするともうすごい、はい、労働時間が長くなってですねみんな給料増えないのに管理職やらされて。 新しい若手も全然入ってこないのに、うん、同じような雑もずっとやらされてってね、うん、でそんな状況で新しい商品とかね、はい、新しいアイデア新しいビジネス生まれるわけないよねと、えーえー、で結果的にみんな外資系の企業とかね、うん、あのそれこそ外国とかに流れていってしまって、うん、日本のそのなんていうのかな開発能力みたいなね、うん、そういう力がねどんどん落ちていくってことが起きたと、うん、これお金もそうでね、はい、例えば日本って今金融資産が。 えー、2,000兆円ぐらいあるって言うんですよまとめて家計の、うん、でそのうちの半分はね預金なんですよ現預金<ー>、ね、で投資お金がからたくさんあってそれが投資に回って例えば我々が今ほら投資しましょうみたいなさすがに言われて兄さん使えとかね,ね言われてるじゃないですかでその投資したお金が投資銀行に行ってその投資銀行が例えばベンチャーキャピタルとかねそういうところに回ってそこからスタートアップとかベンチャー企業にお金が回るんであればお金が循環してね新しいビジネスが生まれてくるんだけど、はい その2,000兆円のうち半分の現預金って、まあ、都市銀行とかメガバンクと地銀にたまってるわけですよ。ですよね、でメガバンクはねまだともかくね、うん、地銀ってすごい問題があって地方のお金持ちの、ね、お年寄りの金はみんなそこにあるんだけど地銀ってね何がいけないかっていうとずっと昭和の時代からそうなんだけど土地とかを担保にしてお金を貸すってことしかやってこなかった。うんはい でそうすると地方で新しい企業家が出てきてね若い20代とかよし何か新しいビジネスやれるんでお金がないとだから銀行に仮にこうあれ投資してもらいに行こうと相談に行くといや担保がないと貸せませんって言われてね<ー>で結局ね経営者が個人保証して自分の家屋敷とかを担保に入れたりとか。 まあもし会社が失敗した場合には自分が「に合います」みたいなことをやってお金をようやく借りるとそうすると失敗した瞬間にもうドサンと負債がかかってきてしまってもう再チャレンジできないっていうねで都会だったらほれ例えばエンジェル投資家とかがいてじゃあ100万投資するよとか失敗したらまあね100万なくなっちゃうけど別にそれは個人の負債じゃないからまあ次頑張ってっていうしかないよねって感じなんだけどそれがないんですよね。結局地地銀はそう言いながらら土地を担保にしてて売ってきたから 賃金てが結果的に、ね、お金が、ね、動かないまま賃、ね、金に溜まってしまってるっていうねうでそこをちゃんと投資型コストカットだけじゃないそのお金がちゃんと回る経済に変えていかなきゃダメだよねっていうのがこのコスト型,型経済からの脱却って話なんだけど。 これれがね多分あんま理解されてない、うん、やっぱり平成30年の間に新聞記者とかやってきた人たちっていうのはもうこの時代でみんな育ってるわけですよ。はいはい、僕らもだってバブル崩壊の直前ぐらいに新聞記者になって、ええ、であのまあそのあ後年辞めちゃったからいいんだけどそのままずっとあの新聞記者のデフレ経済の中で暮らしてると結局ね緊、まあ、縮でデフレ経済が当たり前って状態の中でね <laughs> <ん>その知識が蓄積されてしまうと全然そこから脱却できなくなってきてるって問題があるんじゃないかなと思うんですよね。 えまずは岸田政権発足から2年というところで、えー、経済対策について佐々木さんに解説していただいたいたただきました、えー、続いて取り上げるニュースはこちらです鈴木宗男参院議員党に無断で渡航中止勧告のロシア訪問日本維新の会の鈴木宗男参議院議員が政府が渡航中止勧告を出しているロシアを訪問し外務次官と会談しました 日本維新の会は党に無断で訪問したとして処分を検討することにしています、えー、去年の2月のウクライナ侵攻開始後日本の国会議員のロシア訪問が明らかになったのは初めてですで、えー、鈴木参議院議員は首都モスクワで記者団の取材に応じまして、えー、日本などアジア地域を担当している外務省のルデンコ次官などと2日に会談したことを明らかにしたということですね鈴木さんはね こんな時だからこそ対話が必要という思いで来たっておっしゃってて、はい、まあ確かに対話は必要なんだけど散々ロシア寄りの発言を繰り返してきた人が対話が必要だって言ってもそれは <laughs>。 そ,れその対話は意味があるのかっていう、ね、話になるわけでもう少し、ね、ただニュートラルな立場の人がロシアに行って何がなんか,なんかこう対話するってうならまだ分かるんだけど、はい、単にロシア寄りの人がロシアに行ってうかがえたってるしか思えないよねっていう話でうただねこれ問題な鈴木宗男さんただ一人の問題じゃなくて、うん、同じようになんか今の日本でですね、うん、新ロシア派の人ってすごいたくさんいるんですよね。うんうんうん 特にそれがそのの左寄りの人にちちゃくちゃく多いいっていうねここをねどうやって考えればいいのかそれに対して危惧を抱く人もだんだん増えてきていて最近だとそれこそね司馬麗さんっていう、まあ、国際ジャーナリストで割に左派系のジャーナリストだと思われてたんだけどその人がねあのヤフーニュースの個人の記事で、えー「ウクライナを踏み台に平和を語るリベラル知識人の貧困」って記事書いてですねすごい同じ左派系の知識人たちがそのロシア寄りでねウクライナに 停戦せよみたいなこと言ってることに対して、むちゃくちゃ批判してるんですよね。うん、だから、まあ、と、まともに考える当たり前のことなんだけど、はい、その当たり前が通じなくなっていることにね。サハの内部でも危惧している人が出てきてるっていう状況だと思うんですよね。うん、あの、佐々木さんの最新刊の、うん、あの、この国を蝕む神話解体の中でも。あの、なぜ、ウクライナ人は幸福せよと、古い知識たち、え知識人たちは言いたがるのかというところが、こう書かれて。いらっしゃるんですよね。うん。うん まあ結局、反米みたいなね、<ー>だからなんか日本のほら学生運動ってベトナム戦争反対とかね、60年代とかやってたじゃないですか、であの人たち、一貫して反米路線なんですよで、反米をこじらせるがあまり、例えばウクライナ侵攻に関しても、そのウクライナを支えているのが、えー、西欧の NATO 諸国だったりとか、アメリカであるとで、そうするとアメリカが支えてるんだから、それは反米路線でいうと、ウクライナはけしからん。 っっっっててててていいううところをころじらせななぜかロシア入りになってしまってるっていうねだから今回のほら処理水放出でもねなんか中国が怒ってるっていうんで中国がお怒りになってるぞって怒ってる人がいっぱいいて、はい、なんか左派だったはずなのにさリベラルって名乗ってたのにその間にかなんかロシアと中国を応援する人たちになってるこれは一体何だなら何やらほいというねよくわからない構図になってしまってるっていうねだからまあ当たり前に考えるとウクライナにウクライナの何だろう 国を守らなきゃっていうね、うんはい、ウクライナの人たちの自主性があるわけだから、はい、勝手になんかアメリカの代理戦争だとか言うのはねまあおかど違いだよねと、うん、ちゃんとだからウクライナ人が戦うと言ってるんだからそこを支えるのが我々の仕事だよねってことはもう一回再認識しておきたいですね自分たちの故郷を守るっていうその気持ちですよね、うん、そうなんですよねこの時間はニュースプラスワンですこの時間取り上げるニュースこちらです ホテル業界のカスハラ問題、専門家と探る。 今年6月に成立した改正旅館業法により宿、宿泊拒否を原則禁止する旅館業法で、例外として客が理不尽な要求をするカスタマーハラスメントを行った場合は、宿泊を断れるようになります。年内の施行を予定していますが、施行されることでどのような変化が起こるのか、またカスタマーハラスメント、カスハラの実態はどういったものか、専門家の方にお話を伺っていきます。 海外からの観光客も増えたことによってホテルのカスハラ問題も浮上していると言いますけれども、詳しくはホテル評論家の滝沢信明さんにお電話で伺っていきます。滝沢さんおはようございます。おはようございます。よ,ますすよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのホテル旅館におけるカスタマーハラスメントこれまでどういった問題がありましたか。 今回、施行に向けた指針の叩き台ということで議論されてるんですが、これですね、僕自身はホテル評論家10年目なんですが、10年前からもう取材してました、僕は。で、すねできにもしました、相当これ、クレームとか、業界でコンプレインって苦情っていう意味なんですけど、そんなふうに言われてるんですが、威圧、恫喝とかですね、そういうのがセットになっているということで、ですね僕の中で一1個あるのは、2つのなんかね、要求権があって、ですね1つはアップグレード要求権であるんですよ。これですね 何か,か不満があると、もう部屋をアップグレードしろみたいな、いい部屋をしろみたいな、そんなふうなことは、あともう一個はです、ねはい、無料要求系っでてで、ね、うん、無料にしろみたいな。 でですね、うん、え無料だったら、実際、これあったら先日聞いた話なんですけど、えー、あの夫婦でいらしたお客さんがいて、まあ、すごくこう、文句を言われて、ですね、うんでまあ、部屋に、事務室に通さ通して話を聞いて、うんでまあ、すいません、すいませんって,って、もう最後、しょうがないんで、もうじゃあ、無料でって言ったら、夫婦で顔見合わせて、夫婦みたいな感じでね、うん、やったりみたいな、えー、<laughs> あったりとかありますね今、スタジオには佐々木俊直さんもいらっしゃいます。あのーはいあ 滝沢さんよろしくお願いいたしますあおはようございます昔はねもう昭和の頃ってなんかここまで接客良くなくて逆にだからカスハラみたいななかったような気がするんですけどこれって接客良くなりすぎてカスハラ増えたみたいなそういう逆走感みたいなあるんですかねなんかこう有名なねお客様は神様みたいな言葉ってありますけどもそれはずっと業界ではもうあのあってまあ根底としてそういうのが大事だっていうのはちょっとあってきましたよね確かに このカスハラかどうかを見極めるっていうのも結構難しくないですか、<ー>どこから先がカスハラで、どこまでは許容されるクレームなのかってああの苦情とそこの違いって、犯罪行為みたいな違いって結構、でですね、よくホテルでは、うんあの、そういう苦情とかは非常に大事だよというような業界内ではあるんですね、うん、一方で。はい、で、この苦情が元になって、新しいサービスが生まれたりとか。 ということも実はあるんですねただ、そこのこう線引きというのは、相当やっぱり現在こういろんなお客さんが増えてきた、まあ、インバウンド活況なんていうのもずっとありましたけれども、うん、多種多様な文化を持ったり、いろんな方が増えてくると、まああの、必然的にそういうことも増えてきたというのは一つあるんでしょうねう海外からのインバウンドのお客さんって、クレームの内容が違うとか、そういうのあるんですか、日本人とは違うこれですね 先日あの、僕が取材してあ,のあったのはです、ねまあ、アメリカ人のお客さんだったんですけども、チェックインの際、まあ、2人のなる予約だったんだけど、チェックインにはさあのその方たちのまあお子さんもいて3人だったんですね、うん、で、追加料金払,う払わないで、すごく口論して揉めたんですけども、うんでえー、結局、もうその後ですね部屋に入ってから、部屋が臭いとか、ですねいろんなことを言い出して。 でまあ、追加料金に関して文句をずっと、まあ、最後まで言い続けていたということだったんですけど、うん、これですねインバウンド、インバウンドって話ではあるんですが昔は日本人でも同様で日本人でもありました、ただこう全体の旅行者が増えてきたということで多様なお客さんが来たということは、まあ、一つ、根底にはあるのかなと思、はい あの改正旅館業法ですけれども、先ほどあの伝えたように、カスタマーハラスメントを行った場合は、宿泊を断ることができるということですけれども、はいはい、具体的にはどういったことかというのも教えていただけますか、はい、まずです、ね、えーまあ、の不当な要求ですね、もう対面電話メール等に不当な要求、うん、あとさっき言ったようなアップグレード要求とか、あとまああの、過剰なサービスを要求するとかですね。特定のもののもに対してこう出勤させないスタッフをこの人 出勤させるなみたいなことを求める、はい、あとは土器座等の社会的相当性を確保方法ですねうんこれですね見てみると繰り返し 繰り返すような行為、繰り返すような行為、全部繰り返し求める行為みたいなことが書いてあるんですね。でも大体こういうのとは繰り返しですよね、み <laughs> た <laughs>、はいなんですよね。そうですよね。はい。うんではあの、一方でですねあの、こと障害者の方への排除ってのは大事でですね、障害があることを理由に宿泊を拒否できないっていうことが、海警旅館業法でも明記されたんですね。であの過去にハンセン病の元患者さんたちが宿泊を拒否されている問題が実際あったんですね。えー、でこう 差別を助長するようなということで今回の、ま、た崎であいまても相当、そこら辺は留意される必要があるんじゃないかなとま、ねうまあ、こういった流れになってその実際にホテルに従事している方々からはどういいったた声がありましたかはい、実際こう、こういうことでカスハラの非常なもうカ、ね、ードのカスハラでホテルをやめるとか相当今<ー>心,心身をちょっと病んでしまうとか方も実際いらっしゃいます。はいでえー、やはりあのこう 宿泊というのはステージをする場所ということなんで,うん、うん、で宿泊者と従業員とか一定時間同じ場所にいるということですね、そしてやっぱりこう公衆衛生上、保安上のルールをやっぱり守る必要も当然あるということでそ、うんはい、こら辺を考えていくというころ、ねうんはいえー、この時間はホテル評論家の滝沢信明さんにカスハラ問題について伺いいまましした。た。滝沢さんあありりががととううごござざいました。 この時間はここだけニューススクープアップです番組が取り上げたニュースや話題をスクープアップオーバーツーリズム対策宮島では訪問税がスタート世界遺産厳島神社で知られる広島県の宮島を訪れる観光客らから八日市が一人100円を徴収する宮島訪問税が今月から始まりました 観光客が過剰に訪れ環境や住民生活に悪影響を及ぼすオーバーツーリズム対策に役立てるとしていますが今朝はこの問題について佐々木俊直さんと考えていきます。 宮島訪問税は市が制定した条例に基づく地方税で島に渡るフェリーの乗船料に上乗せされます市は年間でおよそ3億円の税収を見込んでいまして公衆トイレや旅客ターミナルの維持管理電柱の地中化などに充てるということですうんこれね、まあ、ある程度対策しないともう成り立たないぐらいそこら中人だらけになってきてるっていう,う 今はでも、ねまあ、2000万人台ぐらいですかね、海外からの観光客、コロナ前よりもだいぶ復活してきて、中国人がそんなにまだ来てないので、でね、これが全面的に解決されてやっぱ三3000万人ぐらい行くかなと、最終的に確かフランスがね世界一観光客多くて、外国からの、ヨーロッパは大陸内だからってもあるんだけど、6000万人か7000万人ぐらいっるんですよね。 ね、日本人の半数ぐらいの人口が来たらどうなるのかっていう、ね、ただね見てるとねやっぱりすごい偏ってるうん、うん、例えばうん、うん、山ったら富士山しか行かないとかあ,<ー>、ね、あと京都とかこの宮島とか、はいね、東京銀座とかね、うん、なんか特定の場所でわっと集中してしまうって問題があるのでこれをまず一つはね分散することですよね。うんうん、でどううやって分散するかっていうとうん、うん 何を魅力として打ち出すのかということをもうちょっと考えた方がいいんじゃないのかなっていう、はい、もうね昔ねあのー、キューバのハバラに行ったことがあって、はいえー、旅行しにね。はい ハバナにヘミングウェェイがっっててたカフのあるんですよバーみたいなそこでモヒートを飲むみたいなのがねなんかこう名所なんだけどこれはいいんか渋い夕暮れを眺めながらねカウンターの古いハバナの街並みでねモヒート飲みたいって行ってみたら1,000人ぐらい人がぐわっと行って大群衆になってですね全く楽しくなかったっていうねぎゅうぎゅうですよ1,000人は大げさですけど120いたかなっていうねそんなとこに行っても全然観光的な風情何もない ゆっくりこう,楽しむっていう感じではなくなくってきますよね旅行のスタイル自体が昔はそうやって観光地に行って、うん、その観光地の名前が入ったなんかお菓子とか土産物が買って帰るみたいなのが多かったと思うんだけど<あ>今、はい、そういうのを求める人は逆にこうが減ってんじゃないかなっていう、うん、実際僕友人でねそのエアビーアビーで民泊の物件やってたやつがいて、うん、でアメリカ人とかねこう外国人が来るんだとかねどういうことを彼ら 聞いてきあの行ったりするのって聞いたら観光客の来ないとこ教えてくれっていう、ね、<ー>そういうふうに求めてる人多いんですよねで中国とか台湾とかの観光客もやっぱ、ね、だんだんこう何度もリピーターで日本に来てると最初はそれこそ富士山とかうん、うん、みんな行くんだけど銀座とか歩いたりとかね、ええ、やっぱりなんか観光客の少ない私だけが知ってる密かな店みたいな行きたいみたいなこと。 だからね例えばね代々木上原っていらっしゃる渋谷区にはい、はい、割にマニアックなあんまり外国人で知られてない町だと思うんだけど、うん、まあおしゃれな店が多い。なぜかねね台湾人の、ね 客とかがねあそこでお店の人にねそれとなんかあの人たちを台湾から来てるとか言ってるけどなんでこんな店見つけたのって言ったらなんか SNS の口コミで探して見つけてきたみたいなこと言ってたっていうね、えー、だそういう,こう、ね、共有されてるなんかひかな情報みたいなやっぱあるらしいんで、うん、そういうのをねうまく活用するって大事なんじゃないかなっていうね。 あのー、クーリア・ジャポンっていうね海外のメディアを紹介してる日本のウェブサイトがあって、はい、そこに「デイリー・テレグラフ」っていうあのイギリスのメディアイギリスの新聞ですね、はい、その記事が紹介されたんだけどそのデイリー・テレグラフの記者が、えー、富山に行くっていうね。はいはい で富山ってどんなとこなのって周りの人に聞くと日本で、うん、えと山があって海があるしかみんな答えないっていうね <laughs> まあねっていうねでまあほで自分の周りでもその海外から来た観光客でね富山に行った人は誰もいないと<ー>でも富山はね行ってみたら素晴らしく良かったって、うんまあ、北アルプスのね融資がわーって広がって目の前は氷見とかがあるあの魚のうまい富山湾でね素晴らしいこう水田が広がり昔からの,その黒板塀のねその日本家屋がだ と並んでいてもなんかやっぱ知らないわけですよね金沢とか軽井沢とか有名だけど同じ北陸新幹線の本山ってあんまりみんな行かないよね<ー>と日本人でさえもあんまり行ってる人少ないんじゃないかなと思うんだけど、うん、でもそういうね何もないんだけれども素晴らしい土地みたいな日本にはたくさんある。 福井なんんか僕が住ででるとこまさにそうですよ<ー>福井ってねもう素晴らしい景色山ほどあって、ええ、それこそねこんなの東京の近くにあったらパワースポット間違いないだろみたいななんか神秘的な年とか山ほどあるんだよねそういうのがいっぱいあるんだけど、ね、日本最古のソテツの木とかが平安時代から生えてるとか何で平安時代からソテツがあるんだとか言われてんだけどそういうところがあるんだけど誰もいないっていうね。うん でそういうところをねちゃんと広げていってなんか日本の魅力っていうのは別に観光地じゃなくてうん、うん、観光地じゃないところでうまいものが食えるし、はい、滞在しても気持ちいいしね、うん、古民家たくさんあって、うん、でも空気もきれいだし水田の風景は素晴らしいしっていうねそういうのを打ち出して<ー>全国至る所に来てもらうってやり方すると。 六千万人でも七千万人で来ても大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね。こう観光地だけをこう巡ることだけが楽しみではないですよ。その土地のまあ景色、うん、風景であったりとか。流れている時間とか。うん、そうそうそう。空気感とか、うん、なんかそれを味わうのも、まあ一つのこう楽しみ方なんですよね。僕だから最近旅行行ってね、割によくやるのが、はい、もうホテル泊まらないで民泊に泊まる。<ー>で民泊だと、キッチンついてるじゃないですか。そうですね。料理するのが好きなので、うん、でそれで地元の道の駅とか、<laughs> 農協の。 直販所とかに行って、まあ、漁協で見それで魚とか野菜とか買って、はい、そのじゅ地元の住民になりきった気持ちで料理して食べるみたいな、ね。えー、で街をブラブラして、はい、手ぶらでね、はい、ああこの町は長い間住んでるなって勝手に思い込むみたいな、ね、そういうこう <laughs> ロールプレイング的な。 住民なりきり旅行みたいなの結構楽しいなと思うんですけどねそういうのもオーバーツーリンムじゃない別のの打ち出しなななんじゃないのか,なっていか観光名所だけをこう打ち出すわけ,だけではなくてっていうあとねハワイがね、はい、アメリカのやってるけどその観光が目指すべき目標値ってところで、はい、観光客の満足度ってみんな必ずいいじゃないですか観光客の数とね。それだけじゃなくて 地その住んでる方々の環境とかも考えなきゃいけないっていうことですよねお客さんがたくさん来てしまって、うん、ちょっとそれでうってなったりしまうと本末転倒になっちゃう、うんうん、だって観光客の側だって地元の人から嫌われたくないわけですよ,ですよねでもきっとね京都の人はね観光客嫌ってると思うよもうはや <laughs> バスも乗れないしみたいなねでそれではやっぱね観光のなんか目標値になってないんだと思う。 あ地元の人も満足できて観光客も満足できるっていうところが最終的な目標地点にするっていうのが。 大事なことじゃないかない。そうですよね。あのちょうど今日のですね読売新聞の中でベネチアの例がこう、うん、まあ大きな記事で出ているんですけど、うん、宿泊ベッドがこう人口を超えていてもすごいですね,ね人口を超えるってね観光郊外住民が流出とまで書かれているんですよね。うん、まああのベネチアはえっ、ー、と来年の春からですかねあの日帰りのお客さんからまあ入域税 入量という導入をしてみると試験的にということですよね、うんうんまあ。ある程度お金取るのも大事なことだと思いますそれを、ね、住民に還元するとかね、はい、あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二の、OK! 工事イヤップ 東京有楽町日日放放送送送ででで月曜曜かからら金曜日朝6時から8時8まま生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください 今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。森永さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。今朝はベイスターズのユニフォームですよ。今日はね最終戦でございます。今シーズンそうですね。しかも大事なのがですね今日勝てばはい2位でクライマックスシリーズを迎え引き分けか負けだと3位まあもうクライマックスシリーズ確定しているので。 まあ2位で迎えるか3位で迎えるかと大きいじゃないですか、でもいやこれ、ベイスターズ側からするとね、ねどこでやるかで収入が変わってきますので、ずいぶ経営に回りましたね、やっぱ、はい、広横浜スタジアムでやった方が儲かるんでね、そういう意味で今日は大事な一戦と,と懐かしいですよ、これね、これまでも当たり前のように毎週、ベイスターズのユニフォームとか、まあそ,ね、その時その時でいろんな、ね、ユニフォームを、あのー、着てらっしゃいましたけど、まあ、途中から格闘家になりましたから、そうなんですよ。ただ なんかこうツイッター上でですね、ええ、今日やっぱすごく大事な一戦なのでまさか来ないよなと。<laughs> いう意見くとちょっとね、よろしくない、決してチームが勝ちに結びつきづらくなる、ただ、僕も天の弱な性格なので、そう言われてしまうと、行きたくなっちゃう行きたい、行きたくなった、そうですね、ちょっと今夜、もしかしたら東京ドームで私を見かけるかもしれないですけど、もも手は出さないほうがいいよと、結構練習してるから、筋肉もだって全然違いますもんねそうですね。 かなり今、バキバキになってきましたんで、えー、来週ですから、試合が、えー、来週ですか、あっという間で,ですね、この前、キックボクシングね、ね<え>まあ残念ながら敗戦で、はい、まあ今度は寝技ありのね格闘技だっていうこと、総合,総合格闘技で、もうう来週そうなんですよ毎月戦ってるんで、<laughs> そうですね。えその次のの次予定はは今のところは まあ 1, 1月にはモデル大会決めてるんですけど決めてるんですかまあ一応今11月12月でどれ出ようかなと悩んでるとこで別にそんなに出なくてもいいんじゃないんですか森永さん辛ねいトレーニングを耐えるためにはやっぱりこう、えー、目的がないと続けられないので一旦途絶えるとねそうなんですよ、えー、リバウンドみたいなのありますからね。 れはもうおそらくラジオ機の方も、ね、そうなんだよ、そうなんだよと、えー、共感されている方も多いかと思いますさてそのベイスターズープロ野球ですけれど阪神とオリックスがです、ね、リーグ優勝は決めていますで昨日戦力外通告自由契約対談選手を各球団が正式発表しました日本ハム、井口和友を投手姫野雄也投手と来シーズンの契約を結ばないと発表 阪神は2015年のドラフト1位の高山俊外野手2012年のドラフト2位の北条文也内野手戦力外としましたロッテは河村時人投手佐藤翔馬投手土井秀人投手菅野剛外野手西川亮介外野手の支配下5選手育成4選手と契約を結ばないことを発表しています 今年もこういうシーズンが始まったってことなんですね。そうですね。やっぱりこう試合が終わってくると、えー、まプロの世界ですからね、はい、なかなかこう厳しいというか、えー、容赦なくですね、切りに行ってしまうと。えー、まあ、これがプロの決めですね。そうですよね。ねえー、いやだからちょっとベースターズもね。 これからどんどんんそういういののが出てくるので,、はい、で d n a を見ると池谷颯太投手、宮国良介投手、田中俊太内野手、育成の加藤大投手、スターリン・コルデロ投手、東出直哉捕手、キャッチャーですね、あと大橋健外野手にも戦力外を通告したということですすねねそうなんででよも、ここで今、名前が上がった宮国と田中俊太は、巨人から、はい、来た。あ 巨人から来た選手,選手ですね、はい、田中健選手はです、ねえー、2007年、高校生ドラフト1巡目で横浜に入団 TBS が親会社だった時代2002年から2011年にプレーした現役選手で生え抜きでは最後の一人だったといいます。 また d n a 西俊久ファーム監督と大岡智和ファームピッチングコーチの対談これも発表していますこういう、まあ、入れ替えがあるってことですねそうですね、えー、この中でやっぱり田中健次郎投手はい、はい、彼は2007年ちょうど僕が社会人になった時の 高校生ドラフト1巡目で入ってきたピッチャーで2019年のオフに確かトミー・ジョン手術やって、はい、手術したんですねでそこから2年ぐらいしてまた最近ちょっと投げてたんですけども、えー、まあ今回ね、ね戦力外と、うん、まあいうことで結構僕は好きなピッチャーだったので<あ>まあなんか残念だなという気もしますけどね、まあ、これはだから成績を残せてないっってことなんですかそうですねだからやっぱりこうトミー・ジョン手術ってどうなるかわかんないんですよね。はい 逆に今日最終戦でベイスターズの先発が決まってる東投手はもう今シーズン16勝してるんですよね、はい、同じくトミー・ジョンやって2年ぐらい経ちますけど、本当に明暗分かれるというか、えー、本当に強化されて帰ってきた東投手みたいなケースもあれば、えー、まあ今回、ちょっと戦力外になっちゃった田中選手みたいなケースもあるんで。だから僕は大谷の どうなるのかなっていうのがすごい気になるど、うん、だから本当に強化されて2年後ぐらいにとんでもないピッチャー、大谷になるのか、はい、なんかいまいちになっちゃったねってなるのかここここはちょっとと怖いところですねれは投げてみないとわからないことですもんねん、うん、まあ大谷の場合は、ね、バッターとしても十分にというかう、ね、ホームラン王で1か月ぐらい出てないのに、はい、ホームラン王ってどういうことだっていう感じがしますけどね。<laughs> 結局五本差で終わったってことですか。そうですね。まあ、うん、結構強豪の選手たちも。はい。 怪我で途中で出れなくなったりとかそういうこともあったので私はそういうちょっとラッキーな部分もあったかもしれないですけど、はい、ただ、日本人がメジャーでホームランを取る時代がくるとはっびっまあでもこうやってお伝えしたように戦力外通告が始まりました、うん、まあこれでどこかのチームが取るという可能性もありますしあとトライアウトという、うん、まあチャンスも。 あるということですか、ね、ですね、まあただ狭き門ではありますけどね。そうですね。だからそういう意味で言うと、<laughs> まあ年末はい。こういつもね、こう戦力外通告をくらった選手たちの今後特集した番組とかありますんで、はい、あ <laughs> まあ楽しみだなっていう。いうあ,でね、あの番組結構ね、面白いんで、えーまあ、必死に頑張ってますからね。そうですね。はい。 文化放送。おはよう、寺ちゃん。時刻六時十一分です。おはよう、寺ちゃん、今朝のコメンテーターは。経済アナリスト、森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら。日経新聞。円百五十円、一年ぶり安値。 円安が止まらないという、まあ、こういう記事ですね対ドルの円相場昨日2022年10月以来1年ぶりの円安ドル高水準となる1ドル150円台に下落しましたドルは他の通貨に対しても上昇しドルドッポ高の中で円安が広がっているといいます、まあ、現在は1ドル148円79銭このあたりで推移をしていますアメリカの景気が利上げへの耐久力を示す。 し投資マネーの流入が集中。政府日銀は過度な円安進行に牽制を強めるくつよめますが難しい判断を迫られるとしています、えー。そして金融市場では8月頃からアメリカ長期金利とドルの上昇が本格化。ドルは7月末と比べると主要な先進国通貨のすべてに対して上昇し全面高となっています。えー、まあということなんですけれども、まあ、一時一ドル百。 150円台に下落、うん、これは森永さんはどうご覧になってますかまあやっぱりアメリカの金利をですね、はい、高いままにするというような発言が FRB の,の重要な人物たちから結構出てるんですよね、ええ、で今日150円を1回超えて、はい、その後百148円台まで一気にがんと円高がいったんですよ、ええ、円高ってことでもないですか、まあね、円高方向に動いたと。 でまあ、ちょっとこれ、実は介入があったんじゃないかみたいな話は出てるんですけど、はい、ただ、個人的にはこれ、介入じゃないんじゃないかなっていうふうには思いますよね。ははええ、でなんでかというと、今、足元でもう149円台まで戻ってきてるんで,、はい、今円79銭ですもんね、うん。だからそういう意味で言うと、ちょっと介入にしては弱いかなって。 っていうところもありますし、はい、あ,あとその鈴木財務大臣がですね、その為替の介入に関しては、まあ、もちろんそのやるとは明言してないんですけども、まあ、問題なのは水準ではなくて、いわゆるボラティリティだったり、ペースだといわ、はい、変動幅が、ね、まあまりにも大きいと。はい、って言っていた直後に、150円を超えたあたりで急にスコーンって一気に円高方向に行ったっていうのを考えると、 んーちょっとこれは介入っていうよりはどちらかというと150円ぴったりぐらいに並んでたですねちょっと投機的なポジションが整理されたっていうふうに考えた方が、ええ、まあいいのかな っていうふうに思ってるんですね個人的には、はい、なのでもう早々に戻ってきちゃってるんで、ええ、まだ介入があったんじゃないんじゃないかなというふうに個人的には思ってますねこれ当局が介入準備で市場参加者にこの相場水準を尋ねるいわゆるレートチェック、はい、これはレートチェックっていうのはあるあったんですかいやそうですねだから多分それがまだ あったかかかどうか分かんなないいいぐらいのタイミングじゃまあだから僕は介入じゃないんじゃないかと思いますけど、はい、ただそのチャートを見てるとね150円すって抜けた瞬間にすこーんって一気に2円ぐらい動いてるんで、ええ、介入っぽく見えるんですけど,けど、はい、個人的にはまだしてないんじゃないかなっていう気はしますね、はい、まあただそのアメリカ経済まだまだ強いぞと円安は続くってことなんでしょうかねまだこの長期金利がどんどん上がっていっている、はい ここがいいつ止まるんだっていうポイントで、はい、まあそもそもさあの来年の夏ぐらいから利下げになるんじゃないかみたいなのは結構市場では織り込まれてはいるんですけど、はい、この利下げのタイミングが本当にずっと後ろ倒れになっていくし、ええ、想定される利下げの来年の回数っていうのも4回ぐらいだったのに2回になってたりとかですね。ええ しばらくやっぱりこの高金利がずっと続くんじゃないかっていう方にもう投資家のほとんどが見通しがもう変わり始めちゃってるので、ええ、まあそれが続く限りはちょっと円安ドル高っていうのはまあちょっと変わらないかなという気がしますよ、ね、ニューヨークあのもですねこの株ですダウ30周平均、うん、前の日に比べてマイナスドルですね、うん、で日経先物も,のも今日めちゃくちゃ落ちてるんですよ。はい 本当だ、今、マイナス522そうですね、これ、一般論としやっぱ金利がこんだけ高くなっちゃうと、株にとってはちょっとネガティブなんですよねだったら国債持ってていいじゃないですか、それで5%近く取れるん安定してるし、株買う必要ないでしょっていう話になってきちゃうんで、そういう意味で日本株なんか、特にここ最近ずっと上がってきてたので、その反動もあって。 結構最近ね、下がってきていて、はい、もう今、三万一千円割ってますからね。先物ベースで見ると、そうですね。ちょっとかなり厳しい展開が、しばらくは続くかな、というふうな気がしますよね、はい。続いてはこちら。朝日新聞、岸田総理、解散カード。秋も冬も。 9月最後の平日となった先週金曜日、永田町では岸田総理が近く衆議院解散・総選挙に踏み切るとの憶測、いわゆる解散風が吹き荒れました。発生源は総理自身、総理はこの日、与党幹部に臨時国会を10月20日に召集する方針を伝えました。 岸田総理経済対策を裏付ける補正予算案の提出時期は相変わらず曖昧にしていて国民の暮らしに関わる重要な政治日程これははっきりさせていません、まあ、そんな総理に多くの議員が解散の気配を感じていたということですで長田町の解散風去年の年末頃から吹き続けていて時に突風となって議員を浮き足立たせてきましたで風速が最も強まったのが今年6 6月の通常国会の最終盤、総理は野党国会に集中させないように、岸田派の議員らとともに解散の可能性を何度も匂わせていたということなんですが、まあ、岸田総理はですね来年秋の自民党総裁選での再選、これを視野に、最も適切なタイミングで解散する、まあ、こういうふうに常々語っているそうですが、じゃあ、その適切なタイミングっていつなんだよということですね。最近その目 らしく減税みたいいな話が、ねはい、出始めていて、ええ、まあ前回の経済対策発表した時も、ええ、まあ5つの柱を発表する前の冒頭の段階で、うん、まあ増えた税収増を、まあ、国民に還元するみたいな話があって、はい、まあその流れで法人減税とか所得減税があるんじゃないかみたいな話が出てきて、ええ、でこれはもう明らかに選挙前に減税をぶら下げてっていうまあ話なんじゃないのっていうのは。 まあ指摘する人っていうのは非常に多いんですけど、はい、ただまあ僕からするとですね、まあ、それってもう政治活動の話であって結局国民どううででもいいんかいんっていう話なんですよね、えーうん、だからやっぱりこの前も言いましたけどこのタイミングでね物価高対策とか経済対策で言い出す意味がよく分かんないというか、はい、物価高がこの1年間ずっと続いてるわけですし、まあ、国民がね急に家計が苦しくなったわけではないわけですから。えーえー まあなんかちょっとその政治的な目的ありきで経済対策が取られてしまう、はい、まあそこに対してはひどく不満を待ちますよね、はい、まあ結果論として、例えばですけど消費減税とかね、まあまあ、かなり大穴な話ですけど、まあ、あるんだったら結果論としてはそれでいいんですけどただ結局、その政策が取られるトリガーというのが国民生活の現状を見ながらじゃなくて政治的な要因ってなるとやっぱりそれは国民から見たら。 ちょっと舐められてるというかねそうですねもっと前から苦しかったんだよ俺たちよってことですも、ね、んねえそこはちょっと不満ですよね、はいうん、時刻六時十九分です文化放送おはよう寺ちゃん 時刻六時三十二分です。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト・森永光平さんです。日経新聞から、一円の賃上げが重みを増して,増していると言います。 日本で働く人の最低賃金10月から平均で1000円を超え主に中小企業で5人に1人は改定に伴い時給が上がります人手不足に悩む地方は1円の上げ幅を競って働く人は年収の壁企業は価格転嫁の壁に悩んでいるといいます最低賃金は厚生労働省のこの諮問機関である中央最低賃金審議会がこの引き上げの目安これを示して 都道府県ごとに労使の審議会で議論して決めますで今年は目安を大きく上回る決定が目立ちました2022年度は最大で3円の上乗せでしたが今年は12件が5円以上の上乗せとなりました 最低賃金が上がるとパートやアルバイトの時給が上がりやすくなりますで労働者側と使用者側は企業の経営体力を踏まえながら落とし所を探っています足元の物価高が大きな引き上げの一因なんですね一方で行政が意識するのは人材の奪い合い福井県の杉本知事は8月上旬自ら議場に乗り込みました、うん、最低賃金を決める審議会を開く福井労働局に出 向きそして、審議会長らに積極的な引き上げをと申し入れました。

全国で若い世代の働き手の確保に躍起となっていると、まあ、福井県の例でもこれがわかりますすねね、うんまあ、そうです、ね、特に若い子はやっぱりこう移動自体は、ね、その肉体的にもできるじゃないですか、はい、そのある程度、体力もあるし、うん、まあそうすると同じ業務内容なんだったら、まあ、時給高い県でやるよねっていう話に当然なるわけで、はい、まあそういう意味で今、地方側も最低賃金をどんどん引き上げていって、うん で出ていかないようにしているというところではありますけれども、はい、ただやっぱりそれをやるだけの体力が企業側にあるのかというところもポイントですよね。はい、で首都圏ではこの県境を越えて時給のいい場所でアルバイトをしようという、まあ、こういう選択もねできるわけですからね。まだこれは結構だからある意味その、まあ、国を越えてね 出稼ぎで、はい、例えばそのあ、ええ、まあよくあるじゃないですかそのフィリピンから家事とかする形で日本で働いて母国に送金するみたいな,、はい、なんかそれの国内版っていうかーー東京時給高いからとりあえず東京に行って稼いでみたいな。ええ これはある意味、ちょっと合理的だなと思うのは、為替のリスクはあはあ、そうですね、同じ通貨ですからね、確かにそれはそうなるよねっていう気はしますよね、普通に考えたら。で、なるべく家賃の安いところで暮らしてということが、結構それは合理的だなとは思いますけどね。また後ほどお話伺います。 時刻六時四十分です。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト・森永光平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。学校現場の様々な課題を把握するため、文科省が実施する児童・生徒の問題行動不登校調査。こちらの二〇二二年度の結果がわかりました。 不登校の小中学生は過去最多のおよそ29万9000人前の年度と比べて22.1%の大幅増となりましたうち学校内以外のこの専門機関に相談していない児童生徒も過去最多のおよそ11万4000人いじめは小中高校などでおよそ68万2000件が認知され被害が深刻な重大事態は923件いずれも過去3 最多でした文科省が今月中にも公表する問題行動不登校調査の結果によりますと22年度の不登校の小学生が10万5113人中学生が19万3936人で合わせると29万9049人前の年度は24万4940人でした在籍する児童生徒の3.2%が不登校でした 一方、22年度のいじめの認知件数、前の年度から1割増の68万1948件、コロナ禍で縮小していた部活動や学校行事などが再開され、子ども同士の接触機会が増えたことですとか、いじめの積極的な認知への理解、これが広がったこと、こういったものが影響したと見られています。 不登校といじめの認知件数が過去最多ということなんですが、まあ、この数字お聞きになって森永さんこれはどういううい印象でしょうかうこれやっぱり僕もね子供がいるので、はい、とても怖い話というかね、うんはい、結局そのいじめってな,んかなくなることはないっていうか、はい、当然僕は子どもの頃にもありましたし今でもこうやってねお多いですよって話で。 やっっぱりそのいいいじめってすすごい難しいんですよねその言ってくれればまだいいんですけど、はい、僕はやっぱ親として怖いのが、えー、子供がいじめられてたとしても言ってくれない可能性もあるじゃないですか抱え込んじゃって最悪なケースではっていうこともあるんで,で大体このいじめの話になると不登校みたいなのも同時にやっぱこうやって出てくるんですけど、はい、ま僕は親として思ってるのは、まあ、あんまりその不登校自体を。 悪いものとして扱わないでんでかっていうと自分が子供の頃ってやっぱり不登校の子ってそこまで多くなかったんでなんか不登校っていう選択肢はあまり良くないみたいな、はい、なんとなくの雰囲気はあったんですけど、はい、ただまあ僕がやっぱりその親として思うのは、まあ、それも一つの選択肢だよねっていうまあその受け入れる。 気持持ちは持っておきたいと思うんですよね、えー、やっぱり大人から見ると別に子供でいる間ってそんなに限られた時間でまあそのいじめにあったってとりあえず行きなさいよって親になると言いがちなんですけど、えー、ただ子供にとってみるとやっぱりその学校っていうのが自分の社,社会というか世界の全てで、えー、そこでいじめられちゃうとなんかその僕ら大人になればね 例えば職場が気に入らなかったら転職すればいいだけの話だし、はい、いくらでもこう選択肢取れるんですけど子供ってなかなかもう逃げ場がない、まあ、そんな中で例えばもう行きたくないから不登校なんだっていう選択を取った時に不登校する子供はだめだみたいな押し付けがましいことを親が言ってしまうとある意味親も一緒になって追い詰めることになるとそうですねそはですそういう意味では不登校も一つの選択肢だし、えー そうですね、結構ある程度こう強要していくスタイルを僕は取りたいなと思ってるんですよ、ねはい、子どもの心が壊れてしまうってことだってあり得るわけですからねそうですね、えー、だからやっぱりそこは不登校が絶対だめなんだっていうなんか昔ながらの価値観を持たずに接してあげたいなと思ってますね。はい さあ、それでは、ここからはですね。森永さんには、加速する円安の影響と弊害について話を聞いていきます。円安、ドル高、再び進行しています。円安は輸出企業のこの利益をですね。円換算で増やし、業績を改善させる。まあ、この反面、この輸入物価を押し上げるわけです。三日のニューヨーク外国為替市場。円安一段と進んで、円相場一時、一ドル百五十円台まで。 値下がりしましまた現在は148円、1ドル148円79銭あたりで推移をしています、まあ、この円安ドル高なんですが、森永さん、改めてこれはどうなっていくんでしょうね、そうですね、まあ、これ、日本の金利も実はじわじわと上昇しては来てるんですけども、はい、ただそれ以上にアメリカの金利が高止まりしているってことで、はい、まあ一時こう4、10年差で4.7%台。はい これ16年ぶりの高水準なんですまあアメリカの政府機関の閉鎖問題っていうのが一時的には、まあ、回避って話になったんですけど、ええ、結局これ一時的な回避でしょっていう警戒感もありますし、ええ、まあ実際この数日間見てると FRB のですね、まあ、理事とか副議長が金利をさらに引き上げる可能性とか高金利をしばらくは維持するっていうような発言をしてしまっているので、うん まあそうするとどうしてもアメリカの金利の方が相対的に高くなっていってしまって。はい まあドル高が進んでいく、えー、まあ裏返しとして円安が続くということが今、起きてしまっている背景かと思いますね、えー、でこの円安の影響で海外で働きながら学べるワーキングホリデーという制度を利用してオーストラリア、あとカナダで働く日本の若者が増えているとも聞くんですけど、うん、これ、外貨を稼げるってことなんですかね、まあ、あこれ結構、僕も学生と話す機会増えてて、えー、たまに耳にするんですよ。うん で要は何が言いたいかっていうとそのオーストラリアカナダに限らずですねこうアメリカとかでも時給が4,000円だとか日本とは全然違うみたいなことを言っているんですけど、ええ、ただ抜けてるよねっていうのは、ええ、その何かっていうとそれは時給4,000円とか5,000円とかって言われて日本の物価水準で暮らすんだったら、はい、それはめちゃくちゃいいよねって話ですけど。 例えばアメリカ行ったらねだってラーメンセット食って23000円取られますみたいな世界なんで単純にその外国で働いたら時給高いですっていうけどそこでのリビングコスト生活費考えたらそんな手元に金残らないわけで。はい うううするとあんま意味なくなくいいっていうふうに思うんですけどねただやっぱ学生ってそこまで考えてない子も結構いるんで、えー、時給だけで比較してもらえるものしか考えない自分が払うもの考えないいやだ、えー、現地で日本と同じレベルの生活費で過ごせるんだったらその間にめちゃくちゃ貯金できるんで、まあ、1年ぐらい働いて日本円に戻したら。 いいっぱいお金手に入りますねってそれは話ですけど、まあ、そこをちょっと抜けてんだよなって思いながらいいつも聞いてます、ねはい、またこの円安によって日本で働く魅力が薄れて外国人労働者が来なくなっているなんていうね、うん、こともあるようなんですが、ね、ここは僕は2つの見方があると思っていて、はい、賃金っていう観点ではその通りなんですよね。はい、まあ日本のまあ円安だしそもそも給料そんな高くないしっていうことでまあ外国人労働者からすると まあ他のアジア圏で見てもあんまり魅力がなくなっているっていうのは正しいとただ一方でその環境下ににおいいてても日本に来るる労働者っているんですよ、はい、でここが僕2つの観点があると思っててそんな良くない環境にもかかわらず日本に来る労働者って2パターンなんですよ、ねはい、まあつまり低賃金でも他で働けないから日本に来るっていうパターン、はい、このケースって結構その悪質な。 あの移民になるケースっていうのはあるわけですよ、えー、なので僕は安易な移民政策やめろって言ってるのはここで結果的にそういうことだけで受け入れていくと治安が悪化するみたいな問題が起きるんじゃないのっていうのは1個。1> はい、でもう1個はその賃金面で見たら確かに日本って魅力的じゃないよねって話である一方でただ日本の文化とか、まあ、現時点での治安みたいなのを評価してきてくれる人たちもいるわけで。 でそれは日本の国としての魅力があそこにあるよねっていう話なんですよね。 う2つの見方をしていかなきゃいけないかなというふうには思ってます、ねはいでまあ、現在、円安が続いています、日本当局によるこの為替介入が再びあるのではないかという、まあ、こういう話も聞かれるわけなんですが、き、まあのうもです、ね、150円まで上がりました、そこから148円ぐらいに、ねうんはい、どんと落ちた、えここ、介入あったんじゃないかとい、ね、うにな,ってます、ね、なりましたけれども、うん、森永さん、まあ、でも、 今のところ、まあ、財務省は何も言ってませんよねまあそうです今のコメントはないということですし、介入の可能性があるかと言われたらあると思います、はい、前回の介入の水準も近づいてきているので、はい、まあただ、その閣議後にです、ね、鈴木財務大臣が語っているのは、その水準そのものっていうのは介入の判断基準にはならないんだと、あくまでボラティリティを見るというのを発言しているんです。はい なので、まあ、その発言を額面通り受け取るのであれば昨日の150円ぴったりぐらいでガンと動いたのは個人的にはちょっと介入臭くないんですよねはあ、はあ、逆にその150円ぐらいを突き抜けた瞬間に円高方向に動いたっていうのは結構そのポジション整理的な、はい、ちょっと陶器的な動きなんじゃなかろうかっていうことと2円ぐらいしか動かなかったそしてもうすでに戻りつつあるっていうのを考慮すると。 やっっっぱりなななんか介入っぽくはないなっていてう、まあ、その急にツトコーンって2円ぐらい動いたので、まあ、水準的なことを考えても介入だって SNS とかで騒がれるのは分かるんだけども、まあ、なんか過去の動きとかをちゃんと見てる立場からするとなんかちょっと介入臭く,くはないなっていう気はしますけど、ええ、すもし介入してたらこれがっかりですもんね。 だしまあ大体それしてたら5円ぐらい動くんじゃないのとあとその時間帯がなんかこんなタイミングでやるかなっていうのはいつもこのアメリカの時間外かなんかにやるまあ前回はニューヨークのタイミングでやってるんでタイミングでやったんですか、えー、まあただちょっとそれにしてもちょっと時間帯が。 あんま介入っぽくないなっていう気がしましたけどね。はい、時間帯もあるんですね。うん、でそんな中日銀が一昨日発表した9月の全国企業短期経済観測調査を見ますとえ、供給制約が解けて円安効果が強く出ている大企業製造業だけでなく、日本を訪れる観光客の増加などで非製造業も改善したといいます。まあ、先行き中国の景気リスクの不透明さありますが円安で業績を押し上げられた。 企業が賃上げに前向きになれば、物価とこの賃金上昇の好循環の目これになってきますかね。そうですね。だから昨年悪い円安論が流行ったけれども、蓋開けてみたら企業業績伸びたよね。っていう話、はい、なんで、やっぱあの悪い円安論は何だったんだと個人的には思いますけどね。よく聞きましたよね。いやそうなんですよ。えー、はい、あの人たちどうしちゃったんでしょうかね。いやいい円安論とか言うんじゃないですか。<laughs> はい、ニュース最前線でした。 ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラちゃん時刻六時五十四分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。 大手出版社数社に出版を拒絶されるも産後間新社とフォレスト出版が救いの手を差し伸べこの世に産声を上げた本「財務心理教」<laughs> 著者はご存知経済アナリスト森永拓郎さんベストセラーになっているようで各界の有名人の方々も面白かった財務省からの洗脳が解けるここを絶賛しています。 えー、X である大物ミュージシャンが本の写真とともに、えー、この日本人が苦しむ構図になっているのがよくわかると投稿していましたその大物ミュージシャンとはアスカさんなんですねパッパの導き教えはあのアスカさんの洗脳をも特に至った僕もこのつぶやきは見ましたあ見ましたかお父様の <laughs> 導きでそんなところがまで届いているとはっていうちょっとびっくりしましたけどね、えーえー、読んでくださってるんですねそうなんですね、うん、話題だからそれぐらい話題の本になってるうんそうですよねだからその、えー、いわゆるもともと政治とか経済興味のある方が手に取っているっていうのはまあわからなくもないんですけども、えー、まあそういうねこの業界にいるわけでもない 医者の方にも読んでもらってるっていうのはすごいなというふうに思いますね、えー、で飛鳥さんの投稿いくつか見てみますとワクチン接種による死亡が隠蔽されていたこの薬害裁判により国厚,生省は厚労省は国民にデータを開示しなくてはならなくなった大変なことになった。 10年以上前からメッセンジャー RNA はあったが一度たりとも成功していない動物実験では全ての動物が死亡しているなぜそんなものをこのタイミングで人類に使用したトランプはかっこいいなたとえ用意したセリフであっても用意されたセリフであってもトランプがそれを口にすればトランプの言葉になるトランプが再び大統領となったら日本には真の独立国となるチャンスが訪れるだろう えー、飛鳥さんのもとにはこの陰謀論者という言葉ばが、まあ、届いていると <laughs> いうことなんでしょうか。あれなんですね、えー、独特なツイートをされているということで。えー まあでもその一環、ね、として財務親理を読まれていると思うとてうこれはど,うどう理解すればそうす、ね、よろしいのかどうか、まあ、これはあ,のあくまでも飛鳥さんの投稿をご紹介したにすぎませんのでね,そうですねいろんな考えの方もいらっしゃるし、えー、まあいわゆる多様性ということでいいそうですか、ね、そうですね、多様性。えー えー、さあそれではです、ねえー、気を取り直してパッパの、まあ、お父様の森永拓郎さんの定点観察いきましょうか、えー、森永拓郎さんが3日お隣の放送ラジオ局に生出演しましたジャニーズ事務所が新会社を設立予定であることを受けて意見を述べました、えー、会見で東山紀之社長が若手タレントなどは新会社に所属することも可能だと説明これに、えー えお父様、えー、森永拓郎さんはえ若手は所属させる、つまりマネジメント契約だと、その若手を食わすお金がどうしても必要になってしまうので、エージェント契約で例えば2割とかという風なお金をもらっていて、若手を食わしていけるのかなというのが不安材料、まあ、こういうふうに述べたと言います。 森永拓郎さん、お父様はですねジャニーズの新会社が若手を育てていけないと、まあ、こういうふうに危惧されているってことこなんですかね <laughs>、まあ、そ,そんなの別にあなたの気にする話じゃないだろうという気もします<笑><笑>そりゃそうなんですけどおそらくどうですかって聞かれた聞かれ,れば答え,、ね、答えはします、お父さんだからでも今度はエージェントの会社だから、はい、あんまり育成とか<ー>そっちまではやらないんじゃないかなって気もしますけどね。えー まあ、あの若手育成をですね心配している森永拓郎さんですけれども、えーまあ、でも自身の子育て、まあ、後継者育成、つまり息子、目の前にいる方、いや、ね、いや、これでもうちの母親が偉かったっていうだけの話で、えー、親父はもう完全育成放棄してますネ <laughs> グレクトですかそうですね、えー、そこら辺はもう、今までも語ってきましたけど。はい 全然育成する気ないんで自分がやってしまうと大変なことになるからあえて距離を置いたとかそういうわけでもない、まあ、単純に自由に生きてるのは好きな人間なのでそ,そうなんですよ、ええ、普通にだって子供は不良再建とかって言ってましたからね昔から。<laughs> ひひどいやいやひどいいですよ本当にねえ、えー、それ息子としては傷つかなかったんですかそういう発言は <laughs> まあ僕は反面教師にして<ー>今は子供大事に育ててますんで、えー、まあ結果往来かなと陰で息子へ許せとあれは商売上のことなんだとか <laughs> そういう言い訳もなく僕でもないですよそれがもしそういう本音なんだったら <laughs> そりゃそ,そうだはい間もなく7時です 今朝のおコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞から日本維新の会の鈴木宗男参議院議員がロシアを訪問し、おとといにルデンコ外務次官と会談を行いました。 日本維新の会は渡航前に党への届け出がなかったとして処分を検討しています鈴木議員は出発後に党への届け出を提出したと主張しています鈴木議員は昨日訪問先のモスクワで記者団に一政治家としてロシアに来たと述べ政党と関係なくロシアに訪れたと強調しました ルデンコを外務次官と会談し北方領土の元島民らが先祖の墓を訪れる北方墓山の再開などを要望したといいます。 北方母さん北方領土問題とは別にこの人道的観点から元島民の方たちが旅券ビザなしの簡単な身分証明書で先祖の眠る北方四島を訪れてお墓参りをするというこういう行動のことなんですが、まあ、この再開などを要望したといいます。えー、まあただですね、えー、まあ本人は えー、あの一緒に出しておいてくれと言ったんだけれども、えー、ずれちゃいましたみたいなことをどうも言ってるようですが、えー、結果的に届け出なしで放浪、えー、ロ,ロシアが訪れてしまったという、まあ、こういう状況ですが。 森永さんこれあのー、今国としてもですね、えー、ロシア全土にレベル三、渡航中止勧告以上の危険情報というのを発,発出しています、まあ、どのような目的であれロシアへの渡航はやめていただくよう国民に求めてきていると松野官房長がこう言ってるんですよね、うんえー、そ,それなのに、まあ、議員である鈴木宗雄がロシアに。 行ってしまったということ、うん、まあこの辺り問題じゃないかって指摘はありますね。まあしかもその外務次官と会談をしているってことは、はい、そのいわゆるただ単純個人的な旅行として行ったんだったらまだしも、はい、普通に政治家として行っているわけですからね。ね少なくとも党としてそ、はい、そうしてほしいと。はいえー いう話があっていったんだったらまだしも、はい、まあそれこそ届けでもないままってなると、はい、党,党としてどうなってるんですかっていう話には当然ありまそれで、その会談ではですねもう少し細かいことをお伝えするならばロシア側はウクライナ侵攻をめぐる日本による対ロシアの制裁についてアメリカに押し付けられた反ロシアの路線だと批判し日本の国益に合致しないなどと主張したと。 いうことですからねこれ完全に何かまあ政治家として、まあ、自分でも言ってますけど一、政治家としてロシアに来たということですもんね。そうですね、はいでまあ、しかもそれがロシアサイドからすれば、うん、まあ,ある意味その日本の政治家に対して言うべきこと言ってやったぞという国内的なアピールにもなるし、うん、逆に日本側に対しては。 まあその鈴木議員がです、ねはい、どんな立場かはさておきながら少なくとも日本の議員には俺らは言ったからなという既成事実は残るわけじゃないですか、はい、まそういう意味では党としてあと日本の政治家としてちゃんとそのある程度のコンセンサスを取った上で動いて いいないと本来はおかしなことになるよね、うん、というところかと思いますけどね、まあ、これ鈴木宗男さん側からしてみればいやせめてものすべのてをこの取っ払った上での以前住んでいたこの北方領土にね住んでいた方たちに墓参りぐらいさせてやってくださいよって言いに行ったのかもしれませんけれども、うん。 いやちょっとこれ、示しもつきませんしねそうだからあんまりこういうスタンドプレーみたいなのを許していると。 ね結局、うまく使われてしまったりということもあるわけですからね、はい、そこはやっぱり注意深くやらないといけないなと思いますけどね、はいまあ、これで、まあ、例えばロシア側に立ってみれば、ほら、日本の中にだって、ロシア側についてるやついるんだぜみたいなふうに利用されかねませんもんね、ねだから結局、本当、既成事実になっちゃうんですよね、はい、で事実言ったわけですから、言ったという事実はそこに残ったわけですから。ええ でまあ、ロシアでこうですけど、まあうん、中国なんかもっとそれのすごい版をやってきますからね,ね、はい、本当にこの外交が大事なタイミングですから。えー あまりこういうスタンドプレーは先ほどほしいなっていうのはありますけどね、はいでまあ、鈴木氏側からしてみると参議院には事前に訪問を届け出たと、まあ、いうことは言っているようですが日本維新の会は党に無断で訪問したとして帰国後に本人から事情を聞き処分を検討することにしていますと。 はい、行きたいですね。これ日本維新の会にとってもマイナスですものねそりゃそうと思いますので党として認めてたんですかって話になるわけで、はい、当然ここで何の処分もなければ、えー、事実上、はい、認めてた認めることになります、ね、他の党からツッコミどころですもんね,そうねえー、なんで統制取れてないじゃないっていうことにつながりますからね、うんうん、はい 時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ。今度はこちら。日経新聞10年債利率が高水準。 財務省は昨日十年ものの国債の入札で表面利率0.8%に引き上げました。9月までは0.4%で2013年10月以来のこの十年ぶりの高い水準です。世界的な長期金利の高まりや日銀の政策の修正で日本国債の利回りも上昇している世界市場の実態に合わせたといいます。十年ものの国債この入札で表面 利率を引き上げるこれは森永さん、どういうことを意味してるんでしょう、はい、これは財務省がですね、<え>基本的に投資家に対して、市場で今、ついている、まあ、国債の値段、まあ、言い方を変えれば金利、はい、まこ,のこれに近しいものを発行するというのが、まあ、基本的なお作法でありますから、上田さんがですね、いわゆるイールドカーブコントロールの柔軟化ということで、 まあ事実上、10年債の利回りの上限を1%までは容認するということで今、1%まではいってないんですけども0.78ぐらいまで上がってきているとあ、ええ、まあいうことがありますから、まあ、それに近いですね0.8%と。 いうまあ利回りを提示したということですね、ええ。はい。この長期金利が上昇すると国債のこの元利払い費が増加して、まあ限られた予算を必要な政策に回す余地が狭まる可能性があるとも言われてますが、このあたりはどう考えればいいんでしょう。あ、そうですね。ここはでも考え方かなと思っていて、はい、かといってじゃあ利払い費がまずいとかって言ってですね、ええ、ここで変に緊縮財政をかけると。 結果的に国が成長しなくなって、はい、まあ税収も取れなくなり、まあ、結果的になんかこう尻すぼみになっていくわけですよね。はい、逆に言うとまあそのこの金利の部分ってある意味政策変数なところがあって、はい、イールドカーブコントロールで逆に言うと低く押さえつけることが可能だったわけだから、はい、あんまりここの利回り自体を気にしすぎて。はい <laughs> 変に緊縮に走るよりは適切にちゃんと財政出すところには出して結果的に国を成長させましょうとで税収も結果的にはの自然増になりましたよねという形に政策をとっていくのが僕は正しいと思っているんであんまりこの利回りが上がったからもう利払い費を考えるとこれ以上財政を悪化させちゃいけないみたいなまあいわゆる教科書的な発想には陥らない方がいいかなというふうに僕は思ってますけどね、はいで。今度 アメリカなんですけれどもアメリカ政府機関の閉鎖、まあ、つなぎ予算ですよね、まあ、これひとまず回避できた、でも11月の半ばですよ、うん、もうだから来月の半ばにはまだ吸った問題やらなきゃいけないってことですね、はい、それまで。ね、FRB による金融引き締め、まあ、長期化するという見方から、えー、前の日、アメリカ長期金利上昇、えー、日本の長期金利への上昇圧力が強まったという、まあ、こういう指摘もあるんですが、このあたりはどうご覧になれば。 なりま,すかまああんまり僕はその日米の長期金利の関係性というのはそれほどないかなと思っていて、はいはい、むしろアメリカの金利上昇に関してはやはり FRB の主要人物たちがですねここ数日、まあ、こう示し合わせたかのように金利をさらに上げる必要があるというような発言をしたりとか、まあ、しばらくは今の高水準を維持せざるを得ないというような発言をしたことによって まあ再度利上げが、まあ、あるのかもって思わせたりだとか来年に見込まれている利下げ、まあ、これの回数が4回から2回ぐらいかなというところになってしまったりとかこういうところによる、まあ、アメリカ側の金利上昇の理由があって、はい、で日本はどちらかというとイードカーブコントロール自由化柔軟化したことによってです、ね、1%まではまあ基本上がれるんでしょうと、まあ、いう中で足元の まあ物価上昇であるとかまあ円安によるまあ海外からの物価高に対するですね国民のこう反発とかこういうもろもろを考えるとまあ日銀側もそろそろ金融緩和を解除するんじゃないかとまあ思っている節もいるだろうしまあそういうちょっと催促じゃないですけどね。 そういうことを従っている人たちはある程度いるんじゃないかなと。あまあ希望的観測みたいなもんですねうん、うん。まあなのでそういうなんか日米それぞれの思惑で動いているのかなという気がしていて、えー、まあここがなんか連動しているというふうにはあんまり感じないですね、はい。連動はそんなにということですね。うん、まあただあの先ほどもあのお話しいただきました。まあ一時円相場が百五十円一ドル百五十円台になったと。アメリカのこのまあ。 求人件数がですね結構だからその市場予想を上回ったなんていうところから動いたなんていう話もありますよねアメリカの経済指標がとにかく強いと、えーはい、つまり今まで言われていたのはこれだけ急速に利上げをしてしまうとやはりその悪影響、はい、副作用みたいなのが出てくるんじゃないかいうのは散々言われてきたわけなんですけども、えー、まあ直近出てきた経済指標を見ていると。うん 少なくともそんな影響はあまり見られませんねというところで、えー、やはりこれ以上の利上げ、まだ耐えられるんじゃなかろうかと、はい、でインフレがですね今まで鈍化していたのが、ちょっと足元跳ねたので、まあ、そういう意味でより利上げ、もう一発やるんじゃないかっていう見方が少し強まってきたっていうのは続いてはこちら、日経新聞、世界の M&A 急ブレーキ。 合併買収 M&A ですが世界で企業のこの M&A 合併買収に急ブレーキがかかっているという記事です2023年4月から9月のこの M&A の取引の総額これを見るとおよそ1兆1900億ドル、えー、およそ日本円にすると180兆円ですね前の年の同じ期に比べると24%減りました。 でこの同じ時期でのマイナスは2年連続だといいます21年4月から9月期は新型コロナウイルスかからの経済の再開で過去最高を更新しましたでそれ以降は世界経済の先行きの不透明感で縮小を続けてきましたで各国のこの金融引き締めで資金調達コスト、まあ、これが重荷になって企業は投資の選別に動いているといいます 金融情報会社のリフィニティブ,ィティブのですねデータを日経新聞が集計しました。件数ベースでもおよそ2万千件と1割減ですでアーンスト・ヤングの1月の時の調査によると回答した世界の CEO 最高経営責任者のおよそ3分の1が M&A など成長投資を慎重にする理由として金融政策の方向性の不透明さこれを 上げたと言います投資ファンドの資金調達二極化が鮮明になっていましてイギリスの調査会社プレキンによりますと23年1月から6月期に資金調達を完了したファンドは世界で1297本と前の年の同じ期に比べ45%減りました。 で金利上昇で全体の調達額が減る中で実績のある大手には資金が集中する一方実績の低いファンドは調達が難しくなっていると言います金融政策の不透明さがこの M&A 合併買収にブレーキをかけているというまあこういう見立てなのですが、うん 森永さんこれはどういう印象ですすかそうですね、まあ、金融政策の不透明さというよりはっやっぱりここ1年、2年でですね欧米、特にアメリカですけども金利をガーンと引き上げたことによって、はい、っやっぱりこの資金調達のコストっていうのがあ<ー>、まあ、大物になってしまったとっまあいうこともありますしもう国債で5%近く取れるんだったらわざわざそのリスクのある株式投資が絡むですね、はい、こういうい投資にわざわざざ お金突っ込む必要もないでしょうと、まあいうこともありますので、そういう意味では投資家が若干こういわゆるリスクマネー、こういう株式投資とか M&A とか、まあそういうところにはお金を突っ込まなくなりつつあると、あはい、まあなので結構投資ファンドからすると。 まあただでさえ調達コストが高くなっているのに、はい、投資家からもお金が集めづらいという環境になってきたのかなという気がします、ね、あ確かにだって国債の利率4.79とかね5%近いですからねだったらそんなリスク取る必要あるんですかとそうです、ね、こっちでいいやって思う企業だって多いわけですもんね。うんまあ、ですし<え>やっぱりその借り入れコストもねその分連動して高くなってますから、はい、ちゃんとそういうコストを控除した後にしっかりとした利点 ダウンを出せるんだっけと？と、はい、まあいうところがちょっとこう。投資家サイドからしてみると、えー、まあ ma ちょっと日寄りたくなる感じが出てきますよね。 で買収側企業のこの所在地を国、あと地域別で見ますと、ヨーロッパは二千四百六十一億ドルと三十一パーセント減って、減少幅が大きくなりましたで。大型案件、フランスのロレアルによるオーストラリアの高級化粧品のイソップ買収など、一部に限られました。でアメリカも五千百五十一億ドルと十八パーセント減っています。インフレ下で各国の金。 金融当局が利上げを進めて金利負担が重くのしかかったといいますで中国は1437億ドルと17%縮小ゼロコロナ政策解除後の経済回復が遅れ不動産市況の悪化も重みになりました で活況が目立ったのが日本でしたおよそ360億ドルと15%増低金利で資金調達環境が良好なほかコロナ禍の経済の再開が本格化し企業の事業再編が活発となりました低金利の日本で M&A が多かったということなんですねそうですね、うんまあ、金利は低いというのもありますし、はいまあ、日本の場合はそのコロナ後のそう、ええまあ 人出が回復していくという局面、はい、プラス円安でインバウンドもあったりということで、うん、比較的国内経済がまあ強くなっていく中で、えー、投資家からすると依然として低金利と、はい、まあいうところもありますし、まあ、あとは日本国内だけの話をするとですね、はい、まあやはりその後継者がいないということで<ー>結構、その事業をどうしていくのかと、まあ、いわゆる事業承継ですよね。はい、まあこういうういい文脈からのの MA っていうのが 非常に多かったというふうに聞いていますので、まちょっと世界的に見るとこの M&A の業界では異質だとは、ね、ああちょっと日本の場合は違いますよということなんですね。うん、はい。続いてはこちら。日経新聞。半導体工場、農地、森林にも。 政府は12月にも半導体など重要物資の生産工場の誘致に向け土地規制を緩和します農地や森林など開発に制限がある市街化調整区域で自治体が建設を許可できるようにする、まあ、こうしています大型工業用地の不足に対応するためでして税制、あと予算と合わせて規制改革で国内投資を促すとしています、まあ、こういうい動き これがあるようですが、これ日経新聞の一面ですね。うん、この動き、森永さんどうご覧になりますか？まあ、あの大まかな流れとしてはね。はい、やっぱりいい流れなんじゃないかなと。と、うん、で、これは何でかというとまあ、戦略的な分野つまり半導体ですけども、はい、まあこれを国がバックアップして伸ばしていきましょう。という動きは間違ってないと思いますし。はい、まあ、円安で国内回帰しやすくなっていたりとか。 まあ,あとはそのまあコロナそしてウクライナ戦争を受けてまあサプライチェーンをまあなるべく国内で完結させるまたはまあ信頼できる同盟国だけで完結させるという方向にまあこれは日本だけじゃなくて世界的なトレンドで今そうなってますからまあそういう流れには完全に乗っかった動きですよねとまあいう中でまあ評価できるとただ一方で気をつけなきゃいけないのはじゃあそうなった時に誰がですね この土地を開発でできるるようにするんですんかというところは僕は慎重になるべきだと思っていますね。それはどういうことかというと、まあ、例えばね外資系の企業であったりとかまたは一応その資本構成上は国内資金にはなっているんだけれども、まあ、裏をたどってみたら事実上外資が持、えー、っているような会社。はい まあくまでその会社自体は国内の資本で構成されていても、まあ、事実上外国企業が何かしらの形で支配しているケースっていうのは当然あるわけで、まあ、そういうところが結構日本の大事な土地を買って事実上その半導体工場を作ってるんですというふうな名目を取りながらも、まあ、裏では単純にそこの敷地をか買われてしまっているなんていうこともありうるので、まあ、ちょっとその。 開発主ですよね、はい、この部分の身辺、えーま、調査って大変ですけどその辺り慎重になったほうがいいかなと思います、ねはいまあ、これ今半導体工場というこの言葉が出てきてますけれども経済安全保障の観点から半導体あと蓄電池バイオ関連、まあ、こういった分野が対象となるということなんですね。で経産産省によると全国のの分譲可能な産業用地の面積2022年時点でおよ およそ1万ヘクタールあります。で、11年の3分の2ほどに減ったというんですね。2011年ので、新たに土地を確保するにも、まあ、用途指定を変更する手続きなどに時間がかかる。まあ、この問題点が指摘されているということです。あと、そのハン例えば半導体の工場。まあ、これを例に出すとですね。まとまった土地とあと水ですね。良質な水などが、うん、その作る段において。 良質な水なども欠かせないと言います。で、円安安定したサプライチェーンのため、生産拠点を国内に回帰させる。先ほど森永さんご指摘の通り、この動きがある一方でまあ、工業用地の供給まあ、これが限られているということのようですね。うん、まあ、だからこの流れの中で、はい、まあ基本的にその地方にですね。工場の立地を促していくっていう話ですから、はい、ま。そうすると、ちょっと先ほどのニュースとも絡みますけども、はい、逆に地方でそういう工場が。 開発されていくと、まあ、地域の雇用の確保であるとかあと周辺産業の賃上げみたいなのにつながっていくんで、はい、まあそういう意味ではその戦略物資を国内供給していきましょうと、うん、まあいう流れに合わせて地域の経済の活性化とかっていうのもやるようによってはできるわけですから、ええ、この流れ自体はやっぱり先ほど言った通り僕は結構賛成していると。はい、ただやっぱ再度言うのはじゃあ誰が、うん その主体となるんですかというところはちゃんと気をつけないと気づいたら外資系の会社に日本の土地を買われてましたみたいなことが起こりうるよねと。 まあ当然そこは経済安全保障の観点からは注意しなければいけないポイントだと思います,、ねすね、十分に注意しなきゃいけませんね。あと今、私があの時間がかかると手続きですね、うん、変更の手続きにじゃこれどうするかというとそういう手続きに時間がかかる農地の場合は通常なら1年かかる手続きだったとすると、うん、まあ4か月ほどに短縮するとで例えばこの農地の転用というのは地元の農業委員会などの許可がいるなど規制が複数の省にまた上がるケースがあって 国交省、農水省、あと経産省ですね、でこの3省が連携して、開発・許可の手続きを同時並行で進めようじゃないか、うん、まあこういう動きも、考えもあるということのようですね。続続いてはこちら日日日経経新聞日経平均続落バフェット氏来日前の水準に 日本株下げ止まらないという記事です昨日の東京株式市場日経平均株価4日続落前の日に比べて521円安の31237円と4ヶ月ぶりに安値をつけましたアメリカの金利上昇が主になったと海外投資家が重視するドル立て指数値も著名投資家のウォーレンバレバフェット氏がです、ね、来日する前の4月の水準に戻った と言いますで大幅安の背景にはアメリカの金利の上昇がありますアメリカの長期の金利が2日一時4.7%台と16年ぶりの高水準まで上昇アメリカ金利の上昇が株価の逆風になるとともに幅広い通貨に対するドル高まあこれを招くと株安円安が同時に進んでドル建て日経平均3日に前の日と比べて2%ほど 下落208ドル台をつけました。 バフェット氏が日本経済新聞のインタビューで日本株への追加投資を示唆し海外勢のこの株買いに弾みをつけた4月11日の水準209ドルを下回りました海外勢ドル建ての指数が振るわなければ投資妙味も薄れると3日、円安がプラスになるはずのトヨタ自動車など自動車株も売られたといいます。日経新聞は著名投資家ウォーレン・バフェット氏の日本 株買いの示唆が弾みとなったと述べているわけなんですけれどもこのバフェット氏の一挙一投足というのはそんなに注目されてるんですかまあ要因の一つぐらいであ、はい、まあ別にこのバフェットの動きだけを見て日本株が上がったとは思わないですけど、ええ、ただまあい,いわゆるそのグローバルで運用してるときにアジア地域に投資しましょうみたいなある程度資金の割り振りをするんですけど、はい、まあ当然アジアの中に中国も日本も入ってて。 やっぱ一時期、中国に対する地政学リスクっていうのを意識されてちょっと中国から金を引き上げようと、はい、まあそうなったときにじゃあアジア圏に入れなきゃいけないから他にどっかいいとこないんだっけって時ときに、はい、まあ日本を選ぶ、えー、まあその際に、まあ、あのバフェットも買ってるしねみたいな一、まあ、つの要因として、えー、まあ,あったと思いますけど、まあ、そ,それだけで日本株がこれだけ上がってきたわけではないというふうふに思いますし、えー、まあやっぱりその割安な水準を是正しろという証券取引所からの 要請に対対しして各企業が対応した、はい、これに乗っかるっていうような資金の流れもあったと思うんで、うん、まあ,あくまで僕はバフェットのこの動きっていうのは買いの材料に一つに過ぎないかなというふうに思いますけどね。はい、でまあじゃあ今後これどうなっていくんだろうっていうことですね。うんまあ、でも結局実は年始って 今年 26, 割ってたんですよね<ー>でそれが一時期もう3万4,000超える水準までいっていたとつまり3割ぐらい上がってるんですよ、はい、1>, 1年も経たずに、はい、インデックスが3割上がってますからね、えーまあ、そういう意味で言うとまあそろそろ一旦ちょっと下げとこうかという話もなりますし僕らのね年金運用してる GPIF、はい ここも結局株が日本株がかなりのスピードで上がったんで多分ポートフォリオで見た時の日本株の比率がちょっと多くなりすぎちゃったんでリバランスといって元の比率に戻すっていう意味でも、ええ、まあ多少売りが出てきてもおかしくないで,、はい、で GPIF ってかなりでかい運用母体ですから、まあ、そこは売るってなると売り圧力もなるわけ、ね、です、ね、そうですねだからまあその3割近く年始から上がったよねというところだったりとか まあこのアメリカの金利がすごく上がっていてそっちに魅力が出てきちゃったりとか、まあ、いろんな要因があって下がっているというふうに今、見ているので、ええ、まあ,あんまりバフェット云々は<ー>そこまで影響ないかなと思いますけどね何かこう原因というか、まあ、理由というかそういういのつけたがりますからねまあよくわかんない動きっていうのは株価よく見せるわけですからあ<ー>まあそこに対してちょっとこじつけじゃないですけど、ええ、まあそれっぽいのを言いたがるっていうのはまあ,あるかなと思いますね業界の癖として。はい 時刻七時三十五分です。時刻七時三十六分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。読売新聞から。 公正取引委員会が昨日映画の配給会社に圧力をかけた疑いがあるとして独占禁止法違反容疑で調査していた映画館運営大手東宝シネマズが提出した改造計画を認定しました独占禁止法違反の疑われる行為を事業者との合意で解消する確約手続きに基づく措置です 東方再発防止を約束した一方で、独占禁止法違反の認定を免れます公正取引委員会によりますと、東方シネマズ、遅くともです、ね、2016年11月以降、複数の映画配給会社に対し、上映枠を限っている作品の配給で自社を優先することや、他社の映画館に映画を配給しないことなどを要請していました。 要請に応じなければ取引をやめることも示唆し従わなかった配給会社と一時取引を停止したこともあったといいます。まあ、ここに関して まあ、あの改造計画が出て、うん、でそれを、えー、認定したということですね公正取引委員会がまあどうしてもね、えー、こうやってある程度市場に任せていくと大体、はい、会社ってどんどん大きいところを買っていって、えー、まあ寡占状態になっていくと、はい、そうするとやっぱその会社ってパワーを持つので、はい、下請けだったりとかっていうところに。 こうちょっと交渉力を持って自分の気に食わない動きしたら打ち切るからなみたいなことは、えー、まあこれ今回は映画の話ですけど、はい、まあどの業界でも残念ながら起こり得るというか起こっていると思っていてあ<ー>まあそういう意味ではコートリーンがちゃんとこうやって機能しているっていうのは、はい、ま,あまだ救いですけど、はい、実際それが動,動いてくれるほど大きくない業界の場合は。 やっぱこういうことがです、ね、横行しているんじゃないかなというふうに思いますね、はい、でこの配給会社への要請は対面、あと電話、SNS などで行われて、うん、他社を優先するなら今後は契約しないなどと伝えて従うよう求めていたとで1作品あたりの取引額数百万から数千万に上るとされて、うん、東方で上映できなければ作品の宣伝や売り上げで不利益を被る恐れがあるために、まあ、要請に応じざるを得ない 配給会社もあったとみられるということなんですね。うんまあ、そうですね。力関係があるとね、はい、どうしてもこういうことが起きてしまいますよね。はい、そうなんですね。まあで今回そういう意味ではその東方シネマズが、えー、改造計画をこの提出して。 でこれを公正取引委員会が、まあ、認定をしたということなんですね。すねうん、今後、これでピシッと治るのかどうかですね。まあでもこれ治る、再発防止、ね、約束しましたからね、はい、その見返りとして、独禁法違反の認定を免れてるわけですから、ええ、まあそれは実行しないとだめよって話になりますわね時刻7時39分ですこのの後は武田哲也今朝の3枚しです。 放送、おはよう、寺ちゃん。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト森永康平さんです。朝日新聞から。 ジャニー北川氏の性加害の問題をめぐってジャニーズ事務所がおととい社名変更などの方針を明らかにしたことについて経済同友会新浪代表幹事は昨日の会見で前進したと評価しました一方で所属タレントを起用した広告の契約再開には被害者の救済が進むかなどを見極める必要があるという認識も示しました 新浪代表幹事が社長を務めるサントリーホールディングスが被害者の救済策などに関して十分な説明があるまでは所属タレントの広告への起用に関し契約を更新しないなどとしていることについて。 今後被害者の救済などが納得のいく形で進むことが大前提だ、まあ、そういった意味ではすぐに再開するモードにはなっていないと述べて所属タレントを起用,起用した広告の契約再開、まあ、これには被害者の救済が進むかなどを見極める必要があるという、まあ、こういう認識を示したということなんですが。 えー、森永さんこの辺りはいかかがですか、ね、そうですすねねそうジャニーズの会見に関しては最初に、ねはい、行われた時が明らかにこう不十分な対応で結構炎上したわけですけども、はい、まあそれを受けて一昨日の会見を見ていると最初に比べれば多少の具体性は出てきたなという気はしましたが、はい、まあただ、じゃあおとの会見でおしまいっていう感じは全くなくて、ええ、ようやく第一歩。 踏み出した感じ、まあこれからその具体的な被害のまあその広範囲、はい、件数だったりがもっと明確になっていって、はい、じゃあそれぞれに対してどのような保証していくのかっていう具体案が今後どんどん出ていくんだと思うんですよね。<っ>で、まあそれは具体化されていって実際に実現される頃にようやく、はい。 じゃあこの今、打ち切りとか登用しないとかっていう扱いをどうするんだっけっていう話がまあされていくのかなと思いますからまあそういう意味で言うとまあしばらくはやっぱりこう起用しないとかまあそういう会社がどんどん増えていくのかなと思いますよね。 様子見とということで,す、ね、うですね、うんえー、あと一方では例えばそのもう事務所を新しく自分で作るとかあとはその今の,そのジャニーズを離れた、うんえー、タレントさんに関してはだから直接タレントと契約をするなんていう動きもあるようですがねねそうです、ね、中にはそのタレント自体には別に罪がないと、えー、いう認識を示している企業もあると聞いているので、えー、まあそういうところでは。 まあ新たに CM に起用したりとかっていうことはあい企業からしてみてね例えばそのタレントを使ってものすごく好評だったと、うん、売れ行きも伸びたなんていうときにはいや困っちゃったなっていう気持ちの企業も多いででしょううかねそうですね、えー、実際所属事務所云々というよりはその個人が好きっていうファンの方もいるわけですからね、えー、まあそういう方からするとあんまり事務所がどうっていうのは関係ない話なのかなっていう気もしますし。えーはい 今朝は森永康平さんでした。森永さんありがとうございました。ありがとうございました。おはようテラちゃんまた明日です。今日もいい一日になりますように。